あ、できてる。すごいぞ。ハウリングがひどい。ねえ、重要なシーンみたいな。録音したいぐらいの。これはまずい。オーディオ変更する。ガガとかシャルってさ。ダメだ。機材トラブルですね。雰囲気が荒れすぎますね。ねえ、どうしたもんかな。あ、ボリュームが大きいのかな。そういうわけでもないみたいだな。ボリュームの調整すると。あ、わかった。この外部のボリュームをカットすればいいんだ、きっと。そう、スピーカーから出さないようになればいいんですよ。なんだこりゃ、ボリュームのオプションがバツバツな。あったあったあった。あ、いいんじゃないでしょうかね。いいんじゃないでしょうか。ツイッターのツイッターで URL を出したいんだけど、なんか、フリーのやつにしたら、ツイッターのなんか、あれを直接、あれできないから、貼り付ければいいのかな。あ、出てますよ。大丈夫ですか？ちょっと横長に。なってますけど、遅延がひどいな。深海にいるみたいな。ねえ、遅延がひどいし、なんかアスペクト比がなんか変に横長だな。僕のスマホで見れたりします。あの URL をね、ちょっと今アップします。遅延がひどい。スマホで見たらここでなくてもいい。そう、あ、でもね、チェックしていただけると助かります。チェックは、あれ、 YouTube にも見る、YouTube にログインができないぞ。あ、YouTube じゃないやつ。ログインが。どういうこっちゃ。名、ユーザー名とパスワードが一致していません。どういうこと？変えてないと思うんだけどな。おかしいなぁ。中央さん遅れてます。なんて面倒なんだ。ああ、まだスケッチブックも書いてない。そうですね。まずい。シヌマ監督は来ていない。まあ、シヌマ監督も来ていない。10分押しぐらいですかね。はい。そうですね。まあ、特に誰が困るわけでもないですしね。かぶりついてますね。かぶりついてます。お、やっとログインできました。抱きながら。ここに貼り付けて。
R15 映画上半期ベスト10配信します。どれ、これでちょっとチックを、僕のツイートをチェックしてみていただけませんか。大丈夫っぽいような気がします、ね。音出てます。音出てますね。音が出てる。ちょっともう若干ずれてますけど、それはそういうもの。かなり遅延してますね。なんだこれ、このペンどうかしてる。あ、それクッと押すの。押すんだ。なんか出っ張りがあるけど。変わった変だなみたいな。ありがとうございます。他の方に来てます。そうなんで。10位。ずれてはいますけど、そのずれたままちゃんと正常ですよね、多分。結構ずれてる。あのユーストよりもかなり遅延がありますね。まあやり取りするわけじゃないからずれてる。あ、新郎さんかな。はい。どうも。お疲れ様です。今日はね、YouTube ライブで配信してみようと思います。なるほど。YouTube ライブは違う。あの、ユーストがね、1ヶ月で無料アカウントは削除されちゃうので、これ見てないんですけど、バレバレ。歯磨きしてくるの忘れました。どんぐらい出るの？12秒から15秒。適当に数えて10人でした。あ、結構そこそこ出ますね。俺のだと もっとずれてるな。何だろう。まあ、そんな超リアルタイムじゃなくてもいいのかな。そうですね。その12秒を切るとしたら、そうですね。後ろに時計とか置いとかない。あれ?12秒ずれてるじゃないかみたいなクレームが。まあ、遅れてコメントがあったら拾い上げるぐらいな感じですもんね。はい。ネットでリアルタイムで書き込みとかあるでしょ。ええー。見えるのかな。どうやって見たらいいのかもわからない。あ、そうか。ユーストと違うのか。YouTube の画面開いておけば下にコメントがつくの見えるんだ。そうですね。それもユーストみたいに。パソコンが2台ないとちょっと。そうですね。見えないですね。
最初に菱沼監督の新作の宣伝とかします？ああ、ありがとうございます。何も男なんですか？あるですか？そう、なんか忘れたなと思ってた。少女もの、少女ものというか。何に来たの？アイメージだと、トバジャンとライブ来た。あ、そういうことで、何年前？ 2年ぐらい。去年はやってないから、2年前ですかね。トバジャンとが東京去るさようならみたいなライブ。2年前の5月とか6月とかそのぐらいですかね。ご無沙汰しております。トロさんは全然もうこの間東京にちょっとだけ来てました。あ、そうで、みんな久々にクラッカーって言ったんだ。宇和島市市なんだ。宇和島ですね。宇和島市ですね。海の方でなかったですか、あの景色を見る。いや、海ですね。すごい、あの昔、大判って壁屋の映画があったと思うんですよ。え、大判、うん、大きい、まあ、番長の映画。え、それが、え、会社大判って映画が昔。あれは何だ。壁屋の映画があったんですけど。はい。あとです、なんかその舞台だったことらしくて。あ、そうなんですか。その町に使う。その町出身っていう話らしくて。へぇ。当時の撮影の時のにぎわいの写真とかがあるんですよ。あ、そう。じゃあ5分ぐらいで始めますか。20時5分からじゃあ5分10分遅れる予定と言います。あ、そうですね。じゃあ10分で行きましょう。10分と言っといて早めに始まる分には。そうですね。ばっかり10分。いや、おしっこ行ってる人が帰ってこれないかもしれない。そんな人いんのかな。その10分で一緒にシャワーを浴びてこう。川崎さん、はい、ちょっと場所を決めてみましょう。映画で見たから可能性がここって分かりますけど、同じような綺麗な景色がいっぱいある。スマホでちゃんと音声も取らないといけない。これ、街で撮ったって言われても、俺らは言うと、ここかって間違えた。ちょっと線がね、ピンってなって。ああ、ちょっと怖いです。引っ掛けて、もうこれでも引っ掛けて、転ぶ。誰が一番怖いかって、カズさんが一番怖い。カズさんが、その真ん中、菱沼監督で。はい。いいんじゃないでしょうか。じゃあ、ご予約って。勝田さん、ちょっとこのヒレをここにかけていいですか。はい、どうぞ。これちょっと寒くて、
風が。監督の名前が覚えられない。膨大すぎるんですよ。そうなんですよ。そして覚える量が。国王の監督とかになると名前が難しくて。まあ、確かにそうですね。これ高さはおじさんおかしいですかね。画鋲みたいなのありますか。さらにもう一度ぐらい上げて、はい、あ、風向きをちょっと下の方がいい。あ、上にどっちにそれでもね、工夫してる方なんですか。なるほど。あとでもサーキュレーターがあるから風で吹き飛ばすって言ってもあれなんですけど、サーキュレーター、ああ、そうですね、扇風機で、まあこっちでパワーってやりましょう。分かった、大丈夫です。これを僕が肩にかければいいんですよ。すごいことになってるんですよ。スナフキみたいな。キャラ付け。もうちょっと、もうちょっとあったかくしましょう。大丈夫です。大丈夫ですよ。この、これを上げれば。なんかキャスター熱いよ。キャスター熱いですから、ね。寄ってるで怖いな。大丈夫ですか。真ん中の方にもちょっと。さあ、これで大丈夫です。大丈夫。寒くないけど。だいぶだいぶ暖かくなりました。ライブ後の矢沢吉みたいな。あれまだあと5分あるからなんか。そうですね。ありがとうございます。チェック。これ？なんかいつも使ってる録音アプリが新しいなんか画面になって。面食らいましたよ。更新されたんです。ねえ、大丈夫かな。試してみます。ああ、ちょっと喋ってみてください。はい。あと数分で始まります。どうぞよろしくお願いします。大丈夫かな。振り切れてない感じがありますね。ここ赤はここまで行かなきゃだいたい大丈夫ですか。本日は、いつもの僕と小泉智弘がもう始まったんですか。ちょっとバツナギ的に練習の挨拶を。こっちは音大丈夫、こっちはあ大ほぼ大丈夫でした。あ、でもこの辺に見た方がいいのかな、川崎さんの声が飛ぶから。あ、じゃあちょっと、あ、ごめんなさい、通知を切っとこう。通知を切っとこう。音がちょっと通知をね、3時間これで決めますんで。今日は2部構成でいきますよ。はい。はい。YouTube 何人いるとか分かんないです。何人いるとかね。YouTube の画面で見ると分かるかもしれない。ああ、下にね。そう。これ、こっちで、YouTube の画面で。コメントもね、いつもと違って。YouTube の画面がね、こっちで。やってるので、何人見てとかは出ないのかな。そうみたいですね。確かに。何しろユーストはユースト繋いでるから。まあユーストもね、見てても悲しくなるぐらいの、あ、9人がご覧いただいていて、でもそのうち1台これですからね。あ、そうですね。自分のも。そういうわけなんで、ちょっと横長になってますね。あ、なんか。アナモフィック。そうです。スタンダードですね。そうですね。あ、本当だ。スタンダードサイズだ。これ画面なんか変えられんじゃないかな。なんだよ。最初から今時3対4なんかねえよ。なんで今日ダウンロードした画面がこんな3対4なんだ。データは低くするためですかね。そうですね。まあ、変にいじると分かんなくなるから、あ、ここだと思いますね。画面の普段みんな携帯収録ですね。あ、そうそう。USB ソースオーディオテンプレート変更かな。さんが寄り添ってるが暑苦しいですね。ねえ。ちょっと分かんないですね。まあ次回新しいソフトは
来年1月の時には成長した我々をちゃんとちゃんとやりましょう。2010年ベスト10には、そうですね。で、最近では何をご覧になりましたか。最近ですか。あれ、いいのか悪いのか。ロボコップ見ました。ロボコップじゃない、ターミネーターですか。出てきますよ、ひどい間違いかな。ロボコップも出てきますけどね。T1000 のロボコップ出てきますけど、見ましたよ、このトイかな、うん、あ、そう、僕は今週末みなみくんと行こうってさっき話してたんですよ。あ、新潟でね、何度か映画館に出演していつも聞いてるみなみくん、今日は2部構成で、第1部が、いつもの3人で、第2部がカセット館後藤さんと新潟三平画館サイゼリア、新潟版のみなみくんでお送りします。いつもまあ割と2部構成にはなってますね。いつもまあそんな感じなんですけど、最近そうですね。そうですね。あと時間はやっちゃいます。時間はあと1分ですね。リチそう、1分したらこの録画っていうボタンを押して録画を押しつつ配信もするっていうシステムになってます。でいつも俺、川崎さん、菱沼監督の順番でしたっけ。違いますね。菱沼監督、小泉さんは俺です。あ、そうかそうか。で、あ、これ始まってから説明しましょうか。そうですね。何でしたっけ。やり方を。やり方。そうですね。進め方を。小泉さんは割と毎回忘れちゃう。毎回忘れちゃう。何でもすぐ忘れちゃう。そうなんですよ。じゃあ、そろそろ時間ですね。あまだか、あと数秒で始めます。言うと始まる。逆に熱くなってきました。そうですか。そう言われて、仕掛けが難しい。あ、ありがとうございます。グレムリン。も、なるほど。今日のために。おお、僕は今日は汗の通気のいい空手道場でもらった越道会 T シャツを着て、夏はこれがとても重宝しています。夏は機能ですよね。あ、はい、スイートと。さて、それじゃあ始めていきましょう。はい、いきますよ。はい、どうも、こんにちは。漫画家の小泉智博です。川崎孝です。シネマコウスケです。ゲストの声が小さいとちょっと拾わないんで、ワテ我々に話すんじゃなくてここのマイクに向かってお願いします。シネマコウスケ監督です。まあもうゲストというか、ほぼレギュラーですけど、レギュラーで、ね、はい、時々川崎さんの代打でレギュラー会にも登場していただいております。お世話になってます。三平画館映画の感想ラジオ、ポッドキャストでやってるんですけど、今日は2015年の上半期ベスト10ですね、上半期ベスト10公開収録をこれから、開催していきます。本日は2部構成で我々3人の後にカセット館後藤さんと新潟版サイゼリア映画館でおなじみの南拓郎さんが、はい、後半わざわざこのために新潟から、ね、上京されていろいろ今ね新しい取り組みにどんどん挑戦しているそうで、今日もその一環で、そうですか、これは新しい取り組みに対応が、そうです、新潟から高速バスでやってきました、東京進出ですね。じゃあ行きましょうか。でもあと一回なんか、そうですね、石沼監督のちょっと新作が最近何もね持ってこなくて恥ずかしいんですけど、チラシも何もない。まあ、ビデオオンリーなんで、最近見るじゃないですね。DVD オンリーですけど、7月10日に、恐喝少女。恐喝少女。恐喝の誘拐少女の第2弾。続いてるわけじゃないんですけどね。少女シリーズというか、カツアゲするんですか。そうなんです。もう嫌な話です。本当に嫌な話ばっかり撮ってますけど、うん、中年になって恐喝とかされたらたまらないです、ね、そういう感じがよくわかる。もうでもそのしてるやつらにちょっと罰が与えられるというタイプの話ではありますが、アクションシーンとかあるんですか。チラッとあります。ハスネスなんでそんなにアクションがあるほどはないですか、ね、カーアクションはありますか。カーアクションができるほど予算がもらいたいなと思いながら頑張っておりますが、はい、それが7月10日に発売されましたんで、はい、まあ、レンタルもなるほど、はい、ツタヤなどにありますんで。今ツタヤとゲオ以外ってありましたっけ、レンタルビデオって。新潟は ね、 なんかありますね、ビデオワンっていうのがあってね、すごい新潟長野山形とかその辺すごい勢いでやって、そっちのチェーンは、どこからではあるんですかね。東京が少ないだけで。なるほど。じゃあ、ちょ軽く告知してもいいですか。あ、どうぞ。太田出版で、ポコポコという漫画サイトで、
ある日、なんだっけな、ちょっと芸人がゾンビに噛まれると、どうなったでしょうみたいなタイトルの。うろ覚えですか自作でしたね、確か。ちょっとね、いつも忘れてしまうので、太田出版ボコボコで、お笑い芸人がゾンビに噛まれる漫画をゾンビになっちゃうっていうのを書いてます。今月最終回全5回で一部話から無料で読めますので、はい、ぜひご覧ください、はい、僕のツイッターとかでねチェックしていただくと告知が載ってますので、はい、はい、ユミさんのツイートをチェックしてください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで始めますか。そうしましょう、で、まあ、一応ルールというか、はい、いつも通り菱沼監督、小泉さん、6という順 で、10位から1位まで発表していく。今年の1月公開から6月の末公開まで OK、はい、そうですね、で、その中で、はい、上半期映画のベスト10を発表していきます、はい、あとこれも一応あれですけど、例えば、菱沼監督の10位と僕の10位が、うん、順位が一緒だった、うんうん、順位と映画が一緒だった場合は、うん、まあ、そこで発表しちゃって、あ、そうですね、まあ、これでも順位が一緒じゃないと、前花熊さんの順位が僕の1位だったことがあって、いきなり1位発表しちゃったことあるんで。なるほど、まあ、順位が一緒だったらね、まあそこは流れでいきましょう、ね、流れというかそういうルールでした、これまで、まあでも聞いてると言いたくなるじゃないですか、あ、ね、だから話すのいいんですよ、同じ順位で、順位は、順位だけは、もちろん内容も、あ、そうですね、順位だけ、だけ言わないですね、はい、そうしましょう、入ってますよと、ね、そうですね、入れてますと、はい、はい、はい、出したらいいぞ、あ、夜の阿佐ヶ谷、夜の昼寝よりお送りしています、はい、はい、ライブ中継なんで、お客さんと、はい、お客様がちょっとお邪魔してみて、川崎さんのお友達で、はい、カウンター南さんでしたね、あ、ちょっとカウンターって言葉いいですか、こっちに移って、まあ、こっちに移って、いや、南さん、あ、今、そっち行きますね、はい、はということで、じゃあ、はいはい、じゃあ次行きましょう、はい、2015年上半期を、はい、あ、そうだ、菱沼監督はこれも、あ、押されていた言葉、あ、この優先で今繋いでるんですけど、ね、一番これを蹴る確率が高いのは店主の門田さんなんですよ、そう、線がね、完全に宙に浮いてるので足を引っ掛けて転ばすための紐みたいな、まんまと罠に引っ掛かる非常に高いので、もう大丈夫です、いいですか、はい、あ、それでちょっとさらっと、これも恒例なんですけど、菱沼監督は上半期何本対象されたっていう、はい、数長編だけですけどね、はい、長編だけ入れると240本出ましたね、出ました、ここに違いが得ますよまだ6ヶ月ぐらいですよ、6ヶ月なんとか、まあ、大体最近毎年500本ぐらい、すごい、ちょうどいいぐらいですね、今長編だけですよね、短編入れると330本、小松さんどうもいつもありがとうございます、いやでも今年は本当名作が大ヒット作も多いんで、そうですよね、それが入ってるのか入ってないのか多分今日は、あ、なるほど、小松さんの分俺おごりますよ500円、俺につけておいてくださいあ、いつもよくビールおごってもらってる、じゃあすいません、ライブなんでいろ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 ありますから、じゃあ早速いきましょう、はい、2015年はい、上半期ベスト10、島中菱沼監督の第10位は、はい、特捜部9、なんすか、檻の中の女です、タイトルも聞いたことない、ヒューマントラストでやってた、ヒューマントラストの未体験の映画ゾーンで、シチェス映画祭の未体験の映画ゾーンで隠れてやっていたんですが、これも見たかった、これ面白がいいんですか、じゃあ北欧で大ヒットしたというのを聞きつつ、当然続編も向こうではできていて、まあ、大ヒットしたのもあって、これ面白いんじゃないかと、まあ、いわゆるね、見た目特捜部9とかの時もう継続です、日本で言ったら、あ、完全にこう未詳ですね、だから解決しなかった事件を扱わされる、引き継いで左遷されたような刑事が頑張り始めるという話なんですが、まあこれが意外と驚きの展開を、編集がもう驚きの状態で、まだまだこんな風にいろんなサスペンスがこんな手があるんだなって、多分小説はもうちょっと長いのもうちょっと多分丁寧なんでしょうけど、原作があって、原作も向こうだヒットしてるらしい、特捜部9、本当に特捜部9で働く話ですか、これは DVD は出てるんだと思います、これまでは、なるほど、2はね、また公開の予定もなければソフト化されてないんですが、まあ、ないと簡単に本当に檻の中の女を、ね、捕まえられてる女がいるんですよ、最初に出てくる、はい、捕まえられてる女をこのもうめんどくせえやと思い始めてる刑事が助けられるか助けられないかでひたすら引っ張ります、これがもうすごいのは
その助けられないかどうかのよりも、うん、その女が拷問かけられ続けるんですけど、その、うん、何年に及ぶ拷問っていうのを見せられ続けるんですこちらも面白そう。やる方も大変ですね。やる方も大変だし、うん、やきついな、撮影もきつそうだし、24とかだとね数分で終わりますからね。そういう1日ですからね。だから何年も閉じ込められてる女が当然もう神会議の事件だと思われてるのを、ええ、本当に左遷された刑事が、はい、あこんな事件かってすごいやる気なしで挑んで、死にそうなのにってこっちはだんだん心配していくという。同時に描かれるから、サスクにそしてはもう助けられるのかどうかっていうのは、早く助けてやってくれという不思議な心情になるというサスク、うん、今回今日10位上半期の僕の狙いは、ね、シナリオが面白いと。なるほど、ってありますね。これは北欧サスペンス今当たってますけど、シナリオ未体験の映画は後にワウワウとかで 見ることがあるんですけど、ホワイトタイガーっていうロシアの戦車映画がすごい面白かったです。後で調べたらその特集でやってたんだってなって。僕あれ何でしたっけ？タイトル忘れちゃったけど、急に人間がある女に噛まれて超人になるやつ。何でしょうね。何でしたっけ？ありましたよ、この未体験ゾーンのやつで。去年ガンホーベンやってましたよね。やってましたね。レベルみたいなタイトルですね。拾い物が多い、うん、特にヒューマントラスト、ね、今年のこのあったのは40何本とかになってるんで、もう公開本数がねそんな全部見る人いるのかないや見れないですよ、やっぱり島監督と松井監督みたいにそうです、もうガンガン交通事故覚悟レベルでいかないと10本ぐらい見ましたけど、まあでも意外と外れが、ね、少ないんですよ、この体験の映画と。特にこれは最近北欧で大ヒットしてるんで、うん、IMDb との例の世界の映画リストを作ってる会社のサイトでも6、7近いので評価も高いです。なるほど。今回はじゃあ調べてみます。シナリオ中心で。シナリオ中心で選んだ紙入ってます。はい。じゃあ小泉さんのベスト本の。はい、あれなんか毎週飛ばしてた。もったみが少ないのにもったいない。最後裏もでかい。じゃあちょっとね、自分じゃあの、はい、本当に冷静な評価が下せなくて、あれなんですけど、死んだ目をした少年です。ご自身で原作、申し訳ない。が、あの、俊監督の、デビュー作で、中学生があのヤンキーにいじめられて、それをで克服しようと頑張るという青春映画で。公園にいる、ね、お姉さんにボクシング、これのね、幻想のスパイダーマンみたいなやつが出てくるんですけど、その表現がね、紙っぺらみたいなやつなのにむちゃくちゃ強いっていうのが ね、原作だと要は黒いスパイダーマンみたいなのが、そうそう、だから着ぐるみでやるのかなって思ってたら、まあ、CG になって、もう CG の使い方も低予算の割にすごい迫力があって、ね、アニメーションで、紙の感じいいですよね。面白かったんですよ。これあの改変ポイントが結構あったんですよ。あったんですよ。ボクシングを教えるお姉さんは、原作だとまあバイト2個ぐらいしてて、で実際に本当にボクサー生とかやってるけど、映画だとボクシングもやってないし、ホテトルジョ、あデリヘルジョ、ね、あの辺を聞いてたんですよ、やっぱそうです、ね、シナリオを読んでましたね、あの改編でね、なんかね当時僕ハロータだったんで、ミニモニのなんかねギャグを使ったのが暴力のきっかけになるっていうのを、まあ、それそんなもうミニモニなんか今全く流行ってないですから存在したね難しい、ミニモニって何っていうか、そうそこをねすごくいい感じでね上手に処理しててね、そういうところとかね、あ膝落ちました、あセンスあるなと。映画全体の雰囲気も良かったですね。そうなんです。あの主人公の子はあの乾きのひな、なんで中学生の清水直也の、そうです、あそうなんですか、なんか清水ひろやくん、今度なんて映画か分かんないけど、なんかの新作でも同じような役に出てるんです、ストレイヤーズクロニクに出てましたよ。セリフが全然ない役でした。あストレイヤーズクロニクに出てました。おー頑張ってる。超記憶を持つおキャラクターで結構重要な役でしたね。出世しましたね、まあ、そのうち DVD など出ると思うのでぜひご覧ください。はい、じゃあ、はい、お願いします、はい。僕もまさかこれが、正直ね僕10本選ぶの大変だったんです。絞るんじゃなくて、あんまなかったんで、俺はもう入れ切れなかったですね。でも結構面白かったんですけど、イニシエーションラブ、ね、あ全然の見れてない、ね、イニシエーション、まだお客さんに、俺は見てないですね、はい、この原作があって、原作がすごいです。あの、まあ、イミクルミって人が書いてるやつで、
62ずりぐらいしてる。へえ、そんな売れてるんだ。ヤクマブチ角がね。そうです。まあ、A 面 B 面って構成になってて、うん、あのまあ、最初こう合コンで知り合った少女と童貞の若い男女がこう付き合って、まあ、甘酸っぱい感じで、うん、で後半になってその男の方が社会に出たらちょっと強気になって女にモテ始めて、うん、っていう話なんですけど、これ構成自体にすごいトリックがあって、うーん、あの映像化不可能なんですよ。そのままやると絶対、うんうん、そうらしいですね。小説はもう無理だと。そうだから、ね、ラストがあの原作と変わってるっていうのもあるんですけど、うん、それはそんなに重要じゃなくて、うん、それをどうやったのかっていうのを見に行ったんですけど、これはまあかなり強引に成立させてましたね。うん、あのこれまあ見てない人にはネタバレにならないと思うんですけど、ね、うん、前半明らかにモテ期を意識してるというか、モテ期があったからこれ成立してる映画なんですよ。あの、まあ、80年代の雰囲気の使い方とか、それもそうなんですけど、トリックにも結構ね関わる部分があって、俺の原作も読んでたし、モテ期 のドラマも見てたんで、あれもしかしてこうやるのかと思ったら、結構適当しちゃったんですよ。言ってました、なんか何人かも当たったんだ、から小説の考え方で映画にしたのもあれが一番じゃないかみたいなことらしいですよ。ね、見てないんで、言えないですけど。でもね、結構それはあの強引だけど面白かったんですよ。うん、で、あのまあ問題最後なんですけど、要は最後あのまあふわっと終わるんですね、原作は。え、どういうことって感じで。で、映画版はまああのやっぱ映像でそれをはっきり見せるために。まあ、ある人たちがある場所で出会って、ある音楽が流れてクレーンでこうバーってシーンが上がるとこがすっごい良くて、おおって上がったんですけど、その映画のひどいのはその後に映像でそのどういうトリックだったかってバーって見せるんですよ。うんうん、解説がついてるんですよ。そうなんですよ。だからこれあなたは2回見たくなるって言うけど、これやったら絶対 2回見なくていいよ。もうだって分かっちゃったから、そう、答え合わせがある。余計なことしてるなと思って。まあ、予告見るとね、すごいつまんなそうなんですよね。予告だけだと ね、それが振りなんですね。そうですね、あれは振りです。いや、でも評判はいいですよ。まあ、あんまね、こう映画に興味がある、ミステリーに興味ない人はあれぐらい解説してくれる方がいいんでしょうけど、うんうん、まあね、中学生ぐらいだとね、うん、っていうのが、そうですね、ファンが若いらしいです。あ、前田翔太君と前田敦子さん、ね、だから分かんないと、分かんないといけないと。お金、投げなしのお金できるかもしれません。そこから言えとは言えるも。松田翔龍平か翔太を見るためにね。まあ、それがいいかどうかは知れませんけど、そこで投げなしの金を払っても見て、もう一回見に行かせるかどうかもね。そうなんです。あ、そういうことか。本当は。商売人としてはどうなのかなね。こうだからまあ、でも一応、ね、さっき言ったモテ期を明らかにして、まあ、要は大根仁の師匠なんで。うん、そうですね。さんは、うん、だから、ちょっと、貸してって言って撮ったんじゃないですか、これ、ね、そんな感じで意外と僕はね、これは印象に残って、なるほど、そういうあのどうかなっていうラストも含めて、順位になりました。はい、じゃあどんどんいきましょう。はい、じゃあ9位は、9位は、そんな感じの第9位はこれです。きっと星のせいじゃない。あ、なんか病気のやつ、ね、恋愛もののアメリカの映画、ベタベタな恋愛もの、うん、と思わせて、これまた本が素晴らしい。あ、本当、そうなんです。こんなもん絶対見ねえって思ってましたよ。悲しいです。僕もそう思ってました。いや、俺ああいうの結構好きだから。あ、そう、はい、そうですね、ライフとかああいう泣き物見に行ってキュンとするのも恥ずかしいなんで、そう、と思ったんです。僕もだから、よほどこうヒットが非常にヒットしたんで、あと、まあ、500日のサマーの脚本家チーム。あ、そうなんですか。それなんで、多分何秒もののこうベタベタ恋愛ものにはなってないんじゃないかと思って行ったところ、最後の方にこんなキャラクターを用意してたかという、素晴らしいこう展開が後半にあって、これがあるからベタベタになってない。トワイライトとか見に行く人が見るやつですよね。タイトルが言うから、チケット買う時にきっと星のせいじゃないっていうのが、ね、おじさんとして見づらい、きついんですよ。僕もだからそれがきついなと思ってたら、あまりにヒットしてるんですよ。すごいヒット、アメリカとか世界中だと恐ろしいヒットなんで、ティーンエイジャーが見るんですよね。そうなんですよ。だからトワイライトもね、何秒もの、何秒ものなんですよね。完全何秒、ただね、2人とも何秒なんで、白血病とかも何秒同士、何秒同士とか、何秒のコミュニティで出会う話なので、全員何秒だから、あの相手のことを心配してる方が大変で、自分の心配は何もしてくれないっていうぐらいの、何しろすごいな、友達は途中で失明しますからね。あだから何秒が多すぎて、
もう難病のことについてそんなに心配しなくなるから。難病の交通自体を起こして難病の出てくる登場人物のメインキャラの半分はもう難病なので、難病ギャグみたいな状態、いちいちハラハラしてんだよ、端から片付いてたみたいな。そうそう、どんどんいつこいつはどのタイムで死ぬんだろうとか、どのタイムでひどい症状が出るんだろうっていうのを、すごいな、やっぱ彼らはそれを気づいてるんで笑いにしていくとかすごいです。なんで本がうまい、先生に泣き物にしていくかと思ったら難病を笑い飛ばし続ける。いいですね、アメリカ映画はそういうちょっとブラックなね、パレリ教会みたいな感じですけど、すごい優しい聴覚作品。これで言うと、すごいひどい話を中学生向けにパレリ兄弟として描いてみたいな。俺なんか失明するんだぞ、ハッハッハッって笑ってる話ですから。何しろお父さんどうもありがとうございます。出てくる間ずっと主人公ヒロインがずっと鼻にチューブを入れてるってことですよね。それぐらい こだわってます、ね、そう言われると見なかったことちょっと後悔してきましたよ。そうです、ね、意外とその上に最後ちょっといい気分にさせて、そういう意味でそう意外とジャンルものを飛び越えたものが、はい、見逃してしまいました。じゃあ僕の感じですよ、はい、さんの、はい、第9位ですね。第9位プロレスキャノンボール2014です。まあ、これもねちょっとねこの前マッスル酒井さんとセッション見に行ったら、あのチャーハンを持ってもらって入れてくれ、政治力が働いてしまう。袖の裏ですか。まあ、あとやっぱ新潟のね出身の人が監督としてこうしてね頑張っているっていうのは俺としては応援しなきゃいけないですし、酒井さんが着てるスーパーササダンゴマシンの T シャツの絵は俺が描いたイラストなので、なんか俺もね出てる気分になってね、金の匂いがプンプンする話ですからね。そう、なんかハラハラしちゃうっていうね、ドキドキしたんですよね。でも映画としてはね、テレクラキャノンボールがベースになってるんですよ。すごいシーズンですもんね。ナンパのレースみたいなことです、ね。これはプロレスの場合どうなんですか。プロレスの場合はね、なんかね、内容的にそうですね、試合が成立したら何点とか。で誰と？ふっかけるんですか、素人に。旅をしながら、各地でいろんな場所で、ゴージャス松野さんの自宅とか、ちょっとここでいきなりプロレスを始めて、そういうことか、プロレスラー同士で、そう、プロレスラー同士で、なんか、流血は何点とか、そうやって、ポイント制でレースするんですけど、最後、その、ポイント制自体はうやむやになっちゃって、まあ、その中に出てた、あるプロレスラーが、まあ、とんでもない行動をし始めるんですよ。お前たちはそんなにまでしてこのレースに勝ちたいのかみたいな、面白くないより勝つことを目指してどうするんだ、それがプロレスラーかみたいな風なダメ出しがあったら、翌日ね、すごい豹変するんですよ。それでまあなんかね、この世界とはなんか自分はこうして普段生活してるじゃないですか。でネットとか見て、それで世界を分かった気になってちゃいかんみたいな、そうです、ね、とんでもないことが俺がなんか飯食ってる裏で行われてるんだって近所の人、世界の多様性をね痛感させられるような場面がねあって、まあ、映画体験ですよね、そういうのね。そう、ま、笑いちゃなかなかやりづらいネタですね。そうですね、ここまで行って、面白い映画でした。このフォーマットで山ほどできてますね。はい、ビリシャメンボールですね。そうですね、じゃあ川崎さんの注意をお願いします。はい、結構邦画絡まない。リアル鬼ごっこ。リアル鬼ごっこ。ああ、そのシオンか。そのシオンか。この間これ見ましたよ。そう、試写で見て。もうやってましたよね。一昨日始まった。11日か。10日、11日から始まりましたね。これもあの完全にオリジナル脚本で、多分そのシオン監督もね、オリジナル見てないんじゃないかっていうぐらい。でしょうね。もうほとんど。見てない。あ、見てないですやっぱり。多分もう本も読まずに書いた感がすごかったです。これ本当見てるやつね。俺は何を見てんだろうっていうぐらい途中の展開が、でも、まあ、まずあんま鬼ごっこしないですよ。鬼ごっこほぼ途中で一回あるだけですよね。そうで、なんかあのまあヒロインがある状況に放り込まれて、まあ、あの言わない方がいいのか、うん、でなんかなんかね、なんかパラレルワールドかなんか分かんないの世界に行っちゃって、まあ、はい、あれ私誰なんだろう、これ友達誰なんだろうみたいな感じの気持ちに同化するんですよ。本当説明がないから。そしたらなんか私をなんかそのヒロインを守ってあげる友達4人と急に野原でわーって駆け出して綺麗な音が流れてる時に、俺は一体何を見てんだろうなっていう気持ちに。その後もそういう展開が続く、そのライブ感はね。85分の中に何回も起こりますよね。本当ですね。謎の展開が。でもまあ面白いんですよ。面白い。まあ最終的に最後まで見るとそんなに大したことない感じもあるんですけど、そうなんですよね。そこがもったいないのが、うん、途中のグルーヴ感が結構、結構あの劇場体験としては
だいぶ面白かったですね。これは、ね、話せるところあんまないんで、うん、横剣ほぼ説明してませんもんね。そうですね。で、あの、まあ、マノエリナとトリンドル・レナとマノエリナと篠田麻里子ですけど、これもね設定が全く説明できないんで、ね、できないですね。そうで俺見たんですけどね、あのどういう内容だったか、じゃあ全部今ネタバレで言えって言われたら言えないかもしれない。まあ覚えてないですよね。まあ、この間見に行って、こんなに騒がしい劇場久しぶりに見ました。みんなが説明を求めて隣の人にこういうことだね、こういうことだねって聞きまくるの。いや、見てる最中にもやってる最中から、やってる最中ガンガン聞きまくってて、まあそうだろうなと思うしかないような展開をします、これは多分中学、さっきの中学生が見に行ったら、人生初体験に近いぐらいわけのわからない映画だと。そうなんですよね。いや途中本当なんかデビッド・リンチがいやいや引き受けて撮ったようなシーンもあるぐらいの変わったシーンもあるし、そういう意味では結構面白かったです。うん、いい時間潰しになると思います。なるほど。85分です、ね。はい。じゃあ、こんな感じで続いて、島田監督の第8位ですね。第8位はこちらです。8位だよ。ドン。パレードへようこそ。パレードへようこそ。見た。なんだろう。全然タイトルは、ね、知らない。ゲイモノです。ああ。実はゲイモノです。どこでしたっけ、国は。国はイギリスですね。80年代のイギリスの新潟はやってないと思うな。これ多分あの日本でも、日本じゃない、東京でも1個しかやってなかったよ。シネスイッチだけですね。向こうの映画祭で評判良かったです。あれにあまりヒットしたりしてるわけではない映画ですね。まあ、要するに何が難しいかというと、説明しにくいです、これも。うん、あの実話の割に、実話のせいでいろんな要素が入りすぎて、すごく説明しづらい映画なので。ゲイか。パレードするんですかと思うじゃないですか、はい、そうでもないんですよ、あるんです、もちろんメイドパレードもあるんですけど、パレードは2回ぐらいしかない、実は、あんまパレード重要じゃないんです。パレードは最後に一応はするんだ、最後の一応オチがパレードなんで、パレードはそれになるんですけど、本当にゲイが、まあ、すごくその当時のイギリス、80年代のイギリスでは迫害されていて、法律でも禁止されるような状態だったので、それに対抗するために、こうさっきパレードでゲモとか起こすんですが、ちょうど炭鉱も封鎖をする、サッチャーの時代、で炭鉱封鎖するってことにこう社会事情になった時に、じゃあゲーム自分たちも迫害されてるから、迫害されてる同士協力しようぜって、ゲーが勝手に炭鉱の、協力する炭鉱側に協力するんですけど、もちろん炭鉱の町なんて当たり前に男社会なので、お前らから応援されたくないわっていうすごい状況になって、あのリトルダンサーに舞台が似てますね。全く同じだ。今一時イギリスの炭鉱ものって多かったですよね。あれの真逆です。炭鉱も嫌がるけど。あれと同じです、まんま。主人公が多分ゲイですから、ね、ゲイに目覚める少年の話だと思う、ね、それの企画の炭鉱の町にゲイが応援しようとしたら勘弁してくれって炭鉱側から断るってすごい話です。その要素が半分ぐらい途中までそれが続くので、これは一体何を感動する気で見に来たんだろうとすごく困惑するんですが、これを選んだだけあって後半怒涛の展開をしていって、実はなれたのわけのわかんないとかつながっていって、まさかこの話で最後いわゆるスタンドバイミー的な、あこんなオチが待ってたのかっていうね、謎の感動が最後5分ぐらい急に起きるっていう珍しい話です、本当に。まあなんかその中間をつなぐのがその炭鉱の町のおばあさんとか、主婦とかだったりするんですよね。変なネタが急に膨らんできて話をつなぐんですけど、本当後半のパレードの1回のためだけの長い100分を楽しむ映画で、の割にその変な要素をいっぱいちゃんとシナリオで解消しながら進むあたりが非常にうまい。なるほど。これ一応主人公格の少年が、あれ最初からゲイだって自分で分かったのか、それとも分かんないから飛び込んだのか、どっちなんですかね。でも一応そこの言ってますからね、そのパレード見に。ああ、まあ、あるんだろうなって。ある自分がそれじゃないかっても確かめたいって気持ちで言ったんじゃないかと。主人公ちょっとね、花開いたと。主人公3人が出てくるんですよ、実は主人公と言われるようなキャラクターは。それもよくこう、現実は現実でそうじゃないですか、混ぜて有名なアメリカは特に違うんですけど、3人ぐらい1人にまとめて実話だと言って映画化するんですけど、無理やりもうそのまま描く、混ぜてもいいようなキャラクターをそのまま描くんで、とにかくいっぱい人が出てくるんですよ、ゲイから向こうの炭鉱の町から、いっぱい出てきてましたね。それを意外とこう混乱しないようにさばいてるのがうまい、意外と感動しました。はい、じゃあ続いて第8位はワイルドカードです。あ、ね、あ、ステイサム映画がね、これ最初見た時ね、なんだこれこれで終わりっつってね、はい、なんか最後ね、もうカジノの裏で
なんかヤクザと乱闘して終わるっていうね。あっち行っちゃどうか。やる気のない虫ねみたいな。なんだこりゃみたいな。マスクヤスじゃなかったら本当地味な話の話ですよ。ステイさんもなる怖くて手出してないんですよ ね。しかもあれサイモン・ウェストですよ、監督。サイモン・ウェスト監督で。俺は悪いイメージしかないんで、エクスペンダルズ2のね、サイモン・ウェストと、ね、ゲットバックとかひどかった。ゲットバックとかね、ニコラス・ケイジのね。それでね、まあでも、見終わった途端、はい、三平画館でも南くんと喋って、はいはい、あ、こりゃないわ、みたいに言ってたんだけど、うん、何日かしてうちにじわじわと、あれ、よかったなってね、熟成されてきた思い出してね、もう一回見たいなって、今もね、ずっと思ってるくらいなんですよ。地味な話まとまりはすごくいいです。うん、見返さない方が必要なのかもしれない。男の生き様をね、しっかり描いてましたよ。そのラスベガスから、出ていきたいと願いながらも、ついそこに本心としては居続けたいのではないかみたいな。主人公は何の役、どういう役？用心棒？あ、用心棒、ね。探偵ですね、一応。探偵と、なんかあれですよね、さっき言ったセキュリティのコンサルタントみたいな、謎の感じのとか、で遊ぶときに怖いから一緒に来てねっていう。うん、カジノで大勝ちしたら、俺はこの町を出ていくんだっつって、すごい大勝ちしそうになるんですよ。まあちょっとネタバレしすぎだから、ね、重要なこと2つぐらい言ってもね。そうですね。でもね、ネタバレしても大丈夫な映画なんですよ、これはね。まあ、ジェイソン・ステイサムの映画、ね、リメイクなんで。そういう映画じゃないんですよ。本当にね、ステイサムからにじみ出す、なんか切なさみたいな、こう、ね、憧れるじゃないですか。喧嘩強くありたいなとか。はいはい、ギャンブル強くありたいな、女にモテたいな、そういうの全部持ってる男なんですよ。うん、ギャンブルはそうでもないけど、まあ、だけどそれでもままならないっていうのがあるっていう、そのね、感じがすごいいいんですよ。人生のうまくいかない感じが、昔はトップのボディーガード、そう、シングルサービスクラスのちょっとボディーガードだったっていうのがあって、8時の時点でもう30分経ってるんで、早くしましょう。じゃあ川崎さんの第8位お願いします。まあ、これはね、戦慄パイロン怖すぎ最終章ですね。これは劇場版ですか、はい、最終章で。いや、劇場版の後に最初、本当の最終章。そうか、俺劇場版の、劇場版、序章劇場版、劇場版最終章ってあるじゃないですか。その最終章だけまだ見てなくて、それとはまた別で、これです、それなんですか。最終章はそんなに良かったですか。これやっぱね、よくまとめたな、あんだけの大風呂敷を。そうですね。そうか、レンタル中で借りれなかった。いや、多分監督自身も広げた風呂敷をどう畳むかにだいぶ不信したと思うんですけど、うん、工藤は殴ってましたか。これがね、そこがちょっと、ね、マイナスポイントってあるんですけど、まあ、簡単にこれ一応知ってる人も多いと思うんですけど、内容的に、まあ、ある映像班に、うん、まあ、口先女を取っちゃったとか、割烹を取っちゃったって一般の人の投稿があって、それを捕まえに行こうみたいな内容がこの怖すぎシリーズで、そのフェイクドキュメンタリーなんですけど、うん、それがまあだんだんすごい展開になっていって、次元、4次元空間に行っちゃったりとか、タイムスリップしちゃったりとかって、で最終的にその映像ディレクターの工藤っていう暴力的な男と AD の市川っていうのが、うんうん、あっちの空間に行ったままになっちゃって、帰ってこなくなっちゃうんですね。で世界の終わりが来始めてるんですよね、うんうん、空に巨人が浮かんでてずっと、はい、ね、でなんかこうやって新聞で作った人形がいっぱいいて、でなんかそれを崇めたてまつる宗教女みたいなカルト集団がいたりとか、でそんな中でその唯一残ったカメラマンの田代、まあ、これ白石浩二監督自身がやってるんですけど、T ストリームと、まあ、U ストリーム的なものを始めて、なんとかこう状況をお伝えしようって時に、江野翔平って男が現れるんですよ。でそれはなんかあの世とこの世をつなぐ謎の男 でその男が俺のミッションをクリアすればその二人を戻してやる。一回言ったままの工藤とね、一番を返す、蘇らせることができると。この時点でだいぶもう見てない人は全くついてこないと思うんです、俺は見てるんで、なんとなく分かりますよね。そうですね。でもこのミッション全部言っていいのか、今、まあ、一応書いてきたんですけどね。まあ、なんか女性のパンティを奪って履いて人形に入れるとか、わけのわかんないミッション、まあ、まずホームレスが持って人形を奪ったり、ある意味かぐや姫のなんか無理難題みたいな感じですね。そうかぐや姫を超えたわがままさですよ。しかも謎のおっさんに言われる、そうですね。会ったこともないおっさんですからね。しかも
でまあそのミッションをなんとかこなしていくって話で、これがでもまあすごくこの江野翔平ってキャラクターが重要で、あの白石監督のファンだと他の映画でも出てくるキャラなんですよ、うんうん、あそうなんだ。だからあの江野翔平3部作に近い、まあ、ドラゴンボール、あのドラゴンボールにあられちゃんが出てきちゃったみたいな感じの面白さがあるんですけど、逆にこのシリーズだけ見てるファンはついていけたんだとかそうっていう、多分ついていけてないですよ、ね、感じまして、ね、あれ自体がどっちか怖すぎなね。そうですね、最終章も映画で映画館でやったんですか。これはプリンクでやりました。あ、そうだったのか。限定公開で、そうで、これで、まあ、結局なんだかんででかつその AD と工藤ディレクターと市川 AD っていうのちゃんと戻ってきたんですよ。でだからほとんど出てるのがその江野翔平っていうのと、うん、宇野昌平さんの役者と、あの監督自身だって工藤が殴ったり罵声を浴びせたりが見れないんだ。でしかも最初戻ってきた時 AD とディレクターが中身入れ替わっちゃってるみたいな、殴らないタイプのキャラクターが、そうですよね。工藤 D の活躍は少なかった。工藤のあの理不尽な感じで暴力が、でこれが一応これで終わって、この後超怖すぎっていうシリーズが始まりました、ね、今2やってますけど、それはもう今までの世界が全部なしになってっていう設定なんで、それをね、ここでは工藤は言っちゃいけなかったですけど、まあでも進行次が始まってますからね、なかなかもう、ですよね、もう次のシーズン始まってるんだよね。まだそれはもうあの待ってましたとばかりに工藤 D が、うん、もう暴力的に活躍する、まだ見れてないんですよ。これはあのそれであとあの内田俊樹の娘さんも出てますから、あのこれじゃないですけど進行次すごい美少女です。美容なのいや、あのコックリさんです、ね、ということで、まあこれはあの、はい、ファンにはちょっと嬉しかった、はい、なるほど、劇場で拍手も来た感じですね、じゃあ、はい、行きましょう。第7位ですね、島監督の第7位、第7位は、第7位はザン・サンドラの週末です。見ましたよ、新潟にも来てたので、ダルデンまたダルデンの、ダルデン大ファンなんでもね、なかなか得ないんですけども、へえ、中でも兄弟なんでしたっけ、ダルデンの兄弟でも、ね、今や撮るたびに何かの映画賞を撮るという、すごい地味な映画でしたね。超地味です、まあ、大体地味ですよね、ちょっとドキュメンタリー中でも異常に地味です。何しろ他に何て映画撮ってるんですか、他にはですね、少年と自転車とか、名前タイトル聞いたことある、あと、僕が好きなラロゼッタとか、息子のイゴールの約束とか、何ですか、息子、息子を殺した犯人と同じ職場で働く話もそうですね。一番いいのはある子供とか、まあ地味です、もう究極に地味な映画。これはどういう話でしたか。これはですね、あの自分が解雇されそうになってる、そうです、もうあの女のさんが主婦が、主婦じゃないや、女の働くワーカー女性がね、自分を解雇しないでくれっつって、あの社員同士の投票で決めるから解雇かボーナスか二択をみんな言わされてて、みんなボーナスボーナスボーナスって言ってお前ボーナスなしにした、みんながボーナスなしにしてくれたらお前を再雇用するぜみたいなすごいこと言われて、で言われる方はこんなやついたっていなくたって何のメリットもないじゃんみたいな、無理難題なん、金欲しいしみたいな、ボーナスですから、何そう生活費と子供の教育が使いたいけど16人説得しなきゃならない、うん、そのね16人がミソでね、なんか頑張ってもともすりゃ同点になるじゃんみたいな16人だからまあ自分が入れてるって考えたとしても、うん、同数になる可能性がある中、うん、なんとか9人説得するために週末かけて説得するだけの話です。そう本当にそれだけです、うん、その16人のうち9人を説得するためのまあ1人友達がいるんで、もう自然の7人か8人を説得すればいいんですが、最初から協力してる人がすごいのは、これそれの設定の第1回の時点ですでに投票が終わってます、うん、驚きますね、今再投票に取られてるんですよ、これ実は話が1回負けてる、1回負けてるのをダダこれてもう1回投票やらせてくれよっていうところが、ね、その主人公がうつを患ってて結構ねそれが治ってんだか治ってないんだかみたいな怪しいそまたどうせやめんじゃねえのみたいな感じかなりダメな状態で、だから説得に途中で私も行きたくないって自分でくじけるとかすごいもうどんどんくじけてる、ただ説得するだけの話なのに、ずっとくじけてるっていうすごい話で戦ってる割にはくじけてる2日間しかないのに1日くじけてますからね、そのくじけっぷりをああまあそうだよね、普通人説得してくると嫌だよねっていうのを共感できなくても楽しいんです、人間そんなもんだレベルを。何かちょっと奥さんとサンドって書いちゃってるんですけど、原作は現代の方は週末だけなんで、
旦那さんがいい人なんですよ、うん、大事なのは、うん、そう旦那さんがすごくいい人、うん、奥さんがさっきにくじけてもう私説得したくてもいい、うん、やめてもいいとか言ってたの旦那が頑張って、うん、頑張ろうぜそう鬱のお前脱出したんだから働いていいんだよ鬱の人に頑張ってって言っていいんでしたっけっていう俺もう治ったら NG ワードもうやめねやめねって言いそうな旦那さんを見てると楽しくなるって不思議な映画でまあただねこの映画はすごいね俺もね背中を押されたんですよ、あのエンターブレインで僕が連載した悪魔哀れむ歌が 1,2 巻が出て3巻が本にならない状況だったんですよ、はい、それというのも 1,2 巻の売り上げがあまりに悲惨で3巻を出しても角川書店にあの利益がもたらされないだろうっていうのがあってそれをあの担当の岩井さんに交渉ずっとなんとか俺が金払うからもしあれだったら印刷代出すから出してくれませんかっつって言おうかなってずっと考えてたのをそのメールをこの映画のおかげで出すことができましたそういう感じだまあただねそんなことはできないっつって断られたんですけどまあこれみたいに1回負けてもう1回やるしかないだけど電子書籍でおかげで出してもらえることになったんですよそういう映画ですまさに本当にまあダメな自分にちょっとだけ背中を押してくれる旦那がいてくれるだけでなんとかなるんだなこの映画のおかげでね、本当背中を押してもらいましたよ。こういう意味でのシナリオがさっきで本当にただ説得するだけのはずなのに微妙にいい気持ちになっている不思議な映画という。諦めるなと。そう、ダメ元だと思って出そうっつって前から思ってたんだけど、ずっと気が入らなくてできなかったのが。サンドラのおかげで。サンドラのおかげで。100分ありますけど、意外といいよ。良かったです。この後ね、2本目、この妻が子供ついて実家に帰ってたので、これ見て、マッドマックスを3回目見てきました。いい元気な感じ、両方とも。いろいろやろうって思って。さあ、じゃあ行きますね。小泉の第7位、ピッチパーフェクトです。来ましたか。はい。あの、コメディ映画で、音楽映画で、まあ、今年はね、音楽および、舞台など、パフォーマンス映画がすごく多くて、そう、その中でもね、相当面白い方でした。あの、向こうでは11年とか12年の映画ですからね。もう2がね。2がもうすぐ、あの、シネマ借りてで上映されて。9月か11月。そう、歌とかね、すごいいいんですよ。これ大学のアカペラ部の話ですね。そう、アカペラ部でね、ネプ、ハモネプみたいな感じの。まだそうですね。アカペラですから。ダンスも入りますからね。そうですね。パフォーマンスしながら、まあ、こう歌も。うん、で、まあ、こう、まあ、僕もちょっと入ってんだ後でやりますけど、うん、まあ、男女のそれぞれのグループがあって、はい、うん、まあ、4グループ、本当は。うん、同じ大学内で4つグループがあって、それが戦ってるんですけどね。そうですね。目立つのが2つで。そう。それでね、まあ、ただね、問題があってね、主人公がスナック嬢みたいな女子大生なのに。そう、まあ、ケバイスよ。若い頃ね、マリサ・トメイに結構似てる。ああ、そうだけど、なんかもう、罵声感がものすごくて、もうちょっとな、あの、部長の人と入れ替わってもいいんじゃないかなぐらいに思ってました。あ、部長の人も微妙じゃないですか、ね。部長より、ね、女子大生っぽかったですよ、アメリカンビューティーです。まあケン・アナドリック、アナ・ケンドリック、アナ・ケンドリックが主演なんです。超エリート。な、そうなんですね。アナ・ドリック。ケン・アナドリック、アナ・ケンドリック。でもね、本当に楽しい映画で、曲もすごい良くてね、気持ちいい映画でしたね。原曲もこのカバーしてるコーラス版もすごい良くて、どっちも聴き比べたいなってずっと最近考えてます。なるほど。特にクライマックスのパフォーマンスは、それだけ見てでも感動するぐらい素晴らしいよ。素晴らしかったです。気持ちのいいですね。はい。じゃあ川崎さんの第7位をお願いします。チャッピーですね。あ、チャッピー。チャッピー来ました。僕も入ってますよ。これはあの第9地区のニール・ブロムカンプ監督で、もう第9地区より全然僕は面白かったです。まあ本当ベタな話でロボットが心を持つっていう話ですね。そうです。まあ、そう。これこそロボコップ。これでもまあまあ AI 映画でもあるんですけどね。人工知能。そうそうそうですね。AI。ロボコップはもともとの脳、まあ、人造人間みたいなですね。でなんかもうあんま情報入れないで言ったんですけど、ええ、要はその、まあ、そのロボットの人工知能までこう偉い博士みたいな作ってて、うん、まあ、その世界がまずそのロボットをいっぱい使ってあの警察軍事用として使わせて結構成果を上げてるチームがあって、まあ、そこの開発者の人が もっとこうゼロから作れる人工知能を作りたいっつって、うん、でもある本当は廃棄しないといけないロボットの体を、まあ、こうちょっとね、うん、やっ盗んじゃって、うん、でそれがでも、まあ、強盗に奪われて、うん、スラム街育ちになる
ていうのが超天才の、ね、大発見の AI がギャングに育てられる、そうそう、そこがまだ大ネタですから、ね、流れが面白かったですよね。そう、あとねバッテリーがね交換できなくて、いつかでしたっけ、寿命が決まってるっていう人もね、なんでまあまあベッドランナーなんですけど、ね、ただ僕はそう本当そう切なくてよかったのに、後半の展開でいろんなもんが台無しになってる、すごい最後ぶっ飛ばしていくタイプの、そうそう、いやなんかね、まあ、要はデータをコピーできるけど、うんうん、感情っていうのはコピーできないんだよって言ってるのに、うんうんうん、なんかねスルッとできちゃう、それがねすごいいい加減なんですよね。そうそう、なんかすごい、そのプログラム自体をインストールするのに超苦労してんのに、その後のコピーがやたら簡単にできて、あれもともとその人工知能 なきゃダメなんじゃねえのみたいな、いやそう、だから多分元のね OS がなきゃいけないはずなのに、うん、無視してどんどんできちゃうのが後半ありますけどね。なんかできちゃったんだと思って、で、まあ、あとそのこのロボットを奪う、まあ、ギャング集団の中の2組の男女ね、2人組が。これ、まあ、もともとなんかラップグループの人なんですよね。そうですね。だから俺、正直あんまり下手だなと思って見てた。やっぱ、あの人、俳優じゃなかったんで。歌も自分たちで歌ってたし、なんだこの変な歌は。人間は2人で歌ってます、ね。その、まあ、忍者とヨーランディって、その女の人の方は、割とそのロボットがこう赤ちゃんみたいな、結構可愛いんですよ、ロボットがね。ロボットが、チャッキーが。最初が可愛い可愛いって言ってるんですけど、まあその男の方は最初そんなでもなくて、そんなに不正には目覚めてないんだけど、うん、こう悪い歩き方とか、ギャングのね、その武器の使い方とか、後輩に教えるような感じになってる。でもそこでもなんか不正っていうよりは、要は強盗させるためにプログラミングしてるように見えて、どっから不正に目覚めてるのかあんまり僕はピンとこなくて、うん、まあそれはね僕の解釈では最後の最後ですよ、死ぬ直前じゃないですかね、多分、うん、ラッピーの争いの中に。そうですね、だからなんかでも強盗させた後にちょっと反省したりとか、うん、割とこう後半がね、こう第9地区の時もそうですけどね、ちょっと雑な感じでアクションでバーってやりながら、まあ、盛り上げを重視してる、そうそうそう、で盛り上げてんだけど、やっぱ気持ちの整理がつかないから、ね、後半早いんですよね。いや、この映画がね、SF 映画として信用できるのは、あのヒロインがこいつじゃねえだろうなって思ってた、ヨーランディだった。もう頭のね、この前半分がゴブ狩りで、後ろがロン毛っていうとんでもないヒロインでね、なんだこりゃっていう、やっぱ SF 映画のね、ヒロインはね、ドブスっていうのがね、前からあって、そうそう、そうじゃん、そう、美人が出ると、それだけでね、ちょっと最終的に出来があんま良くない。そうですかね、まあ、美人の評価もいろいろありますけどね。もっとちゃんと検証したいところですけど、まあでもあのまあベタにいい話なんですけどね、まあ続編があるんじゃないかっていう意見もあったんですけど、まあ、まあ、ない方がいいですね、まあ逆に続編でなん、まあ、あっても僕も多分見に行かないですけど、今後何をするんだ感じもありますね、あの状態からなんかね、もうドラゴンボールじゃないですけど、命を簡単に蘇らせすぎじゃないかっ、まあ、結局あれでね、永遠の命を手に入れてる風になってますからね、だからそうすると途中のあのだんだん2日間しか生きられない、でも人間だって、まあ、基本的にやっぱ有限なわけですよ、だからまあ切ないなと思ったら、っていう、まあ、後半のちょっとあれがあるんですけど、まあ、今まではね、すごくいい展開、すごくいい展開で、面白かったです、笑えるしチャッピーは可愛かった、はい、はい、そうですね、じゃあ第6位、第6位いきましょう、第6位はこれです、あ、これはね、新潟で国際市場で会いましょう、あ、なんか予告見た限りでもうこれはいい映画だなっていうのが、もういわゆるいい映画です、韓国映画ですけどね、シネマートでやってますね、そうです、もう一回リバイバルに近いよって、これ知らないですね、去年の韓国の1位ですね、1位です、言ってた予告で、1000万1000万人以上獲得した、まあでもね予告見た限りなんか人情映画かなみたいな、そうそう、ほぼ人情映画、あのまあいわゆるどんな映画かよく分かんない、それで言うとあの韓国の歴史を一人の青年が背負いながらやってって現代まで行く話なんですが、この戦争が始まるんです、第二次世界大戦、まあ朝鮮戦争ですね、と時にこうその町が爆撃されるので、逃げなきゃと、で10万人単位で逃げた話が実際にあって、その中でまあ恐ろしい数が生き別れたんですよ、でこの主人公も妹の手を離してしまって妹と生き別れてしまい、でお父さんが探しに行ってしまってお父さんもいなくなってしまい、ここの国際市場におばさんの店があるので、そこで俺は妹を連れていくからそこで再会しようっていう約束を守るためにひたすらその主人公が頑張るんですよ、もう泣き
わめくような状態の苦労をひたすらする、感情して朝鮮半島の歴史を背負いながらずっと実話と同じ、まあ、歴史的な事件を一つずつこう、なんか今フォレストガンプです。あ、韓国版です。俺も今そうでしたね。まんま韓国版のフォレストガンプを向こうのドベタな人情ものでがっつりまとめる。ああ、そうですね。もうそれがどちらかというと階層の入れ方が、まあフォレストガンプだともう座ってるじゃんベンチに、うん、まだ解決してないんで、ちゃんと老人になってからの話で、老人になって意外とまんま頑固のままなので、すごく嫌なじじいなんですよ、頑固なじじいなんで、国際市場も開発したいから、お前だけ言ってくれよって言われてんのに、いや俺だけは売らん、なんかそうかさっきね言ったように、妹とお父さん帰ってくると思ってますよ、ね、おじいちゃんなのに、絶対売れないっつって、すごい頑固なダメじじいだと思われながらも、そのなぜ彼が頑固なのかっていうのを少しずつ解き明かす。なるほどなるほど、あ、いいですね。まあ超号泣映画です。今月か来月多分新潟でやるので見ます。これはもう大オスです。まだやってますよシネマ。ありますか。そうです、もう一回だから、もう一回やり直してるぐらい。かなり泣けます。わかりやすくも泣けますって言えるぐらい泣ける。はい、はい、じゃあ行きます。第6位は幕が上がるですね。桃色クローバー。これも三平映画館新潟版で南君と喋ったんですけど、いや本当にね。素直に感動して演劇部の演劇部のでね、まあ当然ね、もう一本ねこの後パフォーマンス映画があるんだけど、まあ泣いたとか感動したらそっちの方が上なんだけど、なんかねもう一回見たいなって思うのは断然も幕が上がるで、やっぱね花があるんですよね、ももクロが。そうなんかね存在感、あやっぱなんかあんなはつらつとした頑張ってるのもう一回なんか会いたい、会いに行きたいみたいな、結局まあ1回しか見てないんだけど、そうもう1回見たいなっていう基準だとこっちの方がね断然あるんですよね。それぐらい輝いてた、うん、なんかすごいですね。芝居はあのなんだっけ、宮沢賢治の銀河鉄道の夜を舞台でやる話なんですけど、舞台でやって、その舞台はあんまり面白くなさそうまあブブブしかやりませんけど、最終的に見せないんですね。そう、そこなんですよ。舞台版がね、ちょうど今やってるんですよ。うん、あ、本物の方は。マグラ上がるで舞台を。そう、ももクロが出てる。まあ、本当のファンはそういうのもね、こっちも行ってるんですけど。なるほど。そっちでももうちょっと見れるんじゃないですか。そこまでじゃないんで、一回行きませんが。まあ、映画の方が楽しいんじゃないかなっていう人じゃないですか。まあ、はつらつとしていいです。本当に。はつらつとしてると思います。黒木花ね、春って読むんですよね。が、あの顧問でやってきて、まあ、本人女優じゃないですか、でもその映画の中で小劇団 の, あの女優だったっていう設定で、その高校の指導に来るんだけど、その場合やっぱ映画内でのすごい演技力をちゃんと見せないといけないじゃないですか、でハードルの高いのを要求されて、 でもきっちりとねちゃんと答えてるところが素晴らしかったです、うん、今、まあ、演技派ではナンバーワンですか。不思議な人ですよね。なんか美人とも言い難いんですけど、僕はねああいう薄い顔が好きなので割と、ね、すごく好みはあれとしてね、今まあね、なんで結構観光してますけどね、もうドラマから、ああそうですね、天皇の料理人もうちょうどこれは死にましたけどね、これで言うと最近だとあれソロモンの偽証、ああそうですね、また同じく先生役が出る、ね、あちょっとねキャラがねだいぶ違うからちょっと、ね、混乱しちゃう、ね、あっちじゃなんかそう超気の弱い人、ええー、超気の強い先生、そう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 使い分けそうなんですよ、出まくってる割には全く飽きない素晴らしい、ええー、まあもう黒もその意味では楽しいです、うん、これ見てるのはつらつと、ええ、認めよかった。じゃあ川崎さん、はい、第6位お願いします。6位は君はいい子、コミホです。なんだろう全然知らない。コミホの新作です。コミホって読むんですかこれ。コミホって読む、韓国ホですこれ。あ、ポミホ、ポミホなんです。あの俺僕見てないんですけど去年のそこのみに光り輝いて、はい、お監督、女性監督今。じゃあ日本映画、この映画ですね。で、これもあの評判で見に行ったんですけど、まあ、原作があって、原作の小説があって、まあ、いくつ短編集で、まあ、3つぐらいをつまんで、多分再構成したと。で、これがまああの、まあ、まずこの人の演出力がすごいんですけど、映像もすごくて、で、まあ、要は出てくるのがその、まあ、幼児虐待だったり、小野真知子が娘を叩いてたりとか、あと独居老人の話。
でちょっと手法もやってる、うん、であの高良健吾がまあ一応の主演みたいな感じですけど小学校の教師やってて、ね、もう楽器が本当に生意気で嫌いなっていう先生の大変な先生のね、立場を、でなんか一、まあ、人生意気なガキがいてでその後ろに座った少年がしょんべん漏らしたんですよ、うん、そしたらなんかこう、まあ、それも問題になってあの先生がちゃんと言ってくれないからうちの子が漏らしたってクレーマーのそうそうそう、であのしょんべんをじゃあするときは手を挙げたら行っていいってことにしたらみんな手を挙げてしょんべん行きたい行きたいってなったりとか、うん、本当見てて崩壊してるんですよ見てて高良健吾は教師やめてこいつらとか幼児虐待のみんなボコボコにする後半になんないかなと思って見てたんですよイライラが募って、うん、そしたらこの映画が真逆のことをやってもうだんだんあったかい雰囲気がちょっとずつ入ってきてもう本当にねさんにまさかの良さがあるしまだ見に行ってないんですけどね、うん、だから俺のその全員ぶん殴っちゃいっていうのは北風の太陽で言うと北風の考え方なんですけどこっちは本当太陽で照らすかのようで映画の雰囲気もだ最初本当幸福だったりとかちょっと怖いのが本当だんだん柔らかくなっていくんですそれがすごいもう高良健吾もあの横道宇之助の時のようなあんなにものすごい男前なんですけどすごいソフトな役あたりで小野真知子も良かったしね今ねナンバーワン若手ナンバーワンコミホコミホって呼ぶコミホなんですよだいぶ頑張って調べましたダメポみたいな名前ですね逆ですけどダメポですけどまあもう素晴らしい映画を撮りますよ演出局ナンバーワンです若手で、うん、これは今あのどうしたっけテアトル新宿でまだ、ねこれはすごかったです良かったですあの何でしたっけまあそういうちょっとねいい気持ちになりたい方はテアトル会員なんで、明日安い日に行こうかな水曜とかで1100円で入れますからね、ね、カーキンなら1000円、テアトルじゃあ昼間カーキンドイツに半分使え、ね、多いですね第5位はイミテーションゲームーエニグマと天才数学者の秘密です見ましたよ長いですねもうこれまた、この実話ですね豊島園で見ましたもう多分実話が4本ぐらいフィクションが4本ぐらい、うん、フィクション実話とフィクションフィクションと実話が混じったのが2本ぐらいのリストなんですけど、うん、まあこれも実話ですイミテーションゲームっていうのはアラン・チューリングというね、うん、コンピューターの、まあ、生みの親の一人と言われる人がいるんですが、うん、その人がドイツのあの超難しい暗号機をナチスの暗号ね、ナチスの暗号機を解読する話です、うん、実話とは思えないぐらい、まあ、その解読シーンの不思議な楽しさがスパイものちゃんとなって、うん、へえ。まあそうですこのアラン・チューリングという人が超奇人なんですよいわゆる奇人変人です、ね、まああのなんかコミショみたいなやつですよね完全にコミショのもうひどい状態です、うん、映画の方がまだマシです実話を調べるともっとひどい人です、なぜならばこの考えの邪魔になるから音がうるさいって言って毒ガスマスクをかぶって生活するような人なの、ね、耳塞がなくていいのかなねもう完全いや昔のあれは毒ガス用なんで完全に全部塞げるそうなのでもうそういうような全く人と話すようなことすらしない頭良すぎるタイプの人もゲイとね、うん、イギリスのゲイがあるな、うん、なんかねでもそうゲイだっつってあれだけどこんなやつゲイからも嫌われんだろうってしか思えなかった完全そうですもうだから多分普通の人に全員嫌われるレベルのひどい人なんです、うん、そう周りをね本当全員を見下してる岡田斗司夫みたいな考え方の男ですよ本当にひどい人かもしれないそうでもその人間が何を作ったかって言ったら人工知能につながるようにうん、うん、あのコンピューターの生みの親って言い方をするよりは人工知能の生みの親人工知能っていうよりなんか計算機みたいな でも会社に反応したのは彼が多分機械をずっと作っていけば人間のようになるはずだっていう発想したと、それによってコンピューターの生まれなんです、まあ、でもコンピューターがねもうこのよここの部屋よりでかいそうですもう当時なんで、まあ、あれなのちっちゃい方なんですよ、あのあとでかくなってビル1個分になりますんで、この頃のエニグマの時に作った、正解名前違うんでねこの中とこの中ではなんかあのなんだっけな日本違う名前だったか忘れましたけど、まあ、そういうコンピューターに近い計算機を作るんですね、エニグマの中のこう番号をザーッと計算して1万通りぐらい計算できるのを作るんですが本当に作りたかったら人工知能を作りたかった。ただ多分超コミュ障なので、コミュニケーションしてくれる機会を作ろうとしたと言われていて、悲しい設定ですね。自分を分かってくれるのはコンピューターじゃないかというような話を見えてくるというね。それが世界を実は作った連合軍を勝たせましたから。すごいなその勝ち方が
まあ、大落ちなんで言いませんけど、うん、その決断をもし言われたらコミュ障じゃなきゃ答え出せないというような恐ろしい決断をさせられます、うん、実際にしたということですから、うん、もっとひどかったらしいです。実話できましたね。実話ではもっとひどい決断だったそうですから、ね、映画なんでその部分しか書きませんけど、うん、あの決断をずっと1年間以上していたと考えると、気狂ってもしょうがないようなことをさらっといい話として書く、うん、恐ろしいことをやってのけてるところでこの本は素晴らしいです。なるほど、ぜひ。はい、じゃあ第5位いきます。第5位は唇に歌きましたね。あ、おお、ましたか。じゃあ俺まとめて。お、第5位、はい、俺が言いましたね。まあ、あのね、ももクロと比べるのもあれなんですけどこっちはねパフォーマンスをしっかり見してるんですよ。これも合唱の合唱で、あのメガネの女アンジェラ・アキの手紙15の君への手紙これはね、あのパターンが、うん、あのまあ、さっきの単行ものとも一緒ですけど、うん、要はあの頑張っていきましょうとかフラガールとほぼ同じパターンで、まあ、ある田舎の町に過去になんかすねの傷を持つ女性がやってきて、でそれを教師が、もう最初態度悪いんですよ、ね、でそれがだんだんほだされてってみたいなパターンがあって、うん、私はピアノを弾きません、新垣結衣がね、そう、怖い先生、音楽の先生のピアニストですね、元ね、そう、まあ、それが何だかあって田舎の学校に来て、うん、でまあ、生徒側も結構いろんな問題抱えてる。そう、まあ、その辺はね、割と俺にとってはどうでもよかったんですけど、いやいやいや、重要だと。そんなことないですよ。あのピアノ弾かない人、俺むしろ弾く弾かないみたいなところとか、ここじゃないですか、むしろ、あ、ピアノ弾く弾かないですか、うん、あ、うん、まあそうだね。そこに対して次結構考えない。原垣結衣が持ってるドラマは、あんま興味わかなくて、割とベタだなって思って。ベタですか。あ、まあまあ、そう、それより子供たちのそうところがすごい良かったんですよ。まあ、二十四の人みたいな演芸場みたいなところ、ね。歌がね本当に良くて、それでアンジェラ・アキなんか何も興味なかったんですけど、うん、あの iTunes で買いました。それからもうすごく聞いてますこれでもあの、まあ、政党側にいろんな問題があって、まあ、一応話を牽引するヒロインがあの、まあ、親父が愛人作って若い頃逃げられて、うん、お母さんも病気で死んじゃってみたいなのあるんですけど、うんうん、もっと大変なのがいて、自閉症の兄貴がいる桑原君っていうのがいて、うんうん、あ、まあ、仲いいんですけど、うん、これまあ、言っちゃうと その少年はなんで自分が生まれてきたかっていうのを把握してるんですよ。なぜかというと、うん、その自閉症の兄貴が両親が死んだら、うん、面倒見る人がいなくなっちゃうから、うん、面倒見るために僕は生まれてきたんだって、うん、まあ、そう思ってるんですよね、うん、で、まあ、これであの、まあ、要は話の流れ的な合唱コンクール最後歌うじゃないですか、うん、でそこはいろんなもんがオーバーラップしてもちろん感動的なんですけど、うん、本当のクライマックスはその後にあるんですよ、ね、そうなんですよ。あの、ね、それはね、泣いちゃったんですよ。テーマがね、あの、あって、その歌が歌楽しくて歌うじゃないですか、うん、歌いたい、そして人に聞かせたい、はい、そしてそのさらに誰に聞かせて聞いてほしいのかっていうところに踏み込んでるところがね、素晴らしいんですよ、はい、あの今年数あるあのパフォーマンス映画とかあったんですけど、うん、誰に見せたいか誰に聞かせたいかっていうところをしっかり、うん、描いたのはこれが、ね、これだけなんですよ。そうですね、ピッチャーフトも一応言ってるけど、うん、集団だから隠れちゃいますよね、うん、そこでね、その相手に聞かせたくて歌った時の歌が、まあ、本当に素晴らしいんですよ ね、うん、それはね、だからメインとなる合唱コンクールのシーンが伏線だったんじゃないかって、前振りだったんじゃないかっていうぐらいの感じに、うんうん、本当素直に涙してしまうんです。そうです、ということで、はい、ありがとうございました。これはもう本当に感動しました。地味ですけど、いい映画です、はい、じゃあ4位になっちゃった。4位はボックスキャッチャー。高いですね。なるほど、うん、これも実話ですよ、ね、これも実話です。あ、僕もその上に入ってるので、じゃあ一緒に行きましょう。居心地悪い映画好きとしては外せない居心地悪い、これすごかったですね。究極に居心地悪い、金メダリスト殺人事件、ね、そうですね。レスリングのスポンサーをしてた、ね、そう、全米チームのデュポン社ってあのライターライターの一族がそのアマレスリングの全米チームをスポンサードする話なんですけど、そうメインはそこじゃないんですけど、そのデュポン社の3代目、3代目なのかな、まあ、もうちょっとあるんですよ多分、うんの、まあ、いわゆるボンボンですよ、うん、ボンボンが、まあ、凡人なんですよ。変で言うとただの金持ち、ただの金持ちで才能がほぼない、そう、
ないわけじゃないです、多分あるんでしょうけど、多分認められるところにも全くない、その金持ち一族の中では、うん、そのせいで認められるためにはどうするかって時に、その全米アマレスリングの金メダルチームに金を出して自分のものにすることで社会に認められようとするという、すごい悲しい、金があれば何でもできるんだとはならないんだという話があります。映画のね、何の映画か分かんないで、何も調べないで見に行ったんですよ。うん、そしたら、あれスポーツ映画にしたらなんだこの暗い雰囲気はって思ってね、ゾワゾワしてきて、地味すぎるってぐらい、だんだんね、その輪郭がはっきりしてくると、うわー、ここだったのみたいな。嫌な話だ。嫌な話です、まあ。話の滑り出しは、一応あのその金メダル兄弟、うん、レスリングやってる兄弟の弟の方が、うん、兄貴も、そう。で兄貴はマークラフォードで、そうそうそう、まあ、兄貴も金メダルし自分も金メダルなんだけど、兄貴ほどなんか目立ってるのなくて、性格がね悪いんですよ、ちょっとコミショナーですね、またコミショナー、弟コミショナー、お兄ちゃんはみんなとうまくやるんだけど、弟の主人公は挨拶しても返さないみたいな、だから最初にね、そんなデュポンに見出された時に喜んでたのになっていう、だんだんとそのいい師弟関係がだんだんと壊れていく様が悲しいんですけど、そもそもデュポン側には指定関係があったのかどうか悲しいです、うん、そうなんね、お兄ちゃんからこう独立したいと思って頑張っていって、うん、他のとこに行って他の人も実は自分のこと大したことだと思ってなくて、お兄ちゃんが欲しかったんです、うん、実際そこに俺じゃなかったんだっていうこの落ち込みが後半どんどん引っ張られていくと、うん、なんかじゃあ男の三角関係みたいな、でね、恐ろしいのがね、やっぱね、そういう危険人物いるじゃないですか、うん、優しくしてくれた人に牙を向くっていうのがね、本当ものすごい形で描かれてて、だからあんまなんか誰にでも優しくしようとか親切にしようみたいにしてる人が一番被害受けちゃうんだっていうのがね、かわいそうになっちゃった。実は調べるとすぐ出てくる事件ではあるんですけども、本当に突然衝撃的に終わるので、居心地悪さも最高に居心地が悪くて、でもこれはネタバレなんで言えないですけど、なんかあのラストは弟の潜在的願望が叶っちゃったようなラストで、それが怖いですね。いや、それね、本が上手いですか。そこに見えるようにしているのが、実はだから、その部分って、みんなすごいいろんな複雑な要素のはずなのに、映画見てると、まるでフィクションのようにそう納得してしまう、で主人公の目線で自分たちが見てしまうという方向に、ちゃんと作られていて、その後のちゃんとさっきのテーマ性が、きちんと引き取れるというのがうまさで。ベネット・ミラーって今入った若手でナンバーワン、さっきポイントが出ましたけど、アメリカでも若手ナンバーワンの超演出家の人です。デュポンがスティーブ・カレルで、コメディーでね、いまだにね、普段のスティーブ・カレルと結びつかない、言われても分かんないぐらい顔を作り込んでる。そっくりしてましたね、そう、実際のこと。本当、キップ気味な人物でね。あれでいっぱい賞をいっぱい取りましたね。本当に奇人シリーズになってますけど、嫌な人が世の中いっぱいいるんだなと思う話でした。そうですね、すごかったです。家にから出ないようにしましょうっていうぐらいの、はい、じゃあ、小泉さんの第4位はセッションです。出ましたか。はい、これもねパフォーマンス映画だったね、ドラマのね、ジャズドラマの話ですね、ドラムのなんかもう海兵隊みたいにね、まあ、厳しいんですよ、ドラムの指導されて、教師の何でしたっけ、フレッチャーって教授が、そう、まあ、とにかく、ね、海軍だから軍隊みたいな、早いパーン遅いパーンって平手打ちを、本気の平手打ちれるって、叩けないだけで、まあね、最終的に気になったのはね、フレッチャー教授は今のなんかグッジョブ、何でもグッジョブ、こういうことで、天才が育たないんだ、才能が世に出ないんだみたいに言ってるんだけど、結局フレッチャーは一人も育ててないだろうっていうのが、それがそう彼の重大トラウマってコンプレックスって話なんですよ。それで ね、成功例が一件でもあればいいんだけど、あの映画の中でね、一応一件だけ、一件あるけど嘘ついてて、一件だけあったんだけど、そう、とんでもないんだ。ダメじゃねえかみたいな確かに僕もそこがねあんま乗れなかったところで、なんか要はそもそも合唱じゃないですかこれだって、まあビッグバンドっていうジャズバンドなんで、なんかあの主人公とその教授がもう最後こう合唱やってんだけども2人でものめり込んじゃって、あれもなんか狂気の沙汰に行ってすごいんだけど、
でもなんか暴走してるだけなんで、これ観客から見てる観客は、うん、こいつら何やってるんだみたいな、まあ、しかもねカバー曲だから、もう原曲作った人はどういう気持ちでこの演奏聴くんだろうみたいなのもあるし、 ね、そんなね子音を剥がすみたいな演奏のされ方いいのかなとか思うんですけど、見てる俺にとってはねすごいカタルシスでした。俺 ね、 そうカタルシスがなかったんだ、いやまあスカッとする気持ちいい演奏でした、マジですか、あのドラムのソロからバーンって入ってくるくだりとか、音楽的なものがね、まあ2回見たんですよ。ドラムは素晴らしい。実際でもね、ジャズの人たちは、菊池成吉さんとかは、うん、こんなもんはジャズじゃねえよっつって、まあ、そうきっちり音通りやるっていうところになるので、うん、ジャズ感はちょっと薄れるんですけど、まあまあ、ね、言わせてもらえばフレッチャー教授はリズムマシンを導入すればいいだけじゃねえかというふうにも見えちゃうんですよね。シアモンで、でもリズムマシンは、うん、バンドが興奮しないんです、うん、そうなんですよ、バンドが興奮しないと、でもその揺らぎがあるから興奮するわけじゃないですか、グルーブが、でもその揺らぎがダメって言ってるようなもんだから、不思議な状態なんですか、ダメなんですよ、まあ、モデルがいるんです、その有名なドラマーが、あの曲を作った人なんですけど、あ、そうなんだ、なんであの人ができてるからあれにさせたいっていうのが一応狙いで、あの曲キャラバンを作った人ですね。 あとは監督の一応実体験も入ってるんですね、監督も実は大学時代に全米ジャズのドラムで全米一になってる、うん、バンドにいた、うん、だから俺ただカタルシスが俺はちょっとやっぱ音楽としてのあれなかったん で、 で最後あんだけ対立して、うなんかこうなんかこうね、結局あの二人でのめり込んでってなんか意固地になってるのしか見えなくて、だからまあ勝手にどうぞって気持ちになっちゃったんですよね。トンネルズがねザ・ベストテンで、迷惑でしょうがをガナって歌ったような、違う歌だったかもしれないんだけど、あの時のようなね、そういうイメージですよ。だからパフォーマンスなのに二人きりで戦ってる様は逆のような興奮がありましたよね。タイマーズが FM 東京夜のヒットスタジオで歌ったようなそういうカタルシスですよ。そっか、まあ、確かにこう、僕としてはパフォーマンスの前にある、ある数カットがすごい気になって乗れなかった。あ、どのことですか？ドラムセットを閉まってるじゃないですか。閉まってたっけ？退学した後。あ、はい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 、はい、で最後のそう、あ、でもね、それも本当問題なんですよ。なんか最後、ね、まあいろいろ仕掛けがあるんだけど、うん、あれこのバンド一回も練習しないで行ったのみたいな。あんだけフレッチャーが練習だって言ってるくせに、ちょっと矛盾がねすごい気になるところがいくつもあるあって、そこが乗れなくて最後のバンド、うん、あれはだからあれ、ね、フレッチャーのちょっとまあこれネタバレですけど言えないけど、うん、ある作で、でもね、それ最初ね、藤井良樹さんと話した時に言われて、意味が分かんないですよねって言ったら、それはこうだよって言われて、それ全然腑に落ちなくて、でこの前新潟で見に行ったら本当その通りだったんですよ。そうなんです。実は結構ね、後半はその後半ために出されたのが多くて、うん、実際ね、自分の名前でバンドやってお客集めてそんなことするかっつったら、よっぽどとんでもねえやつしかそんなことできないと思うんですよね。なんかせこいことやってるなって気になっちゃったけど、その移行時間がちょっと積み重ねの中に出てきたのが気になってました、で10何位ぐらいですね、僕も10位からやらなかったんですよ。多分本当にレスラーとかみたいな、あとブラックサンみたいな、うん、あれは狂気を感じたんですけど、やっぱなんか狂気まで行ってないけど、意地になってあーってなってるっていう部分で終わっちゃったんで、カタルシスまで行けなかったなりました。あの映像とか音とかものすごいんですけどね、まあ、その出来がね完全に出来がいいかって言ったらあんま良くないところはいろいろあります、まあ、パッションの部分がすごいってことですね、うん、まあ、演奏が良かったの、多分感動がそんな感動もとかドラマを撮りたい人じゃないらしくて、サスペンスとかジャンルものが大好きで、本当なんか意地と意地のぶつかり合いみたいな、いやいい勝負見たなって思いました。さあじゃあ行きましょう、はい、まあでもね結局何かごめんなさいごめんなさい、すごいやっぱね、あのね、ごめんなさいごめんなさい、もう一度あのやっぱね演奏してる人のもんなんだっていうところが最後ね、それがそう客観のさっきと決めるのと逆で、あの俺たちのもんだってやりきった、指揮する人より最後は演奏してるものな人のもんなんだっていうのがね、だってロックバンドは指揮者いないですから、そうです、ね、まあバンマスは一応いないことはないですけどね、で多分ジャズのビッグバンドはドラマーが指揮をすることが多いです、うんうんうん、だからね、ジャズバンドなのに指揮がいるっていうのがね、俺にとってはちょっと なんか違和感がそもそもあったんですよ、ジャズに親しみがないから、
2つあって、ジャズはビッグバンドのバンドマスター、ドラマーがってことがあって、うん、ドラマーが指揮をしてるんです、うん、あれで。あ、指揮が、ね、テンポを決めてる。あ、だから指揮、まさしく仕切ってる。それにね、そんなアドリブでどうこう、ジャズはあるのかもしれないけど、普通バンド演奏は練習でやっていくから、そういうのもね、呼吸でやるもんなんですよね。なるほど。ジャズは特にそのフリージャズもあるんで、いや合わせるってことはなくはない、うん、結構あるんですけど、うん、でもね、ジャズフェスティバルで、そう、いきなり1回しか合わせたことがないドラマを、その有名な教授が、うん、出してる時点でみんな疑えようってすごく思う。でもね、1回目見た時はね、やっぱ流れで見てるからあんま分かんなかったですよ。それがうまいのか、うん、大抵映画は人は1回しか見ないもんなんですよ。まあね、2回見れたらいいってのはありますけどね、確かに。さあ、じゃあ次行きましょう、はい、ごめんなさい。行っていいでしょうか。はい、僕はここで来ましたね、ピッチパーフェクト、はい、さっきの小泉さんのアカペラ、はいはい、アメリカのコメディ音楽映画、はい、そうですね。でさっき の, あの 女子の方はバーデンベラーズってグループで、まあ、これが最初にまずやるんですけど、まあ、これ まだヒロインが入る前の時に、あの、まあ、要は次の代で部長になる女が緊張してるのかなんかでゲロをボーって吐いちゃってで、まあ、もうみんな卒業してそのゲロ吐き女が一応部長なんですけど、うん、まあ、こいつがイコジっていうか、あの、今日ワンマンで、そう、新曲は認めないみたいな。でなんか曲もなんか古いんだからちょっとダサい、うん、伝統の曲しかやらないという、審査員にあくびされちゃう。で男子のなんか トレーブルメーカーっていうのが、まあ、むしろすごい受けてて、そうそうそう。でこれね、でも面白いのはトレブルメーカーかっこいい人一人でもね、そうですね、うまい割にはかっこいい、威張ってるやつもチンチクリンでしたもんね。そうそうそう、だからあれ、エバることによってアイデンティティを保ってる感じが案外に認めなかったんですよ。なんかでもスカウトされて、なんか似てましたよ、一人だけ、ね。現実では彼はコメディアンで。ああ、そうそう、なんかジャック・ブラックっぽかったですもんね。ヒットを結構出してるコメディアンなんで、うん、いわゆるイケメンのモテるんじゃなくて魅力でモテるタイプらしい、ね。ああ、まあ実際はそういう人なんでしょうけどね。きっと。うん、でもそのまあ、リーダー格以外にも特に目立ってかっこいい人がいなかったで、まあ、その後にそのヒロインと、まあ、ちょっといい仲になる音がまあ比較的かっこよかったですね。いやでも、いわゆるね、これザ・ヒーローには感じ全くないですよね。そうですね、まあ、普通の青年って感じで。これでもさっきの、あの唇の歌ともちょっと通じるんですけど、うん、まあ、そのアカペラ部がいっぱいあってコンテスト出て競うわけですけど、まあ、それぞれ男女こうやるじゃないですか。でどっちもすごくいいんですけど、うん、どっちが勝ったとか優勝したって描写を一切描かないまま終わるんですよ。あれがね、そういや、そうですね、あれはすごい良かったですね、うん、まあ、一応決まりだなって言ってはいるんで、うん、勝ったのは分かるんですけどね、うん、優勝式やない、あのね、その主人公がパソコンでずっと DTM で作ってるじゃないですか。 DJ をやりたいですね、あの、でそれをなんか参考にっていうか、FM でちょっとかかるんだけどちゃんとね、メンバーに聞かせるみたいなのとかなくて、そこをちゃんと聞きたかったなと思いました。一応聞かせてるけどすぐ終わっちゃう。そうそう、振ってみたから振っただけかよみたいな。コメディだった意識なんですかね。あ、まあそうですよね、コメディ色は強い。シルフでも実話の本なんですね。原作はあのリポルタージュ、本当の全米アカペラ大会のリポルタージュ、ピッチパーフェクトって本がちゃんとあって、その4チームを1個の大学にまとめちゃってるんです。実際でもその起こってることはフィクション。でフィクションと実際半分以上フィクションですけど、中に起こった出来事の半分以上本当らしいんです。ああいうことがあった。主人公のルームメイトとか小ネタが面白い。ああ、そうですね。でもそれも最後ね、いい感じに。ああ、そう。あれもなんかあんのかと思ったら、特に普通に答えさせていただけなんです。何だったんだろうと思いましたけど。どうぞ実話をコメディにしてフィクションにしているのがすごいなと思います。なるほどね。だから振り付けとかしてるのは、そのルポルタージュの中で主役になってる先生が担当してるので、その素晴らしいものらしいです。ああ。なんかまあね、人種がいっぱい、人種とか太ってるやつとかいろいろいて、うん、で俺これがちょっと残念なんですけど、俺がね、あのブレックファーストクラブって昔の映画をディスカッションしてるやつ、そうそう、我々ね、昔ちょっと見てて、うん、すごい生意気なやつが一人いてイライラして見るのやめちゃったんですよ、ね、うん、あのね、その映画を見たいことすごいバカにされて、まずブレックファーストクラブ見ろよって言われて見たら、ボーダの涙をね流すんだけど、ブレックファーストクラブ俺見たけどすごいつまんなかったんですよね。ジョン・ヒューズが輝いた時期があったんで、ジョン・ヒューズは他の映画の方がいいのいろいろあるのになって思って、なんか向こうだとらしいですよ、アイコンらしいですよ、うん、らしいですね。でも一応でもそれ、まあ、あれも人種とかいろんなあれがあって、まあ、それを参考にこうね、どうやってあの新しい編成組むかっていうのもあって、
フェニスはある朝突然にとかの方が面白い。あ、まあ、そうですね。僕はこれしか来てるんですけど、まあ、そんな感じでこれは、そういう意味では、まあ、コメディ寄りでものすごいこういい音楽映画かどうか分かんないですけど、でもすっごい気持ちいい映画。そうなんですね。面白い。すっ飛ばしていくのは珍しいタイプですね。感動するしとか、ガンガン飛ばしていくので。そうですね。ある意味作りが甘いとも言えるかもしれないけど、雑だねかと思うけど、笑いのところとさっき言った、ここで進んでしまった方が楽しいだろう皆さんっていう、お客を捨ててくるのは最後のそのアカペラシーンはガッと決まるんで、これまだあのシネマ借りてでやってますね。そう、審査員がこんな曲全然退屈でダメだって言ってる歌すら結構いい。日本人としてあんま聞き慣れないね。お前らの記事知らねえってなっちゃうね。まあ、そんな感じで、はい、おすすめです。じゃあ、やっとベスト3ですね。シネマ監督のベスト3第3位。討論がありますが、はいはい。バードマン。あ、バードマン。あ、バードマンね。うちがもたらす大きいな。アカデミー賞っていう看板のせいで損してる気がする。そうします。みんながその、いわゆるワンカットもんだってことを思いすぎだと思います。そもそもそれを否定して始まる映画なのに、ワンカットもんって狙いではないんですね、実際は。でも、そういう宣伝をしたり、ここで感動してしまう。業界人も業界人だと僕は思うんですけど、ワンカットものとしての魅力もそんなにあるわけじゃない。ワンカットとか言われるとね、むしろ技法ばか気になって中身に集中できないんですよね。ワンカットと技法としては今まであるものをうまく組み合わせて、もちろん珍しい点も使ってますけど、もちろん大変ですけど、やってないわけじゃないから、そこまで目新しいのかというとそうでもなくて、大事なのは演劇を映画に映せるかどうかっていうチャレンジに挑んだものが大事なのです。演劇シーンにおけるこう嫌な役者と自分っていうダメな、うんうん、映画役者である自分、うん、マイケル・キートンがやってるんですけど、うんうん、あんま舞台もあんまやってない、スタンダードコメディアンの方なんで舞台芝居あんまやってないんですよ本当に。あ、なのが要するにダメなハリウッドの映画の役者と舞台で本当に鍛えた役者には、うん、そのコンプレックスのズレがあるのが、要するに本当に芝居ができる技術の話と、うん、売れてるってちゃんとお客さんにこう受け入れられているスターは演技の差があるのかっていうところに実は突っ込んでる凄さが、このでも演じてる内容はなんか有名なやつですよね。そう、原作ですけど舞台になったことあんまないんです。あ、そうなんですか。難しすぎて本が、あ、そうだ、それを選んでる時点がさっきってこの陽気な無視がもたらす奇跡なんですよ。そんな難しいもん普通は舞台化しねえよっていう。シェイクスピア的なやつなの、古典なのかと思いました。そしたら古典さんの、レーモンド・カーバーなんで古典なんですけど、難しい本としてこうやってどっちかっていうと散文的な本なんで、これをよく一個の舞台にしようと思うなっていうのがある。それをわざわざやる時点がバカだろこいつと思われてる舞台側からか、でも舞台の内容はそんな描いてないですよね、場面場面だけでして、話はよく分かんなかった、ね、そう、まあまあそこなんです。狙いは彼がいかにそのコンプレックスを向き合い続けるかを舞台として描けるかどうかに、たった3日間の中でどれだけ人は悩んで、頭おかしくなりながら、やってしまったことが成功することがあるよねっていう、さっきのコメディに近いです。ダメな人がダメなりに頑張った時に全然違う結果がもたらされるよっていう、タイトル書いてどうですかね、うちがもたらす予期せぬ奇跡ですから、バカだとかとか、こんなことやるとバカだよと思われるようなことですね、スターが舞台に出て、俺は演技力があるんだっていうことを見せようとするなんてバカみたいなことだから、賢いから俺はやんないよじゃなくて、それすらも挑んでみたらそういうことが起こるかもしれないじゃないかっていう、ちょっとうがった挑戦のことを背中を押してる映画で、ワンカットもだからこんなことをワンカットで舞台として見せたら面白いことが起きるかもしれないようにやったことをすごいって言われたから、なんかちょっと混乱してるぐらいの内容なんですよ。これでもラストは奇跡起きたんですかね。ラスト起きたんだっけね。もう忘れちゃいましたね。そうだね。俺レスラーと同じラストだなと思っちゃったんで。ああ、そうですね。でもあれ以降はあれ以降はあれ以降はっていうのはちょっとあるんですよね。ああ、そういや、ちょっと思い出してきました。ただ以降はどうかなっていう。映画全体の印象がそんなに強くない。すごいゆっくりと自分のコンプレックスとどう向き合うのかを描くってなかなか難しい、だからそれのためにワンカットにしたという、一番困ったことになるのはなぜか超能力者であるという設定をどう処理していいかわからないか難しい。まあ、そこだけです。超能力あるかないかわかんないみたいな、俺は単純に俺妄想にしか見えなかったです。そうです、それをそういうふうに妄想として見えないけど実際やってるシーンがあり、なんだかわかんない妄想にまた戻ったりする、手でできる範囲の超能力しか使わない。あ、俺は完全に妄想
想にしか見えなかったですね。そうそう、だから、まあ、マジ向かいのね、このメキシコ系ラテン系の人たちが、マジックリアリズムの変形版なので、うん、あ、妄想でありながら妄想じゃなくて、なんかの引用だったりする部分があるのは確かなんですけど、そこがね、難しい。まあ、映画だけ見たらもうぼかしてるようにも見えなかったですけどね。そこじゃないですよ。だから多分本当妄想なんですけど、妄想っていうのは多分現実的な解釈で、マジックリアリズムって考えたらそれは別のものの何かであるっていう捉えなきゃいけないらしくて、まあ、よくわかんないですよ、ね、結局どう捉えていいのか、考え方をする人がいるもんですね。で、向こうだと当たり前の作劇方法なんで、なかなかそういうことにもチャレンジしてる。だからハリウッドで大作でそのコンプレックス、舞台役者のコンプレックスをスターを使って描きながら、ラテン系が持ってる独特のマジックリアリズムって文法で勝負するって、実はすごい勝負をいっぱいしてる作品だっていう点で、さっきシナリオのチャレンジを書いてました。なるほど、はい、という3位です、はい、ですね。じゃあ今度の第3位はマッドマックス怒りのデスロードです、はい、最初はね、こんなのはマッドマックスじゃないっつってムカ、ね、ついてた分目から濁ってたことが、曇りが晴れた途端面白いってなって、ね、僕 も, ですもうションベンがちびりそうになりました。僕もこの上に入ってます。こう入れざるを得ないと。そうですね、まあ、2位でも2位か3位か迷ったんですけど、まあ、2位はもうちょっとあの、まあ、ここまでもう分かると、1、2、3位はね、そうですね、その時の気分が最終的になりますから、ね、そう、本当ね、あのマッドマックスだと思わないで見るべき映画だなと思いました。それはあるかもしれないです、ね、あ、そうですか、新しいわけですか、リブートですからね、リブートって感じではありますよね、うん、断然フェリオサの方が主人公っぽいし、まあ、そこはタイトルにもあるから、そう、まあ、そんな意識は、ね、ないんで、あれですけど、このタイトルはフィリオサをサブタイトルに置いてますからね。あ、そうなんだ。フューリーロードですね。フューリーロードってフィリオサのことなんで、まあ、フューリーの女名詞的に言うとフューリーオサ。あ、そうなんだ。あと、まあ、フューリーってギリシャ語で女神の名前なんで。あ、そうなんだ。あの戦車映画のフューリーのことかと。あれもそうですか、女神なんで。まあ、怒りとも入ってるし、あ、まあ、そもそもフューリーって女神が、復讐の女神らしいんで。なるほど、なるほど。じゃあもう、だから本当フューリーロードにすればよかったねって感じですよね。本当そうですね。まあでも看板としてはね、マッドマックスで、あのアクションがね、結局3回見たんですけど、すごい3回見てやっとすごいよくできてるアクションだなっていう。そうなんですよ。ちゃんとね、全部つながってるんですよね。やっぱ本当うまい、アクションのちゃんとアクションで見せる割に構成でアクションが変形していくのとってるのうまい。なんて言いますか、楽しいアクションなんですよね。だからマッドマックスの本気の殺し合いの痛えとか、うわー死にたくねえみたいな、ああいうのじゃなくて、娯楽の方に振ってるなと思いました。だからあの割と初見でマッドマックスなんか知らないよって人が見て見ると素直に楽しめるなって。マッドマックスに思い入れがあるといろいろ考えちゃう、いろいろ考えちゃってね、まあ、変わってますからね、何しろ、はい、まあ、計算ちょっと、ね、時間軸の計算いくとおかしいですかね、かなり、うん、だって警官出してる割にあの時代になってから二十何年って言ってるんで、はい、じゃあ何歳の時にお前警官になったんだって計算し始めるとすごい合わないんですよ。30代後半の設定だろうと思うんで、うん、20年前のはずです。なんかニュークスとかが、あと核戦争後に生まれた設定だそれは、ね、こいつは16歳ぐらい計算になってるとおかしいか、あ、まあ、核戦争後も警官という制度があったかどうかぐらい考えると実際計算合わないんですけど、2045年ぐらいの設定ですから、今ではねもう4回目も終わる前に行きたいなと思うぐらい、いや多分慣れてから見た方が細かいところがよく見えなってしまいました。なんかやっぱ引っかかるものはあったってことですね。最初はもうマックスがね、ダメだこんなやつはっつってマックスがダメすぎるって思ってね、イライラしてたんですよ。不思議だな、アクションしませんからね。あ、そう後半でかっこよくなるうまさがねあるんですよね。うん、どっちかというとマッドマックスのマックスというよりはみんながマッドのマックスをやってる表現と撮った方がいいような、ね、映画には優しすぎるし、まあ、マックスマックスサンダードームのマックスが優しかったから、あ、まあ、その流れなのかなと思ったんですけど、サンダードームのマックスはそもそも大嫌いですので、そう言われます、ね、2のね、犬しか友達がいない、その犬すら雑に扱うマックスが俺は好きなんですよ。あのガキが寄ってきても蹴り飛ばすみたいな、そうやな、そう、うん、本当にあの世界で生きてる感じがありますから、ね、うん、そう、
なのででもね、まあ、そういうのはさておき楽しいので皆さんぜひ見に行ってください。アトラクションムービーとしてもいいですか。素晴らしいね、はい、じゃあありがとうございました。これ出てくるんじゃないかな。じゃ あ俺でしたっけ。はい、はい、僕のサインは始まりの歌。ああ、これは3映画館でやりましたね。まあ、これも音楽映画の当たり年のあれで、これはねオリジナル曲をちゃんと演奏きっちり見せるっていうパフォーマンスとして割とハードルの高いものに挑んでる映画です。まあ監督はミュージシャンですか。そうですよね。まあなんかまあ要は彼氏と一緒に音楽作ってるカップルが女性が、まあ、彼氏が購買バーって行っちゃって捨てられて、まあ、捨てられたのが振られたのかあれですけど、まあ、その後に音楽プロデューサーと出会うわけですよね。そこの表現が面白くてなんか友達のライブ見たら無理やり上げられちゃうんですよね、そのヒロインが。そうそうそう。それなんか、ね、あのデブの子がいい子です。そう、あいつがいいやつなんですよ、ね。うん、で、すごいテンション低くこう演奏してたんですけど、そのヒロインは。で、その後にまたこう時系列後で、うん、あのかつて成功したけど、最近は成功できてない音楽プロデューサーの目線に変わるんですけど、そしたら、その周りにある楽器が、まあ、人がいないんだけど、こう、まあ、その人の目線で動き出して、うん、こんな風に編曲したら、この曲はすごいいい曲になるっていう見出すわけですよ、ね。うん、でそこから口説いて、うん、でも金も出ないから街のあちこちでそう録音場面がすごく長い録音をするという、それが本当に楽しそうだし、ね、この映画は ね、すごく僕も楽しかったんだけど、ね、プロデューサーがね音楽業界長くいるくせに自分が、あの奥さんと別れたり会社を追い出されたりするのが、なんか綺麗事に収めすぎてたところにイライラしました、まあ、もうちょっと泥に手を突っ込めよう、役もやんなきゃ浮気もしないみたいな、奥さん一筋だったのに嫌われてしまったみたいな、なんだよそれって。まあまあそこはファンつけたかったね。そうだ、そのヒロインとねプロデューサーもこう恋仲になりそうにならないところが良かったんですけどね、娘がいましたからね。まあ出てますかね、そう、うん、ギターを弾いてみろよっつって仲良くなっちゃう、うん、まあ、期待の新人の人が、うん、あの、あの映画で出てこない。マッドマックスですか、そうですね。最近まあ、でもね、ええ、すごく気持ちのいい、さっきのその子が、ええ、この娘さん役の子がピッチパーク2のあ、メインゲスト、メインゲスト、やたらムチッとしたいいから、あの、あのケンドリックと対抗する、同じ部に入る、メラードに入る、楽しみですね、それは。まさに音楽映画つながる。なるほど。そうでもそう確かに小泉さん のプロデューサーの意見はちょっと綺麗なやつすぎるんですけど、うん、なんかこれはファンタジーとしてちょっとですね。でもさっきのマークラフォンのパフォーマンスが曲もいいしね。すごいいい曲がね、やっぱミュージシャンがミュージシャンで監督ミュージシャンでありながら、その自分のチームの好きなミュージシャンに曲を作らせて、うん、全然いろんな曲を集めまくってるんで、一、うん、人が作ってる人は異常に才能ありすぎだろうと、うん、もっと思うんですけどさすがに。あの女もっと見出せられるはずだろうっていうぐらいな、そんなトップクラスのミュージシャンが4人も5人使って作ってる曲なので、ちょっとこいつ天才的すぎだと思いますが、それはまあフィクションの難しいところですもんね。まあ、大した曲じゃなくてがっかりされるよりかいいですもんね。大した曲じゃないのに異常に受けてるとこっちもなんか親って思うから、そこら辺が映画の、ね、フィクションのどこにその喜びを見出すかと、これとね対抗する、うん、君の生きた私なんかの一人で作ってる感じの良さがあります。ああ、なるほど。確かに。はい、じゃあ行きましょう。シヌマ監督の第2位ですね。はい、多分これまた多分ほとんど誰も見てないんじゃないですか。はいはい。お見送りの作法。お見送りの作法、なんか聞いたこと、ね、聞いた気がするけど。さっきのパレードのようこと、ああ、日本映画ですか。これはイギリス、イタリア映画かな。イタリア映画。ウンベルト・パゾリーニさんという方が、プロデューサーの方が初めて撮った2本目かの映画ですね。まあ超地味です。だからば、あのいわゆる孤独死をした老人を、うん、その見送る人というか葬式を挙げて終わりってする人が、それはその仕事があるんですか。仕事があるらしい、実際にあるんです。俺も実話ではないんですけど、その人たちに調べまくって送り人みたいなんですか。そうそう、まさに送り人です。だから孤独死の方なんですけど、実際に担当する方が向こうにいらっしゃって、孤独死専門でそれをこうちゃんとやるのを調べまくって、そのエピソードを入れまくったらしいんですが、あまあこのエディ・マーさんという、まあ見ればわかるんですけど、まあ恐ろしくフェチャムくれた役者さん、エディ・マーさんというね、エディ・マーフィーの一文字違い、ね、もう見たことを言ったら忘れないぐらいすごい不思議な顔したおっちゃんがいるんですよ、ミリーの名優の一人なんです
つが、まあ初主演でこれが、このおっちゃんになってから。なのにほぼセリフがもう本当ないっていう不思議なやっぱ役を顔で押していくんですが、まあ、この人もその孤独死を見送るだけあって、まあ、自分にも身寄りも何にもなく、ひたすら見送るんですけど、いいのは、その調べまくるんですね、それで孤独死なんで、その人の家を全部片付けるじゃないですか。お葬式のために、まず調べるのが、その人が好きな曲は何だったかもしれない。そしてその組織でかけてあげて、その曲側まで一緒にいて、じゃあ組織終わりですってやるのが彼の仕事だと思っていて、もちろん最近ねイギリスもちょっと経済が悪いんで、この仕事をクビになる、その部門をあの他の部と一緒にやっちゃうんで、君クビねって言われてしまって、このクビになる間の最後一月の間にもう一件だけこれだけを片付けようって頑張るっていう話になって、まあ調べるからちょっと探偵ものになっていくんですけど、結局その人は実は自分の家の前に住んでる人なんです。ああ、調べて。なんで、調べて、まあ、死んだ時に分かってるんですけど、ただ自分と何が違うのかっていうことを気づきながら、彼はこの、まあ、身内を発見していく中で、もしかしたら自分にもこういう人生があったのかもね、みたいな。まあ、自分見つめ直し者ってね、と思うじゃないですか。実は自分見つめ直さないんですよ、だから。もうずっと自分はそのつもりで生きてきたので、ああ。こういう人生があるから、自分がやってきた仕事は意味があるんだよねっていう、自分をもう一回再発見ではなくて、この仕事は意味があるはずだって、もう一回自分の誇りを取り戻すというか。ちょっとライフに。かなりそういうの。しかも、思えるはさっき、孤独老人を孤独な男が探すので、本当セリフがないんですよ。すごくないのに、そのエディ・マーソンのへちゃむくれのおっちゃんの顔が、それをすごく表現していって、だけど実話が半分以上、まあ、ネタにしている話の割に、驚きのエンディングがあります。それがなかったら、俺が確かに2位にしてないぐらい、地球が、びっくりするぐらい、ジャンル映画としてこれはありなのかっていうのがオチが出てきます。みんなで踊り出せに近いぐらい、なんだこれって。シックスセンスみたいな。もう、あ、実は死んでこれありなんだぐらいのオチが突然来て、ちょっと感動する。続くって終わるとかそれに近いです、このうちで映画って終わっていいんだぐらい、すごくこんな終わり方をしてもこのタイプの映画がありなんだと思うぐらい、まあそっか聞かなきゃよかったぐらい、まあ聞いてもすぐ忘れるから大丈夫でもまあ分かってくれたら逆に納得できるかもしれないです、僕は逆にあこれありなんだっていうので逆に自分がちょっとあ意外と映画ってルール縛られたと思ったぐらい、ああなるほど、でもそうですね、でもそこがあったとしてもすごい素敵な映画なるほど、逆に日本ではそれは認めやすいかもしれない、うん、実はそれについての中でも大ヒットしたらしいです、うーんおじいちゃんおばあちゃんが僕が行った回も満席でしたから、なるほど、年寄りはね年寄りを映画館で見たがりますからね、あんまそうです、なんだ送り人と一緒に、ね、本当にそう自分を見送ってもらいたいんじゃないですかね、どっかでそういう意味でも、はい、おじいちゃん映画としても素晴らしいです。じゃあ行きますよ、はい、じゃあ僕の第2位はフォックスキャッチャーです。高いですね。そうなんですよ、これね、ちょうど見てた時期に岡田斗司夫の事件にすごいハマって言ってました、ね、岡田斗司夫の2チャンネルの情報を見てるといかに自分を偽って生きてきたかっていうのがね、まあそれを全部鵜呑みにするのもどうかと思うんだけどそのね、それの像がデュポンとものすごい重なって見えてね、あーちゃーみたいなね、染み方が尋常じゃなかったんですよ。でもね、本当ね、一歩間違ったら自分もね、自称漫画家だみたいなになって、そうなってなくもないみたいな、ゾッとするところがあるんですよ。あの孤独感たるや相当なもんですね。まあ金があるから余計こじれちゃうみたいなところもあるだろうし、金があっても。幸せにならないんだと思うとちょっと厳しい、いやそこがうまいですね。そんでね、スポンサーとして金出してるせいか一緒に練習するじゃないですか、すっごい弱々しいのに、でも相手がおーやられたやられたみたいな、あの切ない感じとかね、いやたまんねえなみたいな、でもあれはなんかホモを匂わす場面だみたいな、はい、解説読むとあるんだけど、まあ、そこ賢にホモホモしい感じは、あれはねあんまホモとして見てなかった、まあこいつ童貞だなとは思ったんですけどいや、まあ、気抜かれる、まあ、童貞映画としてもねよくできてましたよ、すごい切なくさせる、まあ、そういうわけで染み方が尋常じゃなかったということでも2位でした、珍しく悪役に感情移入してしまいました。そうですね、まあ、悲しくなっちゃう、岡田斗司夫さんがねなぜあれほど自分自らを偽って古代に見せて生きてきたのかというののヒントにもなると思います。いっぱいあるのかもしれないですね、ヒントね、正解はどこにあるのか、まあ、どこにあるか分かんないんだけどすごいヒントは何を捕まえる、悲しみがね分かってくるんですよ、まあ、岡田斗司夫でも悲しみは感じないですけどね、そこにねこの映画になると存在になってますから、存在になって岡田斗司夫事件を
このデメント・ミラーが監督したら、こうなるかもしれないですよ、ね、もしかすると全現実のトーンと全然違う感じで、泣かせるようになるかもしれない、はい、いやぜひご覧ください、はい、岡田斗司夫の2チャンネルと合わせてご覧ください、はい、難しいですけど合わせてもいいはい、じゃあ川崎さん、はい、第2位をお願いします。これはある意味問題作ですね、はい、君が生きた証、ね、これは言ってしまいました、ね、これも、はい、あの三平画館で見ましたね、はい、この2本を並べるともう心がちょっとわざわざくそうですね、まさに裏と作業と光みたいな状態ですね。どれとどれがこの始まりの歌。ああ、そうですね。ハッピー感と君の歌の、まあ、ハッピーなのかも。これはとんでもないね。もしなんならね、それこそ加藤智大が素晴らしい歌を作っていたらみたいな話ですからね。まあ、言っちゃってますけどね。加藤智大。そう、あの秋葉原の連続通り番組。もうどんどん違う、どんどん言っちゃってますけどね。まあね、まだ今のところファーッと差し込んでますね。なるほど。忘れてください。失礼しました。非常に感想を語るのが難しい、ね。まあ一応あの、まあ、広告マンの親父がね、はい、主人公で息子がいて、まあ、銃乱射事件が起こって息子を亡くしちゃうわけですよ。でその後の、まあ、親父の生き方というか、ね、うん、あのね、ちょっと失望してボートで暮らしてて、で、まあ、ライブハウスで曲を発表するんですけど、それを若者のクエンティンって若者が惚れ込んで、うん、一緒にバンドをやっていく、おじおさんってこと50歳ぐらいのおっさんと20代前半の、まあ、前半の50番ぐらいかな、の本当3人若者と50歳のおっさんのバンドっていう謎のバンドが出来上がるんですよ、これ最初見た時ちょっとびっくりしちゃって、いやそうですね、本当に小泉さんとね、これ、うん、あのポッドキャストやったんですけど、後半あんまり頭に入ってない部分が結構あって、あこれラストの歌にすごく意味があるのに、うん、そこ語ってないし、うん、あの自分で小泉さんとやったポスターキャットでこの二人も全然分かってないと思っちゃって、なるほど、まあだからちょっとね、ショックがすごいですよね、この映画のショック度はなかなかないですよ、うん、本当に。まあでもね、大抵の人はそのくらいだと思うんですよ。え、そのくらい。一回見た人って、映画一回見て終わる人って、別にね、そんな映画に慣れてない人間じゃないわけですから。ただ気づてる人も多分多い、うん、それはもちろんそういう人もいるだろうけど、それはそれでケースとしてありだとは思うんですよ。まあでも僕はちょっとね、自分で恥ずかしいと思うんですよ、正直。でもまだ2回3回見たくなる映画では、まあ、マッドマックスの俺がまさにそれですよ。まあその通り濁った目の人間です。余った人は、ね、人生変わるぐらいの映画ですよね、これ。今日あの見に来てくれてる映画ライターの村山明さんは、まあ、もうすごい激推ししてくれてしたと。あ、そうでしたか。これ監督が俳優のウィリアム H メイシーなんですけども、ウィリアム H メイシーズってバンドも組まれたぐらいの、そんなに浸水してるんですね。いい役者ですよね。いい役者ですよね。老犬みたいな顔してますけど、若い時から脇役の本当にダメです。ちっちゃい役から始めて、これがまあそうですね。だから構成がちょっとね、うん、びっくりするところがあって、うん、まあまさかの映画は全然違う、そういう映画じゃないですけど、例えばその構成に割と批判する人もいるんですけど、まあ そうですね、それはでも確かに、まあそんなこと言ったら、だってシックスセンスだって、まあ、そういう映画じゃないですよ、これは。でも、あれだって最初に死んだってのを分からした上で描いたっていいじゃん、別に、うん。それね、見返したらね、シックスセンス、全然面白くなかったですけど。知ってみるとね、意外と普通の映画ですよ。だから、あれはちゃんと分かって描いたら、それなりのまた組み方もあったと思うんですよね、うん、描き方とかね。分かってんだったら分かる組み方がある。そうそうそう、分かんないように撮ってるから、っていうのもあると思うんで。サイコもね、妻と一緒に見たら妻がすごいびっくりしたんですけど、はい、何も大して面白くなかったです知ってるとそういうもんですよ知ってる時の衝撃、まあ、でもあれは広いんだと思った人は途中で死ぬのがびっくりするのがあるじゃないですか、いろんな様子がね、それ初めて見たらそれはびっくりしました。もう飛び上がるほどびっくりしましたよ広い死にますかなりますよ、それは。これはまだそこがどうしてもね、それでちょっと頭一瞬真っ白になったっていうのと、前半であれ俺 見逃してたんだっけっていうのにちょっと混乱して、いろんな大事なものを見失ってて、で見直してみたら本当そこはちゃんと細かく分かるように描いてるし、じゃああの問題はどうですか、あのそれ主人公と一緒にバンドをやる若者が、クエンティンが、ピュアボーイすぎてイライラする問題それはだから散々あのポッドキャストの時語ってるんですけど、それは知った上で聞いてたら、
ていうのとあるから、別にあれはああだから怒ったとかじゃなくて、まあ、これもネタバレなんか言えない、まあ、そっか、まあまず難しいですね、まあ、騙されたとか、その要はそれは観客の気持ちと同感なんですよ。なるほど。その感動したこと してしまったことにショックを受けてるという、うん、逆のね、逆のいろんな感情が生まれる。最初からそういう人が作った作品として聞くのと全く違うじゃないですか。だから逆に言うと曲そのものに感動してるわけだから、うん、だからそこは別に彼は間違ってないと思います。なるほど、うん、難しい。これも何の話をしてるんだか全然わかんない、ね、ぜひぼかして映画を本当、ね、こう見た人ご覧ください。進めにくいんだから、どこがいいよって言いづらいっていう。いや面白い映画ですよ。いい分を言うと全ネタバレにもなるし、そうなんですよ、ね、いい部分をぼかしていきにしてたら、嫌な映画になる可能性も十分ありえるし、そうなんですよね、こうすごく難しい映画だけにヒットは向こうで何もしなかったらしいんですけど、俺も今年一番の手探りの喋りでしたよね。このいや、何にも言えないですよ、ね、シックスセンスの衝撃をもう一回っていうぐらいの本当に変な衝撃はあります、うん、全然また違うもんですけど、まあ本当そういうタイプの映画だと思って、もう僕は2回しか見えなかったけど、全然もう一回3回4回見れる。なんかね、ミリアムシが役者さんなんで、うん、もう出てる役者さんのこうレベルがもう違いすぎるというか、うまい組み合わせを本当にうまくやってるので、アンテルチも微妙に売れてるようで売れてない役者ですけど、向こうではそうインディーズの主演作があったりとか。なるほど。最近でもこれ、ね、クエンティと若者がね、アンテルチは、まあ、知らないサミネタの4でね、カイル・ニースだったりとか。へえ、大役じゃないですか。あれですよ、あれでもやったら、スター・トレックでもちゃんと、クルーの一人やったりとか、そうです、ね、脇で結構変身しちゃうんで、気づかれにくいですけど、なかなかの一緒なんですよね。本当にうまくて。これもだから、すごい良かったです、このクエンティンで。やっぱ難しいと思うんですけどね。彼の主演作の、バートレットのトイレ相談室という、まあ、佳作があるのをしてきますけど、素晴らしい役者です。これは本当、最後の、まあ、親父がね、演奏するんですけど、その歌詞が本当にいいんで、分かってみると、そこで僕は目が濡れましたよ。あの歌は3日しか見たんですけど、彼が作った歌なんですか。これはね、まあ、要は、曲というよりは詞は、まあ、評価ですよね。ですよね。あれ、そう、微笑もないんですね。まあ、前半後半っていうのは、言わない、それがね、それが分かると本当、ってなんですよ、ね。なるほど。ということで、これは本当はリピート視聴ができる、まあ、だ DVD とかでのがもしかしたらいいかもしれないですね。繰り返し見る。そうですね。という映画でした。はいはい。じゃあついにやっときましたが、はい、上半期第1位です。まあ、あんだけ話したからもうほぼ分かってる。そうですね。もうここで入ってしまう。はい。マッドマックス怒りのデスロード。もうあと何個話すんだってなってますけど。はい。まあ、僕は当時68歳、67、9歳の3位でした。話すことがありすぎてね、ジョージ・ミラーの、狂気のジョージ・ミラーの、まあ、一番有名なのはジョージ・ミラーが68歳って言いますけど、このカメラというジョージ・エルホールもこの時に、69歳という、69歳コンビが撮ってるって恐ろしさの、こんなアクション満載の映画を、もう死にかけてるおじいちゃんかもしれない70歳がガンガン撮ってる強さにも感動しますが、まあいわゆる日本、まあ、アメリカでいうと三幕ものと言われるぐらい、三幕で構成するのが基本なってしないように、はい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 、日本であんま、まあ、日本でも最近使う人が多いんですけど、まあ、ベースラインと言われる三幕ものの構成があるんですが、じゃないんですよ、これ。二幕ですかね。二幕ものなんですよ。正確に言うと、行って帰る。行って帰るものって、これ実は昔々の生きて帰りし物語、宮崎さんが大好きな、宮崎駿が大好きな、古典のシナシネマの時のギリシャ神話とかよくこれをやっている、すごい古いスタイルの作劇方法なんで。これ一応知ってると思うけど、一応ストーリーざっくり言っときます。一応だから、マックスはまず流れ物なんですよね。はい、ちょっと西部劇に近いから、ね、核戦争後の世界、終末世界でもう無法地帯になってると。でもある村というかあって、まあ、仕切ってる、謎の集団がいると。イモータン城の国があるんですよ、水を取り合ってるんですよね、水をもう独占してる、水とガソリンと、まあ、食い物がない世界なので、でまあ、女なんだけどレプチンスという隊長のフィリオサってほぼ独占してる、はい、でもフィリオサって女の隊長がいてもシャーリーズ・セロンがいて、うん、まあ、コウミ女って言われてる5人の女がいて、うん、その5人の女をフィリオサが逃がすって話ですね、うん、でそこでマックスが合流する、妊娠してるんですよね、マックスはいきなりそいつらに捕まって輸血袋にされる、
ですけど、核兵器でやられて原爆やられて放射能やられてるんで、うん、若死にするから吸血し続けて血を気にしてちょっと長生きしようっていう、全員がん患者みたいな感じなんで。でマックスはなんかまあ過去に開墾があるわけですね、捨てなかった子供がいて、あそこもちょっとマックスとしてイライラするところでねトラウマ背負ってんじゃねえよマックスがよって思うんですよ。それが分かんないな俺でも。でも一応2もそんな感じなわけでしたっけ。時間設定的には2の前らしいんですよ、あイメージでは、まあ、ジョージ・ミラーが言うには1だったらね、子供はね自分の子供を守れなかったっていうトラブルはね、一応復讐の。うちの息子だったんでね、あの娘は何なのかっていうのが、うん、漫画で書いたらしいですよ。あ、そうなの。ジョージ・ミラー監修した。ああ、漫画版がからの前編があるんですよ ね。なるほどね。そのせいで女の子なんですよ。あよくわかんなくて、一緒に見てたけど、あれ息子だったよなと思って。あの娘は娘ではないらしいんですけど、でも、うん、でも吹き替えだとパパっていう字幕が出るんですよ。あの砂漠でマイクを見送ってる時に出てくる娘は、パパ行かないのみたいなこと言われるので、だからうーん娘になった設定になったんだって納得してたんですけど、後で調べると違うらしいんですよね。なるほど。日本版の吹き替えなのか、パパって別の人がいるのか、うん、僕だから多分お二人ほどもともとシリーズにそんなに思い入れないせいで入っちゃったのがありますね。あのね、子供小学校の時に、まあ、ブルース・リーとスター・ウォーズとマッド・マックスがテレビでやるって言うと、もう何、その週間1週間ぐらいずっとワクワクして見てたみたいな。そうまさに今までのターミネーター2レベルのマッド・マックス2というショックがあったので、だからそのマックスのキャラに対するのもあんまり強く記憶がなくて、だから逆にこの映画のだけで見ると、僕はすごく渋い、かっこいい、寡黙な男で、はい、でしかもその要はその開墾とかトラウマみたいなのを抱えてて、うん、それを無条件その女たちを助けることによって復活していく、うん、単なる輸血袋だったやつが、うん、他人に輸血、自分の意思で輸血までして、一人の男として復活していくっていう、そこはグッときましたけどね。吹き替え見てないとあれですけど、字幕版は字幕少ない割にちょっと雑なんですよね、字幕が。あのニュークスが初めてあの木にワイヤー仕掛けて初めてマックスを認めるシーンはブラザーって呼んでるんですよ。でも字幕は輸血袋って書いてあって、下に見てるんですけど、あそこからブラザーって初めて呼ぶんだろう、仲間だって認めるっていう、すごい短いセリフでよくしてるのに、ああがっかりする。英語で聞くとブラザーだ、ブラザーって呼んだ時に字幕で輸血袋って下に見てるみたいだな。そうだっていうのは結構細かく間違えて、雑にして分かりやすくしすぎちゃって、で吹き替え版どうってか知りませんけど、字幕もあんな字幕少ないのに雑なのかってのはちょっと残念な、そうか、まあよくねみんなツイートとかしてる中では、字幕なんかいらねえぐらいセリフがねえぜって感じますけど、吹き替えがね、まあ、問題になって、ね、エグザイルのアキラさんっていうのが批判の的になってたけど大して喋ってない、セリフ数えると30いくつしかないわーみたいな主人公30いくつしかない、まあ、エグザイルはわざと集めたのかってぐらい大根集団ですから、そう、まあパフォーマーですから、役者じゃないのにやらされてる彼らもどうかと思うんですけど、まあそうですね、受けちゃいけないんだと思うんですけど、でもそういうで、セリフ喋らない主人公の割にはさっき言ったそのなんだっけ、アクションがだんだん興奮できるっていうのも、そのこれ多分島監督もねツイートで言ったんですけど、バスター・キートンのなんだっけ、大列車、そう、バスター・キートンのキートン将軍と昔のやつが、キートンの大列車強盗、で、まあ、バスター・キートンって言ったら要はジャッキー・チェンの元ネタの人ですから、ね、先生それを見たことがないですよ。あの素晴らしいアクションがいっぱい、ね、だから特にラストのシーンなんか肉弾戦が多くなって、うん、だんだん増えて、バスター・キートンも2時間アクション見せるために、うん、最初はゆっくりのアクションからだんだんと自分の動きを大きくするようにアクション設定を構成してた人、ね、カーチェイスだけって肉弾戦がいって、最後はカーチェイスと肉弾戦が混ざるとか、あと集団に追っかけられることによってすごくアクションが広がるようにするっていう構成をする人で、このさっきの大列車強盗も最初は列車だけ追っかけてるから、列車だから太平隊だけだったのが敵の基地から戻るんで、今度は軍隊から追っかけるようにちゃんとこう、あ、当時大列車強盗はすごい批判されたんですよ、あの行って戻るだけだあところが、後で分析できるビデオになってから見ると
時間通り戻る、同じことを繰り返されるんだけど、さっき言ったヒートンのアクションを広げるっていう構成がうまくいってて、最初ちっちゃいアクションだったものが帰り道と同じ時になるのがでかくなってもう一回やるから、こっちの横がすごくでかくなって、だから2回3回見るつもりで撮ってるのが、当時は1回で見るのが当たり前だったんで、こんな緩いアクションが最初見せられた後、後から来たって長いだけだって批判されまくったので、急に大傑作にリバイバルされてから変わったっていう映画でもある。観客が追いつかなかったわけですね。そういうところを撮った人たちのやる、まさにこのそれを再現したんじゃないかっていうぐらい、まあ言うてみよう、オチなのか、あれたちが言いづらいところですけど、まあ、ね、まあ、そんなのね、分かっても何の魅力も損なわないですよ、ね、それぐらいですもん、これだからね、最後の本当ラストもね、あっさりしてるのがいいですよね、そんだけ命がけで戦った2人のフィリオサとマックスが、本当アイコンタクトだけで、いや、ね、その前にね、名前をね、の問題があって、あそこがね、すごく、うん、その時の表情とかいいんですよね、泣けますね、名前重要、そう、そうそう、名前がね、結構やっぱ重要で、確かに、最初に、そのシナリオ、じゃあ、こうシナリオじゃなくて、あの宮崎さんと一緒で絵コンテしかないタイトル作り方をしてるんですけど、もうそうとは思えないぐらい最初と最後はちゃんとくっついてる、見直した後もう一回多分絵コンテでそれを作り直していったんだと思うんですけど、すごいシンプルにしたことがたまたま別の発想もあって、完璧なシナリオになってるという、なるほど、設定間違ったんですね、さっきみたいに歴史上の時間軸考えるとちょっと間違ったりもありますけど、まあ、なんかどうでもいい、まあ、作り直したのかなとかいう感じもあるかもしれないですけど、ね、それは置いといても実はシナリオも素晴らしい、さあ、はい、まあ、いいですか、まあ、正しく長くないのに、はい、いえいえ、じゃあ僕は、まあ、あっさりいきますけど、チャッピーです、出てきましたが、はい、まあ、子供ですよね、そうですね、あのね、子供のはもうあの里親映画なんですよだと思いましたまあ、すごい感動して2回目はこれはもう妻にも見せなきゃいかん、あの去年の12月から5ヶ月の赤ちゃんをあのうちで預かって、本当の親子じゃないんですけど親子のような生活をしています。で妻も子供すごい可愛がっているんですけど、チャッピーではね、もうあの赤ちゃんとしてね、ロボットが登場するんですよ、で育ての親がね、とんでもないチンピラなんですよ本当にダメだ、ギャング3人組がギャングで役を奪って売るぞみたいな、名前がですね、さっき忍者、忍者とヨーラン人、アメリカですからね、どんな名前なんだろう、アメリカアメリカですか、名前がそうでね、バラバラ、何が感動するかっつったら、あんなクソみたいなカスのチンピラがでもちゃんと子供を愛した親になって、最後は子供を助けるために命すら捨てるまでに至るんだってことで、もうね、泣けて泣けて、疑似家族ものとしてはね、本当にそうですね、いいベタに本当にいい、ね、そうなんですよ、まあ、あまりに感動しすぎて、この俺は目が濁ってんのかなって、もう一回見に行ったらやっぱもっと感動しちゃったんですよ、ただ自分がそう感動したくて感動しに行ってるだけなんじゃないかでところがね、妻に見せたら、あんな親はとんでもない、チャッピーがかわいそうだとしか、まあ、そらそう、ほんと言うよ、まっとうだな、そんなことしか言えなくて、やっぱ男の映画は見せちゃダメなんだって思ってね、だってね、あのチンピラでもちゃんとね、親になってるところが素晴らしいのに、子供があんな環境で育てられるのはもう耐えられないっていう感想なんですよ。いや、全くもってその意見は分かりますけどねまあ分かるけどロボットだからあんな感じなんだ、なんかうちの子がいきなり関東連合にさらわれて育てられてます、ね、そう、でも去年ファイなんかオレオレ詐欺集団で育てられるみたいな、そういう状況ですよ、確かに確かに、特にあの連れてかれて置き去りにされてところとかもひどすぎるなって火つけられちゃってね、ランクの真ん中に置いてそうだけど、まあ そういう人もいるけど、俺はね、もう全国の里親の皆さん、ぜひこれを見てくださいと思いました。この内容なのに残酷シーンがカットされてる。あ、そうなんですよ。ラストもね、なくても十分泣けて、でもまあそこはそこで見たいですね。うん、なぜカットしたのかっていうのは残酷なんですけど、すでにね。十分残酷なところいっぱいある。なぜかそういうことをするんですよね、きっと。はい。はい、ありがとうございました。
さあ、あとじゃあちょっとね、補足をさせていただきたいんですけど、ちょっといいですか。充実のパフォーマンス映画っていうので、パフォーマンスの種類をカバーとオリジナルでどっちが優れてるかっていうこともないとは思うんですけど、カバーはカバーなりに難しいことがあって、表現としてあのいい悪いはないはずなんですけど、でもやっぱハードルが高いのってオリジナルじゃないかと、まあ、僕は創作者として思うんですよ、うん、みんな知られてないものをいきなり提示して、うん、それで人の心をつかむ。カバーってやっぱ ね、スタンダードだったり、うん、定評があるものだから入りやすいっていうのがあって、そこでね、始まりの歌、君が生きた証、みそのユニバースは、まあ、赤犬のオリジナル曲、オリジナルの表現にすごく取り組んでて、頭が下がるなっていうこの3本、カバーでも、でも良かったな、ピッチパーフェクト、セッション、唇に歌おう、アンジェラ・アキの手紙、幕が上がる、バードマンも、まあ、多分カバーかなと思ってこっちに入れたんですけど、ね、そういった充実のパフォーマンス映画、パフォーマンスがめちゃくちゃ良かったですね。そう、まだ他にもあるかもしれない、見てない、いやー、いっぱいあります、恐ろしいぐらい、まあ、ものづくり映画と言ってもいいかもしれないんですけど、あ、そうですよね、なんか作り上げていくような、ね、そう、作り上げていく感動とか ね、そう、すごいいいんですよね、だから感動しやすいというのもありますね。そうですね、じゃあ、あと、あの、あ番外寄生獣とか海町ダイアリー、 あと駆け込み女と駆け出しのところ結構よくなって、うん、あとポックスタッチャー、隠れた子もう今が言わないだろう、はい、ブルーリベンジとか、また地味な、あ、あの地味な昔の館でやって川崎さんに見ましょうっつったら断られたやつ、超地味な復讐だ、 あれだ、あのアンドリュー・ラウンのやつでしょ、違うんですよ、あれ違ったっけ、それじゃないですよ、この違いますよ、アメリカのもう超インディーズ監督がカメラ自分、脚本自分、主演は違うか、一応主演はコンビのやつがやったダメな兄ちゃんが親父と奥さん、お母さん殺されたやつにギャングに5人しかいないギャングに復讐する話だった、一人で刑務所が出たからって何も修行もしてないただの兄ちゃんがすごく考えた作戦で復讐をするんですけど、まあただ考えただけなんで、まあ雑な状態が、でも、あ、多分本当に復讐するってこういうぐらい覚悟していって失敗していくんだな、で、その1個一点突破でやろうとするんで大失敗から始まるんですよ、の割に復讐を続けてる間に復讐に長けてくるって謎の映画で、学習して学習していて復讐に長けてくるのかけ方がテクニックじゃなくて覚悟ができていくっていうすごい映画で、気持ちの方の超低予算映画な割にその人間が覚悟したらたった一人が5人のギャングと戦えるんだっていう、その自分の話だったった一人がギャングと戦うだけの話ですが、そうです、ね、そこで最後ちょっと、うん、ちょっと感動するんです、微妙に隠れた脚本のうまさを感じた。シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア結局なんか評判があんま良くなかったから見に行かなかったんですよ、はい、まあ、これもモキュメンタリーですよ、ね、これもモキュメンタリーです、本当にヴァンパイアが現代生きていて、うん、5人で暮らしてたらってだけの映画が、うんうんうん、200本ぐらいネタを撮ったらしいんです、実際に。それを編集して60本ぐらいでまとめてるっていうネタ映画です。ああ、そうですね。ですけど、その100、200本ぐらいやった中のベタな、ベースのベストのネタが出てるので、40分ぐらい確実に飽きません、どんな人でも。恐竜と、あ、吸血鬼とオカメとか好きな名前ですけどね、もちろん。はい、じゃあ僕の、他にも大変面白かった映画。橋沼監督がフェイスブックで進めてたフォーカス、あー、これは楽しいです、ね、面白かったですね、トゥモローランド、これ俺は ワースト級でしたけど、ね、まあ、嫌なところもすごいあるんだけど、やっぱあのね、女の子のロボットがむちゃくちゃ可愛くて、あれだけでももうすごい突き抜けるものがありました、トゥモローランドのシーンだけで OK、 あとはもう、そう映画だと思う白氷の殺人、これも俺7割寝ちゃったな、そうです、眠くなるんだけどね、映像がすごいかっこいい、中盤からあの刑事がちゃんと動き出してからいい映画、うん、もうでも俺もうとうとしてあんまちゃんと見たとは言えないんだけどなんか見終わってあ、ちょっともう一回見なきゃいかんかなみたいな、中盤から時間が4年後になるんで、そっからすごくいい、トゥエンティートゥジャンプストリート、アメリカのコメディ映画ですごい面白かったんだけど、トゥエンティワンの続編だって知らずに見ちゃってなんかちょいちょいちょい前は高校に行ったってすごい言うけど何のことか全然分かんなかった高校に21歳で高校に転入所する経験が続編で大学に転入所するって話なの、いきなりそこに読みちゃった、続編から存在を知らなかった、すごい笑ったんですよ、面白かった、ピッチマーケットとどっち入れようか迷ったけど、これは
はもう後半が最高に面白い。すごい面白い。アクション映画としても面白いですし、続編でこれをやっちゃっていいのかぐらい面白い。海にかかる霧、韓国映画で、はい、船の中で。すごい大変な事件が起こる。最初ね見た時すごいね、うわもうなんか嫌なもの見たなって思って、もう嫌いだなんだくらいだったんだけど、なんか日が経つにつけてやっぱあれはすごい傑作だったんだって、もうすごい覚悟がすごい、表現の覚悟がすごい。そうですこれも。さっきの君と。三木隆に近いぐらい今日これも実話なんです。実際起きた事件を元にしてるの、ね、ですね。すごい面白かった。後半はフィクションですけど、うん、まあ、ドン引きしますけどね、ドン引きします。あとねアベンジャーズ中盤のドン、アベンジャーズエイジオブウルトロンすごく面白かったです。これさ、新潟版でこの前あの南君と撮ったので、もうちょっとした編集してアップしますので、よろしくお願いします。面白かった、いやこれね、あのヒーロー映画として踏み込んでいけないところを2箇所触れてるところがあって、そういうところもね、うわいいのかなみたいな、タブーに触れてる感じがね、あってよかったです。大声が主人公、そう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 、地味っちゃ地味ですね。一番地味な主人公、そこがいい。超大作で超期待されてる作品の主人公が一番地味なやつ、チャレンジをした。ちょっとね、映画だとアイアンマンが主人公っぽいですけどね、もちろんそうですよ、それは映画みたいな、それは主人公、まあ、要は作品していく感じ、まあえて言えば層が見せ場少なかったかなぐらいだね。なるほど、本当に。はい、というわけでこれらもおすすめです、はい、ベスト10級、まあ、パラッとした感じで、はい、ということで、じゃあ第一部ここで一旦終了としましょう。休憩を。じゃあ島監督お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。後半はカセット館後藤さんと新潟から南拓郎くんの登場です。ちょっと二人にじゃあ座ってもらって、俺もそうですね、ちょっとトイレ行ってきます。4人はどう狭いのスタンダードタイム腰が、あいいんですよ、それがいいんですよ。今こんだけ被ってるように見ると実は3本しか被ってないから、結局いや俺だって被んないですもん。もうそれに君が来たから本当に最初話せないです。僕実はこれ入れてないけど、ワイルドカードは全然20のことやってますから大事です。ねえ、素晴らしいです。ちょっと違う、今選んでるのは職業柄こうなることもあるんで、いやもちろん好きでこれが1位ですけど、クライマックスではないんだ。でもあのさっきあのアベンジャーズが入ってたんですけれど、ちょっと納得できたね。ダメクタはありますね。足場できたりいるからよく特徴もありがとうございます。多分あれも多分早すぎて2枠で読んでるから足りてないだけで説明してんだと思うんですよね。あと一番ハッコを作る時の感覚がないと思うんですけど、まあね、役者変わってからないですからね、実は。後半よろしくお願いします。何日探されますか？4泊で、4連泊でね、全部。あの7000円ぐらいで泊まれる宿があったんですよ。あ違う、7000円じゃなくて1泊7000円で全部で3万円なんですけど、だから今年すごい高くなるなと思って。そうです、僕答えられてなくて1日は無理だったので、3月泊まろうかな。3月、ああもうなんかどうしようかと思ってたんですけど、もう1年に1回しか遠出しないからいいやって思って、外国行くと思えば今年はもうなりました、サポーター。なりましたか。もういち早くなりましたよ。もう募集開始と同時ぐらいに。あれで意外とでも、前のアベンジャーズ、DVD に直すと、今年楽しみですね。今年は楽しみですね。もう2日間は通えないので、後半の3日か4日ですね。最終日は行けないんですよ、家の都合で。最終日は、空の大怪獣9と、知らずかのトーク。初日は僕悪魔の生贄好きじゃないんですけど、悪魔の生贄、あそうなんですか、普通に好きなぐらいなので、その悪魔の生贄だけのために絶対っていうのがないので、初日は多分すぐすると思います。うーん、多分あ、ちょっと何ですか、確定じゃないですか。
中国映画の主人公今年初めて野外映画祭が見れるかなと思ってちょっとキングコングです、ね、僕はシナリオコングで見るから見てます。キングコングもね別にそんな見たいわけじゃないんだけど多分素朴な映画だろうなぐらいに。そうでも金沢映画祭の野外を体験したいっていうだけなんですよ。野外であるって全然その客層の人と違いますよ、普通にタダだからって普通に地元の人普通に子供とか人とか言ってたさん、どうもありがとうございます。血液袋って、はい、あ、そうですね。ブラッドって言ってる。ブラッドバッグって言ってるんだ。言ってるんですよ。小松さん、甘いヒアリングが失敗してる。お店に行ってたっていうのが。俺もブラッドだったかなって思ってる。俺、バッグって言うとことだけ、なんか聞いた覚えがある。で、一応、今、英語のスクリプト調べたら、小松さんなんですよ。俺、間違えてました。確かに聞くと、ブラッド。でも、それっぽいですよね。こと的には。田中さんじゃん。中村さんかな、中村であってなんかそれで訳してから違う、福田さん、福田さん、福田君ね、福田君ね、あれは面白いでしょ。そうですか、そっちの解釈の方が美しかったでしょ。あまりに、ニュースが変わりすぎたのかしら。友達なんですけど、15年くらい俺の解釈の方がいい映画だって言われます。後半これをこう直したのよ。俺がバイト、必要なものこのバイトを仕切ってたせいがある。あ、そうなんですか。確かに自爆ちょっと間違いましたね。いろんなことにちょっとずつ超怖すぎる。第2弾見ました。まだ見てない。来月どうせ DVD 出るんで。ワンもそうです。ワンもそうです。その手が金銭的に見えないと。なんか一緒に南根さんとか見るメンバーで、今回そこは見合わないから、劇場、まあ、うのうの見ましょうってことになったんですけど、カメラで DVD 出ますよね。DVD には簡単に特典映像が壊せきつるし、壊せきつるしが全然見れないですよね。DVD 買った方がいいんじゃないですか。結構あとまあ席が座りつけるんですよね。そうですね。最終章は見に行ったんですけど、ショーの1は見に行かなくて、ショーの2ももう何週間ぐらい起きてるの。むしろああいう一人でなんとかしてるな。あーって思うね。多分芝居された最終章だったら、その役ですか。その小さい使い方。あのセリフ少ないですか。ガヤガヤしてるから大丈夫。ゴミみたいな車に住んでるんです。じゃあ、そろそろ南部行きましょう。南部、そろそろお願いします。バッテリーをつなぐの。そして殺しに行く。中央は。あ、じゃあ南部君、ここいで。トイレにいるやつ後ろから。お前、これしか考えないよ。普通の人がやったらこうなる。あれは私の予算がないから、一番いい何だったら。よし、こうなるぜ。じゃあ第2部始めていこうと思います。はい、こういうものである。ちょっと感動する時間、ちょっといい話、いい映画がそこまで来るんだ。このお姉さんの諦めようがさ、はい、これは出しっぱなしなんで。はい、わかりました。じゃあそろそろ第2部始めたいと思います。すいません、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、はい、第2部は新潟の映画好きフリーター南拓郎くんがなんと今日は新潟から高速バスでわざわざ夜の昼寝に現れました。頑張りました。はい、で、金沢映画祭スペシャルでおなじみのカセット館後藤さんです。はい、後藤でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは早速いきましょう。あ、おのおの上半期は何本ぐらいご覧になったんですか。いやもう全然見れてなくて、20ちょっとぐらいですかね。メディア大したもんですよ。いやあんまり見れてないんですよね。だからちょっと10本の中で反則が2本ぐらい入ってまして、ちょっと、はい、申し訳ないんですけど、まあ、ただそんなに DVD を含めれば今年出て、もう今年 DVD になったやつまで見てるのあればまあまあ見てますけど、そんな意味で、だから先ほどのお三方も、まあ、俺はそうでもないんですよ。
あ、そうそう。月10本ぐらいずつ。映画館で。そうですね。それがすごいですよね。なんか若い時に遅れを取り戻すような。そうなんですよ。若い特にね、20代の後半はね、映画館で見るのを制限してて、今それすごく後悔してるんですよ。90年代の後半。そう、映画館をその時やってる時に見に行くのが一番いいんです。絶対そうです。絶対そうなんです。つまんない映画でも何にもそうなんです。うん、後で絶対後悔しますからね。だから僕あのゴーストライダーついた映画館見に行って後悔したんですけど。え、ゴーストライダー2、大して面白くないじゃないですか。でもあれも当時映画館に見に行ったってのが大事なんですよ。あ、そうか、ゴーストライダーの1はね、DVD で借りて、早送りって言わせてつまんなすぎて。見なくてもいいですよ。チャプターで飛ばして。2はね、評判が良かったから映画館行ったんですよ。面白くないですよね。大して面白くなかった。誰がみんな褒めてるんだ、誰の褒めてるんだ。多分なんかカレーを配ってたんですよ。僕が見た時に。あの、かける20番のリーっていう、あの、ブルースリーの歌詞やってましたね。あれをただで配ってて、まあ、それ得した。それぐらいでしたね。なるほど。さあ、じゃあ行きましょう。ょうはい、じゃあ、南くんの第10位からお願いします。はい、10位なんですけど、はいはい、はっきり言ってお勧めしません。あ、そうなんですか。つまんないです。つまらないを超えすぎて、逆に進めるんじゃないかっていうぐらい、ダメな映画です。一周回って傑作みたいな。レフトビハインド。あ、レフトビハインド。ニコラス・ケイジ。ニコラス・ケイジの、はい、もうこれを見たら、まだウィッカーマンが面白く思えるというか、ね、さっきのね、あのゴーストライダーの流れで言うと、ね、ニコラス・ケイジはたまにね、とんでもないつまんないのにしょっちゅう出るっていう、ね、去年のトカレフ枠といいましょうか。トカレフもつまんなかったな。トカレフもバンコク・デンジャラスもこれ見た後はもう面白く見えますよ。でもなんか悪魔と変な契約地地獄に行くドライブアングル面白かった。ドライブアングル見てないですね。ドライブアングル面白いですね。まあ本当ひどくて、ね、たまにでもね傑作にも出るので油断ができない。映画予告見たらあの監督の名前も出てないわ、脇役の名前も出てないわ、出てるのはアカデミー俳優ニコラス・ケイジとしか書かれてない映画、これ香ばしいなと思って。レフトビハインド。で、うん、人間消滅ってあのリメイクなんですよこれ、レフトビハインドって。でその人間消滅もかなりとんでもない映画だったんですけど、それよりとんでもないってもうすごいなと思って、いやまずニコラス・ケイジを応援できない、この演出はなんだ、世界が崩壊してる割にあのスーパーが破壊してるシーンしかない、音楽が流れるんですけれど、メントスの CM かっていうぐらいなんか、なんかあと、CM 感が強い、音楽が合ってない、何でしょう、世界が崩壊してるはずなのに女の子一人で歩けてて街が全然火事にもなってないし、普通にトラックが走ってるシーンがあるし、なんだこれはって思うような映画なんですよね。まあ地雷集しかしないから行かなかったですよ。いや逆にここまでったら面白いなと思って。いや今日見に行った人の話聞いたら満席だったんまあでもね、お客さん、あの隣にカップルがいたんですけど、何これっていうのを最後に言ってたんですけど、チャンスは見たんですか。見ました。世界が破滅する映画ってね、時々夏になるとやるみたいな。世界が破滅でもないんですよ。あ、そうなんだ。あの人が消えるんですよ。で消えた人の理由がもうとんでもなくて、はい、うん、まあこれオチになるんで言わないですけれど、どうせ多分聞いてる人誰も興味ないから言って大丈夫だよ。あ、そうですか。公開中さすがに、まあ、最後まででも結構と割と早めに分かりますよね。そうですね。あれは原因はリメイクだからね。だったらもう言っちゃってもいい。神様に信仰してなかった人だけ残されて、消えた人はあの全員天国に行ってて、ラプチャーの呼ばれがあるんですよ。これから地球が崩壊していくんで、あの消えなかった人はこのまま地獄に行くっていう話なんですけれど、キリスト教原理主義の人が作ったのかな。ただタイトルはレフトビハインドですよ。置き去りっていう意味なんですけど、ただそんな映画見せて俺キリスト信仰しようと思いますか。なんかそんな、なんか全員救ってくれない神をなんか崇拝するのかっていうような、なんかよくわからない映画と、で飛行機の中のシーンなんですけれど、なんかアンビリーバボーのセットみたいな感じで平坦に撮ってあるんですよね。なんだこれはっていう。で見ているとだんだんなんかフライディングハイを見てるような感じになってきちゃって、
いやひどいっていう、うん、まあここまでひどいと10位に入れていいんじゃねえかなっていう、うん、そんな感じの映画でした。幸福の科学がしょうがないです、その感じです。ああいう感覚だと思うよ、あれを金を使って撮った感じですね。で信者は見に行くから、あのボクソイスの1周目だけ3位ぐらいに入るみたいな、で2周目でガクンと下がる、そういう映画、そういう映画です。 それを一般の名の関係のない人が果たして見て楽しいと思うかどうかみたいな、そういう見方として、あのツタヤで80円で借りられるようになったら見てくださいっていうぐらいですか ね、あの絶対劇場で見ないでくださいっていうぐらいの、10本借りて1000円とか、そういう日に1本で取らず入れておくみたいな、それぐらいでいい。新潟だったら、あの1円セールで借りてもちょっと悩むぐらいの映画だと思うんですけど、ビデオは1円、まあ、5円パチンコになっちゃう、まあ、とりあえずこんな映画もあるっていうのを俺が知らせておかないとダメかなと思います。ニコラスケンジだからといって見に行かないようにと、まあ、見比べたらゴーストライダー2なんか1万倍面白い、まあ、そうですね。ゴーストライダー本当にまともに見える映画ですね。あ大概ですけどね、まあとりあえずです。これ、はい、後藤さんの第10位お願いします。はい、先ほどのね、ベストデイの後だとちょっと、ね、はいはい、心引きもあるんですが、私のこの第10位は、こちらですね。マッドマックス、怒りのデスロード。なんと2人が2位に上げて、俺も3位に入れた、はい、マッドマックス、怒りのデスロード。あ、そうだ。これはもう、最高の小泉さんがおっしゃったことの1回目と同じなんですよ。はい、あ、そうですか。1回しか見てないので、あ、もしかしたら2回目、3回見たら違うのかもしれないです、うん。あのね、こんなんでいいのか。パイレーツ・オブ・カリビアを見て見に行くといいかもしれない。あ、なるほど。はい、やっぱりもうあのマトマックスといえば、うん、てかその考えもダメなんでしょうけど、うん、マトマックスといえばあのインターセプターと電式のショットガンの、うん、まあ、この2つがあってこそだと思うんです。まあ一応ありますけどね。でもほんのちょっとじゃないですか。うん、多分あれは監督がもうどうせ見るやつあの2つを望んでるだろうと思ってるから、あえて外したのかもしれないです。でもそれ外したら、うん、要はあの酒場杖はあれじゃない、仕込み杖持たないザトイチみたいなもんで、違うんじゃないかって。仕込み杖はフェリオサが持ってましたけどね。そうなんですよ。美味しいとこ全部フェリオサが持ってるんで、はい、だからあれっていうのがあって、うん、もう、うん、そっからあとはもうそこで、あみたいな、マックスも、ね、映画は最初速攻捕まりますし、マックスはただの脇役だと思って見た方がいいですよ。そうなんですよ、はい、もう本当に。最後、妹誕生も、うん、なんか最後、え、あんなのみたいな感じだったじゃないですか。あれみたいな。悪役の魅力がちょっと足りなかった。そうなんです、はい、出てきた時はもう帝王みたいに出てくるんですけど、あれみたいな感じで、人食い男爵のコスト計算は良かったです。そかった早く殺させろよとかいう、ちっちゃい脇役とかの方が結構面白かったんですけど、おばあちゃんが良かったんですよね。そうですね、あのおばあちゃんとかあいつらどうやって生きてたのか全く分かんない、ね、バイクで、ね、バイクで、はい、こんなかっこよすぎるよ。宮崎駿作みたいな感じの水もないの、そう、そうです、ただ坂さんなんて、結構長いシーンで、そういうところいろいろやっぱ気になってしまって、っていうところがあったんですよね。アクションはすごいですよ、確かに。アクションはすごいですけど、やっぱり期待が大きすぎたんですよね。でもね、アクションもね、その、ワン、ツーに比べたら、ほんとふざけたようなアクションで、楽しいアクションなんですよ。そうですね。で、結局、主人公たち、まあ、マックス含めてなんですけど、そんなにマットじゃないんですよね。結構、みんなマテモなんですよ、考えも。だから、気違いがあんまりない。なるほど。で、前のマットマックス、ワンとかツーとかも、気違いばっかじゃないですか。そうなんですよ。またおかしいもの、やべえ、みたいな。あの、でも、あれですよね。ツーが一番あのおかしいはず の、 あのヒューマンガスがまともだったっていう、ヒューマンガスはね、ヒューマンガス人間の管理で、ね、悩んでた、悩んでた、モヒカンのやつの扱い方に悩むっていう、喋ってるところでわーわー騒いでなとか言って、お前知らんじゃん知らんじゃん、俺騙し喋ってたとか、一応交渉もしてますしね。ヒューマンガスがつい漏らす言葉があいつら何も言うことがないっていう、ね、最高の言葉ですよね。あの腕力で出る言葉じゃないと思うんだよなと思って、そうそう、あんなチンピラのクズどもを集めて苦労してるっていうのが忍ばれてすごい良かったんですけど、あれはあれ、それに比べるとね、妹誕生はみんな浸水してるから従順なんですよ。そうですね、宗教みたいになってるので、抑えられてるんです最初からね、違反とかそういうのないので、違反するのは人食い男爵ぐらいで、だそういう意味で逆に気持ちが良すぎて狂ってないから、で僕はやっぱアクションの凄さよりも狂ってる映画見たかったんですよ。なるほど、セッションが狂ってましたね。あ、そう
そうですね、そういった意味ではそういう聖書みたいな、もうどうしようもない、何の感情移入もできない、違いじゃないかっていうやつが出てほしかったので、マッチョじゃなかったんですよね。ただの、ま、マックス、ヒーリーロード、デスロードってサイトだったらよかったんですけど、マットがついてるのに、マッドとか足りないとか。ということで、まあ、サンダードームの例もありますし、サンダードーム2と思えば面白いかもしれないサンダードーム2行かれるデスロード。僕の初回の感想と全く一緒だ。というような、はい、感じで、だから僕もこれも2回目3回見たら10からギューンって上がるかもしれないっていう、ね、ちょっと濁った目からね、はい、鱗を取った方がいいですよ。そういう期待をね込めてるところでもうね、はい、お互いに10位10位と微妙だっていう、ね、から始まった前線ですが、はい、次からちゃいます、はいはい、じゃあ第9位は何でしょう、みなみくん。第9位、第9位は、スペシャル ID、 スペシャル ID は全然知らないや、あのドニーエンの映画です、はい、本当映画全然やってないよね、一応 DVD で、あ、そしたら見れて、新宿では新宿武蔵野館、結構早かったヒットはしてますよ、ね、結構早かった。ルローニケンシの谷垣さんとかが担当チームで入ってた映画で、で DVD でレンタルした時にあれも借りたんですよ、あのアイスマンっていう、あ、アイスマン面白かった、氷の処刑人、いや、それじゃないです、ドニーエンのアイスマン、あ、そうか、あれは見てないけど、はい、あれタイムソルジャーズっていう映画のリメイクなんですけれど、でもあのこのスペシャル ID の方がなんか昔のユンピョウの映画のなんかリメイクっぽくてなんかすごい良かったんですよね、なんか、まあ、結構コメディっぽいんですよね、なんかくだらないっていうか、そういう意味でドニーエンが久々にいいやつをやろうとしてあのSPL とか導火線の意識で見たら、あれこれなんかユンピョウテイストじゃないかと思って、なんか恋愛の思想でしないし、もうちょっと近くで喋ってくれると拾えるんであのとにかくなんか身分隠してなんかヤクザに潜入してるのに爪が甘いし操作は雑だしなんかねっていう感じなんですけど、アクションはやっぱりなんか良かったですし、本当にテンポ的にその昔の香港極楽コップス、俺たちに明日はあるとか、なんか四角都市香港っていうなんかそれ系のなんか匂いがしてて、なんかすごい懐かしい感じして、香港映画って感じですよ ね、 中国映画じゃなくて香港の緩いなんかコメディアクションみたいな、サモハン・キンポーが制作してた頃の映画に近いっていうか、感じの、はい、それがもうドニーエンのリアルテイストも好きなんですけど、どっちかっつったら俺はそっちの方が好きなんで、なスペシャル ID 見てた時になんか懐かしさ感じて、多分その食い合わせがちょっと俺はあまりいいと感じなかったのか、逆にミスマッチな、ドニーエン的ではないような気もするんですけれどでも俺はなんかこのテイストはいいなと思って、ジャッキーチェンはもう最近リアリズムにも突っ走ってるじゃないですか。そうですね、だから逆にこういうのが、昔ジャッキーがずっとやってたよ、そうそうです、でもジャッキーはこういうのに逆にも離れて、真面目になってきてるので、そういう意味で懐かしいというか、そうですね、単純にジャッキーはレベルがあって、この辺はあまりレベルが変わってないかもしれないっていう見方もありますけどね。還暦ですからね、変わんないとさすがに、いやでもやっぱり SPL とか導火線を見てるとやっぱりなんか、ね、いやあれだとね、監督のビリソン一本の腕がもうでかいと思いますね、もともとすごいドラマがいい、ドラマ撮れるしですからね、ですね、まあ、でも俺はすごい好きなテイストだったし、ケネス一番最初に戦うケネスロートの戦いとか、ドニーエンがもうケツをつけてアリキックみたいな感じでこう構えてるのとか、なんだこの戦い方っていう戦い方を見せたり、そうかと思えばあのそばっと食らわせたりとか、あと関節技決めたりとか、なんかすごい見応えあって、いやーテンポ的にも好きだなっていうので、とりあえず9位に上げさせてもらいました。はい、行きましょう。後藤さんの第9位は、はい、私の第9位はですね、はいはい、こちらでございます。第9位は、セッションの東方シネマズ新宿のドルビーアトモスという音響システムで見たバージョンという形で、あ、俺もね初回はね新潟最近公開になって東方シネマズで見たんですけど、はい、このバージョンかどうかは全然わかんない、はい、あの東方シネマズの9番スクリーンで一番広い客席が入るところがドルビーアトモスです、ね、あ、そうなんですか。で、まあ、セッションは僕は、まあ、映画としても非常に素晴らしかったんですけど、やっぱこのドルビーアトモスっていうのが、後で知ったんですけど、見たら、やっぱすごいんですよね。料金は変わんないんですか？あ、変わんないですよ、はい。本当にもう、
このシンバルシャン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 とか、バン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 ドラムを叩くのがもういろんなもう360度からこの耳に入ってくるって感じで、これはすごいな、これをプラス料金じゃなくて楽しんじゃっていいんでしょうかっていうの、絶対普通だ、なんかユナイテッドで見たのと変わらなかった気がする。そこの音響効果って意味のパフォーマンス効果を含めて素晴らしい映画だったんですよね。ただまあ映画自体はやっぱりあの主人公がカスじゃないですか。そこがいいんですよ。顔なんか臭いじゃん、あのそう知らせたのも元不作者な感じで、そう造形ですよあんなやつ。顔が垂られてるような感じで、スタローンの最後にしたらうまいでしょ。最後の方の一人でシャン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 ってやったところとか、もうあれ射精の症状じゃないですか、もうハッみたいな感じで、あの見てて気持ち悪くてやつね。いやー、ね、の男優の顔見てるみたいな、そこが良かったんですよ。そういう意味で気違いは良かったんですけど、新横はクソ野郎すぎるので、でなんかね最初の、ね、映画館のね女ナンパして、そうでもいや俺あの音楽家だからとかって言って、うん、でもやっぱり未練たらたら電話してピザでもどうもとふざけたこと言って、ね、本当味方お父さんしかいないやつですよあいつ。ひどいですね。まあ、でもあのいい年越えてねお父さんと一緒に映画見に行って、そう結構良かったんですよ。あの感覚はね日本ではなかなかないなって。自分は好きじゃないですね。ベアベア喋りながら映画見てましたけどね、そういったところ良かったんですけど、やっぱり主人公がクソやろすぎるんで、最初ね映画館お父さんと行ってたんだけど、女の子と気まずくなってから家で DVD 見てた。二人でそうなんですよね。その流れ面白い。ひどい、ね、お父さんだね。本当にもう自分のことは考えないですね、主人公もクレッチャーもね、まあ、そういう意味では良かったんですけど、だからやっぱこれも音楽映画として見えたらおかしいですね、キチガイのなんかその人間動物園映画みたいな感じで見た方が面白いというところですね。ただこれはやっぱりまあ期待、結構期待してみたんですけど、期待通りに面白かったっていうところだったので、これだったらベスト10も入らなかったんですけど、ただこのドルビーアトモスがやばかったので、なるほど。ちなみにあのマッドマックスの僕このドルビーアトモスで見たんですよ。いいですね。はい、だから音はね良かったです。ですからあの新宿でこういうなんかこうなんか対策映画を見るんだったら、まあ宣伝するのもどうかと思いますけど。IMAX とは違うんですか？ IMAX なんです。普通の 2D のやつで、IMAX とは別に。あでもIMAX もそれドルビーアトモス環境だったりするんですけど、それとは別に普通の 2D のシートにあのスピーカー入ってません？いや入ってはないと思う。ただいろんなところに爆音上映みたいに塩パワーポイントでっかいスピーカーがあって、そこからこう360度体感みたいな感じで撮るっていうので、そういった意味でアトラクション効果も込みで、まあ、第9位とさせていただきたいと思います。はい、今 AV アンプとかでもアトモス仕様のやつがありますよね。あのスピーカーを割と上の方に置いて空間を作るっていう新しい方法で、確かゴジラとかエクスペンダブルズ3もブルーレイはこの仕様で入ってます。アトモスってのはそういうあれなんですか？専門が詳しくないんでしたなんかそういうシステムでなんか、配送の時に習ったんですけど、ということで、ちょっと家電量販店で働いています。あ、もうやめちゃいました。元家電、最近まで。1ヶ月前ほどまで。はいはい、じゃあ次行きましょう。はい、8位お願いします。ジョー・カーナハン の, あのクレイジードライブ。クレイジードライブ。映画館でやってた？いや、これあれ、DVD スルーなんですけれど、あの、結構もったいないんですよね。パトリック・シア・ウィッソンでしたっけ？あと、クリス・パイン、ジェシカ・アルバ、あの人、M ハディでしたっけ、何でしたっけ、あの、酒で酔っ払って、ハングオーバーのあの、メガネかけた人、あの人が出てて、あ、そうです、そうです。もうその人たちがやる、なんか、コメディなんですけど、ジョー・カーナハンってなんか、すげえ派手なものを撮った後に相うつな感じで作るんですよね。うつな映画作って、今回また派手な映画作るっていう感じで、ザ・グレイとかね、あのブラッド&ガッツとかもう、あれなんつったらいいんだろうな、あの10制作で頑張ってたりして、その後に作った映画が長くてとんでもなく暗い刑事ドラマ作って、でその後になんかスモーキングエースみたいなのを弾けてっていう、なんか特攻野郎 A チームと思う、作りました作りました、お金稼ぎのためだけど、なんかこのバランスがすごい好きで、であの今回のクレイジードライブって割とその、スモーキングエースに近いっちゃ近いんですよね、あのものすごい派手 でコメディ、あの下品なコメディで、クリス・パインってもっとなんかなんつったらいいんだろう、
カーク船長やったり、割と正統派だったんですけれど、このクリス・パインはなんかあの最初に出てきた姿がブリーフ一丁で空からあのパラシュートで落ちてくるっていう話で、金玉出して落ちてくるっていうのがなかなかすごくて、スカンキンホークみたいな、なんか何が始まったのっていう感じのコメディで、で主人公もなんかもともと俳優になりたくてラスベガス来たんだけれど、俳優になれなくて仕方なくハイヤー運転手やってて、だけれどそのハイヤー運転手もクビになりそうだっていう設定で、しかも6000ドル借金があって今日中に返さないと殺されるっていうような設定なんですよね。でそこから恐怖の1日が始まるっていうなかなか面白い設定で、あれです、スターを送り迎えするんですけれど、最初に送りに行った人がデビッド・ハッセホフっていうナイトライダーの主人公の人で、お前1時間遅れただろう、もうお前の乗らねえよって言って、次レイ・リオット迎えに行ったら、お前遅れてきたなっていう話になって、いやデビッド・ハッセホフ迎えに行ったらって言ったら、誰だそれっつって、俺より有名なのかとかいう話になって喧嘩するし、ちょっと面白いんですよねそういうところ。でなんかあなたはチャーリーシーンよりマシですとかなんかいう話になってたり、結構小ネタが面白かったり、微妙さがすごいですね。ナークの主演やってましたね。そうですね、結構そのジョー・カナハンはレイ・リオッタ出てるんで、いやー面白いなっていうのと、あと車を取り返すシーンとか、ちょっとそういうコメディーシーンがちょっと自分好みだったんで、とりあえずそれで入れさせてもらいました。とりあえず見てくださいっていうので、はい、ここまで知らない映画ばっかり、タイトルすら聞いたことなかった。ぜひクレジードライブ面白いです。はい、じゃあ後藤さんの第8位は何でしょう。第8位はですね、こちらです。第8位、余命90分の男。はい、おこれご存知？ロビン・ウィリアムス。はい、ロビン・ウィリアムス。全然知らない。ロビン・ウィリアムス最後の主演作ですね。歌われる作品ですね。亡くなっちゃいましたもんね。はい、昨年ですね、うつ病悪化に明日上国の首をつって死んでしまったロビン・ウィリアムスが、まあ、最後余命90分の男というタイトルの映画に出るというですね。動画と思うんですけど、はい、まあ、コメディ映画ですね。本当は90分じゃないんですけど、ただ脳腫瘍があってもうすぐ死んじゃうんですけど、医師は間違ってもうお前90分だよって言っちゃって、で、あ、ほら1時間半で死ぬんだどうしようと思って、急に開始、主人公はクソ野郎なんですね。もう誰にも噛みつくようなカスなんですけど、もう90分で言われて、いつもいい人キャラのロビン・ウィリアムズが、はい、もうすぐになんか感謝を起こして打ち切れるような、でもそのもう90分で言われて、その残りの90分でどうしようって言って家族とかに償いをしようとするとかっていうような、まあ、コミュニティー最後の結構泣かせがあるんですけど、結構その主人公がカスなんで、最後にみんな給油を招いて、なんかその思い出パーティーを開くんですよ。でも友達一人しか来ないとか、かわいそう。まあ星ヒューマンのなクラスパーティーみたいなもんですね。いいですね。そうですね。で最後の方、まあ、ネタバレでもないまま言いますけど、橋から飛び降りのことを必死にするシーンがあるんですよね。やっぱそれがね、もうすでにロミアズが亡くなった後なので、ロミアズが実際自分でもう首つって死んでるっていうのを知ってる上で、まあ、そういうシーンを見てしまうんで、いやーみたいな感じで、でこれは今年の1月ですね、渋谷で見たんですけど、はい、もう存在すら知らなかったですよ。渋谷でですね、未体験ゾーンの映画たちっていう、結構、はい、ヒューマンドロスシネマで B 級 C 級をたくさん闇のようにやる映画祭があるんですけど、それの中で1本で、まあ、DVD も出てますけど、で1本で見たんですけど、これはね、なかなかいい映画でしたね。まあ、アットホームな映画で、本当に王道のアメリカンコメディなんですけど、やっぱりロビアンがね、亡くなってしまった後に、この映画に出たっていうところと、あと個人的なあれなんです、私結構今年ですね、金銭的にトラブったら結構うつ気味なところが大変だったんですね。まあ今もなんですけど、ありまして、そういう時にさらにこういう映画を見たもんだから、こう来るものがあってっていうので、まあ、その割にはまあ8位、はい、もっといいのがたくさんあって、そうですね。ということで、余命90分の男はこれはいいわで、今年ですね、実はそういうルミアーズみたいに、まあ、中年男優スターが亡くなった後に、なんかそういう死期を悟った役を実は最後に演じたみたいな映画が続いてですね、フィリップ・シューマー・ホフマンが昨年亡くなりましたけど、はいはいはい、最後に主演した、誰よりも狙われた男ですね、うん、
あれはなんかもう実はその四季を悟ってたんじゃないのかっていうふうにもう匂わせるような、そういう結構こういう喪失感の映画で、あとジェームズ・ギャンドルフィーニっていうですね、ザ・ソプラノズっていうドラマの主演をやっていた、あの人も昨年亡くなったんですけど、あの人がですね、最後に主演というか準主役で出たザ・ドロップっていう、まあ日本でやってるんですけど、犯罪ドラマありまして、主演はトム・ハーディーですね、じゃないですか。で、その映画でも、なんかそのかつての栄光を求めて、悪わけをする小悪党の役を、ジェームズ・ギャンドルフィーニ演じるんですよね。と、いうことで、今年3本全部見たんですよ。ポール・ウォーカーは去年でしたっけ？あ、でも、ワイルド・スピードが。あ、そうですね。ワイルド・スピードもちょっと前見てないんですけど、なんか最後のあれですよね、ポール・ウォーカー捧ぐみたいなのが珍しいですよね。そう、あそこでね、そんな思い出がないのにね、ダーダー泣いてしまいました。まあ、結構拍手が起きたところもあったんですかね、ありますが、そういう映画を続けて、まあ、演出で。そういうね、今まで楽しませてくれたのにってそんな大して見てもない大して見てもない絶対できなくてもいいやみたいな、インディーズができるみたいな、うん、いやもう演出でそういう気分にさせられちゃう、まあ、次回は、ね、文字で大体のこともそうですか、はい、じゃあそういう感じで結構ね、いろいろ思うところが多々ありましたと、はいはい、いう意味を含めての、第8位でございます。なるほど、はい、ではでは、いろいろね、面白そうなのが多いですね。そうですね。そうですね。あ、足らない映画もありました。これ本当に、ね、去年の、あ、違う、今年か、もう、ワーストワンなんですけど、ヒューマンクラスシネマで見た、ね、なんだっけな、タイヤが人を襲うっていうのがあるんですよ。あ、ラバーか。ラバー。あれ、史上最低でした、ね。あれはひどい。あれね、ここ10年の中でもひどいっていう、絶対そういう意味で見た方がいいかもしれないです。あれは、レフトビハインド超えますよ、あれ。あれはツタヤのみのレンタルなんで、あ、ゲオにはないって、はい、ある意味実験映画みたいな感じになってるんですけど、映画を描いた映画みたいな感じなんですけど、それにしてもひどいっていう、これちょっと見た方がいいかもしれないですよ。ラバーっていう、まあもう時間も残り少ないんで、そうですね、人生の時間が残り少ないので、くだらないのはあまり見たくないなと本当に面白いですよ、思ってます。すいませんでした。え、あ、本当に、そうそう、昔はね、なんかそういう地雷も踏んでいこうみたいなのがあったんだけど、なかなかあるかもと思って、意外となかったっていう。そうですね、カッチン太郎の言ったことは本当だったんです。はいはい、じゃあ第7位いきましょう。はい、はい、プリデスティネーション。あ、プリデスティネーション面白かったですね。いいですね。その子直球で面白い映画です。そう、なんか、話も好きなんですけれど、なんて言ったらいいんでしょうか、タイムマシンのか、ギターケースの形とか、ああいうのセンスあるなとか、なんか昔の古き良き SF みたいな感じですよね。で、当時のテクノロジーで作ってる感がすごい。あと、なんでしょう、飛行機フライトシミュレーションみたいなやつとかの、シュールさとか、なんだろうこれっていう、未来にも見れるし、なんかスチュワーデスになるために、なんか、なんでしょう、パーマかけるようなやつを、なんか目にこうつけて、そこでなんかずっと耐えるんですよね、あれがなんか、これなんか SF なんか急に未来に行ったのとか、なんか変な感じになっちゃって、レトロ SF みたいな感じがありますね、スカイキャプテン、ワールド・オブ・トゥモローみたいな感じ、ただある程度は予想できたんですよ。で、こいつはオチの展開は、まあ聞いたことある話ですし、古典じゃないですか、で何で俺これ知ったんだろうなと思ったら、多分浅利義雄さんの漫画なんですよね。宇宙家族カール・ビンソンっていう多分漫画で同じようなネタがあったなと思って、あ、俺はそこでもうこれを学んでたんだなっていう、ただ読んでたんでしょうね、多分ね、原作、原作はあれですかね、ハインライン、そうですそうです、スターシップ・トゥルーパーズの原作書いた人は原作書いてます、ロバート・A・ハインライン。で、あとすごいなと思ったのが、あの女の人の演技ですよね。どう見ても最初なんか女にも見えるけれど、やっぱ男っぽいっていうか、それを通すっていう感じもすごいなと思いましたし、それが映画のね、まあひねりというか、オチの方にもつながってくるので、本当に役者にかかってる映画だったんですけど、見事に演じ切りましたって。それからでイーサン・ホークとか全然誰でもよかったみたいな感じなんです。イーサン・ホークより本当にいいですよね、なんかあの人はと思って。あれはすごかった。あの人の一人勝ちでしたね。だから SF なんですけど、実は本当に役者で持ってた映画みたいな感じがありますよね。そうそうそう、そんな感じで。オチというよりも。オチもいいんですけど。でもなんかイーサー・ホークが言うには、なんかこの映画が分かったっていう人は嘘つきだと思うよみたいな話してるんで、まだどっかあるんだろうなと思って、まあ、隠されたあれもう何回か見ようかなと思ってる。原作だって30ページぐらいの短編なので、短編なので、
あんまりに引きのマシン出てリンネの蛇でしたっけ、確かそんなタイトル。そうですね、リンネ、はい、面白かったけど2回見たい気はあんまりないまあとりあえずなんか設定とかそのビジュアルとかかなり好きで、この兄弟の作品ってアンテッドも好きでしたし、その前のデイブレイカーとかもなんかなんかアンテッド後ですね、デイブレイカー。 そうです、はい、あれからハリウッドが当たったので、あれも結構好きだったんですよね、なんか結構あのひねりを聞かせた SF って感じですよね。人間とヴァンパイアの数が逆転した未来世界が舞台みたいな感じで、ヴァンパイアにとってのスターバックスみたいなところとか、なんだこれっていうようなシーンとか、で血を買って飲んでるんですけど、人間がもう少なくなりすぎたから血の価格が高騰して金持ってるヴァンパイアしか血飲めないでホームレスの吸血鬼は血をくださいってとこは声を持ってこうやってるっていうような感じの、はい、もうちょっと血を濃くするよとか言って、これ喧嘩になったりするとか、暴動が起きたりするっていう。いや結構この兄弟の作品俺の中で外れないいいなと思って、とりあえずこの順位に上げてみました。はいはい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう、はい、次第7位かな、第7位がですね、私が、はい、ちょっとあの反則で行かせていただきます、はいはいはい、あの実は私ですね、今年の4月に、はい、カナダに旅行に行ってきまして、カレナイとか言ってるのがね、行ってくるんだと思うんですけど、でそこで見た映画ですね、はい、第7位はこちらです。クミコザトレジャーハンターというですね、まあ、トレジャーハンタークミコというタイトルなんですかね。これは菊池凛子、そうです、菊池凛子が出てる映画で、日本の映画なんですか。いや、これはアメリカ映画ですね。はい、でこれはちょっとまあ、説明をしてしまいますけど、ファーゴって映画がありましたよね。はい、公園兄弟の、はい、であれは実話を元にしてるって映画になってまして、でもあれって実は大嘘なんですね、うん、全然実話じゃないんですよ。そう、なんか、はい、町山さんのコラムで読みました。そうです、はい、でなんですけど、あの映画を本物だと思い込んだ日本人の女性がまあおりまして、うん、であの映画の最後の方に、あのスティ、スティーブシミがお金が入ったトランクを隠すじゃないですか、うん、で結局ブシミさんが殺されるので、うん、映画の中であのトランクがあのお金の入ったのが隠されたままで終わりますよね、うん、であれを本当だって思い込んだ女性が本当に金を探しに行って、で彷徨った相手に投資して死んでしまったっていう都市伝説がアメリカにあるんです。うーん、で都市伝説なんだ。ただ実はその辺は本当ではなくて、そのアメリカで日本人の女性が不審死をしてたのは本当なんですよ、ファーゴの近くに。で、まあ、道行く人にファーゴの舞台がどうとか決まったのは本当なんですよ。でも実際は別にファーゴ本当だと思い込んだわけじゃなくて、まあ、違う理由だったりいろいろ諸説あるんですけど、うん、ただこの映画はそれをその都市伝説の本当という解釈をして、これを劇映画仕立てにした映画なんですね、うんうん、で菊池凛子はですね、本当にダメオンエルなんですよ、うん、頭おかしくてあのウサギしか友達がいないっていうような、うん、ダメオンエル でファーゴの映画を VHS を何回も何回も繰り返し見て、でその映画のシーンをこう紙にトレースして写して、でそれをこう地図を照らし合わせて、ここにあるんじゃないのか、絶対そんなの分かるわけないっていう方法で探そうとするんですよね。である時見えたって言ってもう見つけるわけですよ、ここに絶対あるっていう。でその会社の金を横領してアメリカに飛んで、でまあしたもんだっていうふうに騒動が描かれていくって映画なんですね。面白そう。で結構ね面白かったですね。でただそれがその、まあ、実際に日本人の女性が、まあ、向こうで亡くなったっていう話 で日本からアメリカに渡ったので、まあ、家族の人は日本にいるわけですよね。で完全に面白おかしく描いてある、いはコメディですね。だからそういった遺族感情の入る人なのか何なのか分かんないですけど、今のところ日本では公開っていう話は聞かないし、公開されないかもしれない。三島みたいな状態です。そうですね。だからアメリカとかは全然したことないんで公開するけど、日本ではちょっとみたいなところで今回謝られてるんですけど、いい映画ですね。でちなみにこの映画をですね、カナダで見た時の映画館がなんかねすごいそのオタク向けの映画館だったんですけど、シネコンじゃなかったんですか。シネコンじゃなかった、もう素晴らしい映画で、映画館で東京ではあれですね、池袋のシネマロサと新宿武蔵野館とシアターAの芝居を全部足したような、そういう最高の映画館だったんですね。なんかその毎週のようにあのロッキーホラーショーとかあのなんだっけ、ブレードランナーとかオールナイトやったりとかして、でなんかカンフー映画特集とか、なんか昔の80年代の VHS のビデオをそのままかけて上映するイベントとかロフトプラスワンみたいな感じで、シネマ借りて、はい、そうです、そういう映画館があってそこでやってたんですよね、っていうそのなんか映画体験も含めてのこの第7位で、トレジャーハンター久美子、あの日本語が求むっていうところも、うん、込みでの第7位とさせていただきたいと思います。わかりました、はい。
じゃあ、第7位お願いします。第7位ですね。第6位だ、失礼しました。第6位、幕が上がる。幕が上がる、俺と一緒だ。いや、なんか普段こんな映画見ないんですよね、アイドル映画見ないですし、でももクロもそんな知らないですし、でもまあなんか今まで見なかった映画を見てみようっていうのがあったんで、でも伊集院さんがねラジオで褒めてた、それもありますね。でそれで見に行ったらまあ面白くて、でなんかどうあの踊る大捜査線の監督が撮ったものだとは思えなくて、でまあ後で考えれば音楽に沿ってこうがあのカメラが動いていくシーンとかなんか踊るっぽいなって今思うと思うんですけれど、でも初めてかなこの監督でここまで面白かったのって思ったのがやっぱ6位に上げたそれあれですか。頑張った元博と、あと何でしょう、アイドル映画もそんな知らないんですけれど、なんかこういうことだろうなっていうのとかちょっと見れて、まあプールに落ちたのはどうかと思いますけれど、あと なんか分かり合ったらお互いの色を塗り合うとか、なんかちょっとそういったところもいいなと思って、ちょっとそれで上げさせてもらいました。なるほど。見てないです。もう見ないじゃないですね。楽しかったですよ。なんかね、やっぱ花があってね、見てて楽しいんですよね。なんか別のなんかもうこれ早見あかりが出た映画みたいですけど、あれ面白かったんですよ。なぜこっち向いてたでしたっけ、なんかワーワーやってたんですけど。やってましたね。ありがとうございます。続いていきましょう。はい、動産の第6位です。こちらもうすでに先ほどですね、川崎さんの語った内容でもここから追加することはあまりないんですが、ダルグエ、先日回帰ファイル怖すぎ最終章ですね。この回帰の木の字はこれ間違いなく埼玉県の回帰ファイル。開催ファイル。開催ファイル。先日開催ファイル怖すぎ最終章ですね。これはやっぱり上げさせていただきたいと思いますね。これはまだ見てない。もうこれはですね、言うとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、もう本当にもうね、多分アニメ好きの人の方がより楽しめるって感じですね。特にまあ、マドカーマギカとかですね、ネタバレとか、そういうような、こういう、まあ、結構ラノベ系とかのアニメとか、そういうサブカル系の好きな人により刺さるんじゃないかなっていうところはありますね。だから、ホラーファンとかモキュメンタリー映画ファンだけじゃなくて、だけどそうニコニコ生放送とかでよくね、白石監督の映画やってて、それですごい、こう毎回もう人気があってですね、放送した後のこうアンケートが常に8割以上が良かったんです、ね。ニコ生ユーザーから人気なんですか？もう大人気ですね、絶賛ですね。ニコ生の中でカリスマと呼ばれてる。カリスマで火をつけ方がそうなんです。白石監督とかその出演者の人も、コメントで参加して、有料で。俺見てないんですよ。そうですよ。ニコ生の入場で。いわゆる映画館と同じ1000円ぐらいで、結構高い。あれ生で怖すぎとかも 見られました。俺ちょっと今ニコニコ入ってないんで。ああなるほど、はい。旧作のタダで見るのとは僕見ましたね。はい、結構旧作をタダでやって新作だけ有料でやるっていうスタイルは。やっぱ声とか書き込みがあるんですか。ありますね。うおーみたいな感じ。そこでも工藤 D がすごい人気を。劇場版で工藤 D は何しろこれ運命に逆らえってなって俺に支えくんだよみたいな、あれが決め台詞になってるんで、あれを言うところになると。ニコ生コメントでブワーって海に下がるんですよ。弾幕になる。画面が見えなくなるんですよね。それもなんか知らなきゃいけない。お決まりみたいな。はい。X ジャパンでみんな X ってやるみたいな、そういう感じで。そんな感じなんですよ。だから一体感になってるって感じで、どん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 拡散していくっていう。その見方が楽しいですね。あります。ただ、この前ですね、あるトークイベントとかで、結構監督も次の、やっぱり怖すぎだけって言ったらあれなんだみたいなふうにお話してましたし、やっぱその怖すぎだけって面白いんですけど、さらなる次のステージを見たいなっていう部分もありますので、まあ、そういった意味での、まあ、第6位ってところもあるんですけれども、それでもやっぱり面白かったっていうところで、ゲストには入れてしまいますね。なるほど。はい。ということで、第6位は、先日開催ファイル。怖すぎ最終章でした。大会ですよ。大会です。じゃあ、第5位いきましょう。南くんの第5位は何でしょう。ワイルドカードです。ああ、俺の第8位が。好きです。初めて見ました、あのスプーンで人を殺すっていうシーンを。フォークじゃなくて、スプーンっていう。箸もありますけど、なかなか。フォークでもなく。そう。あのラッシュの仕方、なんか、ズカンズカンズカンって刺す、あの、爽快さっていうか、なんか、痛そう感がね、すごい。もう、なんでしょう。逆に殺してくれんだ。最後のこの爆発の仕方は最高だなと思って。
あと何でしょう、あの カジノの街の昼の風景の良さって言いましょうか、なんかあんま見たことないなっていう感じとか、あとあのカジノのボスと知り合いでステイサムを信じ込んでるのに、ステイサムがいつ裏切ってもいいようにすぐ殺せるように下にシートが敷いてあるシーンとか、なんか信じてるって割にすぐ殺せるようにはしてるっていう、あの信用度とか、息の抜けないとこだよ。でなんかあのこいつが銃を向けたっつったらみんな笑って、いやこいつ銃使わなくてもお前なんか灰皿でぶっ殺せるよっていう話とか、いい話だなっていう、いやそういったところとかにやられまして、割とステイサムの最近の中ではベストかなと思うぐらい好きな映画ですね。最近ステイサム若干微妙なのもあるじゃないですか。そう、子供の子守りの映画あったじゃないですか。セーフかな。 あれ結構微妙じゃないですか。そうなんですよ。まあ大体そうなんですけどね。大体 あでも次のスパイっていう作品すごい評価高いですよね。メリッサ・マッカーシーじゃない。そうそうそう、ね、あれ楽しみだね。の脇役がステイサムで、あ、そうなんですか、全然知らなかった。評判高いですよね。ヒットするとりあえずワイルドカード見てない人は絶対見た方がいいと思う。まあ期待しないで見た方がいいよね。なんか本当に小さい話だから小さい話です。なんかトランスポーターとか意識して見たらダメだと思います、ね。うん、もう全然なんだこれやつって、もう終わりかよって。すごい短い。ちょっとちょっとだけ優勝しますけれど、ちょっとだけウォルターヒルみたいな感じがあって好きです。あるあるある。ありますね。こじんまりとしたバレットとか、そうですそうです、バトルフロントとかみたいな、地方のローカルのバイオみたいな。そう。まあ、いるかもみたいな。そうです。感覚が良かったですね。まあ、とりあえずすげえ面白かったです。はい。はい、第5位はですね、こちらです。第5位はこちらです。じゃじゃん、はい、死んだ目をした少年の原作、小泉智弘さん。あ、どうもそれ、はい、すいません。まあ、今年日本映画あんま見てないのがあるんですけど、その中のこれはね、良かったですね。手前ですが何でもなくです、まあ、自分としてもね、すごい良かった気がするんだけど、あんまよく判断できない。原作すでに読んでるんですけど、本当にいい感じでうまく映画化して、結構細かいところでちょっと脚色されてるんですけど、それはうまく全部理にかなってるというかですね、正しい感じで、あ、映画にするから確かにここは変えるべきだなっていう点ばっかりで腑に落ちるんですけど、でこれ、テアトル新宿で初日に見たんですけど、満席でしたよ、ね。そうですね、ほぼ満席かな。その時はそうだったんですけど、はい、その後はまあそこまでなかったですよ。あ、やっぱりそうですね。いや、それでもやっぱりね、テアトル新宿が満席になるってなかなかないですよ。レイトショーの日本映画、だから舞台挨拶付きの、はい、初日でも。でもその高揚感も含めて非常に面白かったですね、これは。はい、本当にあの役者の人たちもね、みんなね、中学生役で、まあ、割と年いってる人もいたと思うんですけど、よくて、僕は特にですね、チンピラのマサシっていうんですね、を演じた人がすごい良かったんですよ。すごいね、顔が怖いんですよ。スマはマサシじゃないかっていう感じで、はい。でもね、後っていうか、撮影現場で挨拶してまた、とってもいい子で、うわ、ごめんなんて思って。この映画本当にもうね、童貞衆が差別してるような、もう童貞が世界を滅びるみたいな、そういう映画なんですけど、撮った監督はすごいなんかイケメンみたいな感じの人で、シュッとしててもね、はい、足立区出身でヤンキーに揉まれて生きていたって。だからパッと見はこの人にこの原作は撮れるのかって申し訳ないですけど思ってしまったんですが、撮れてるんですよね。そうなんですよ。そのギャップもいいっていうところですよね。はい、これは小泉さんはやっぱりあれ、やっぱり原作者って立場が結構違う感覚で見てしまう。あんまよくわからないですね。だから、まあ、すっごい出来がいい気がするんだけど、あんまそれを言うと俺の原作がいいからだろうみたいなことを言ってしまいそうな。ほら見ろみたいな。だからなんか、あんまなんか申し訳ない。この映画公開を機にあれですもんね、原作本もこう新装版で出たりとかしました。はい、でね、まあ、でこの映画効果であれ今日やっぱ売れたっていうか。いやーよくわからないですね。増刷にはなってないですよ。あ、なるほど。例えば強みでした、はいはい、あれが、まあ、あの子も可愛かったですけど、悪い子には見えないじゃないですか。例えば理想、これをね、まあ、こういう少人数が見てあれなんで、あえて小泉さんが今のいる女優でやったら、この子の方が合ってるんじゃないかとかあります、ね、
黒木メイサでしょう。ああ、まあちょっと年上で、まあ、まあ、ああいう感じの、そうそうそう、そういう感じだと僕はトリン、トリンのルレイヤーですね。いいですね。ああいう感じのルレイヤーでもバタ臭いですけどね。はい、ああいう感じだと思います。あと佐々木のぞみ、あ佐々木のぞみです。あれ佐々木のぞみか。まあそっちの方がわかります。カリナとかみたいなヤンキーっぽいよな。あそうヤンキー。ああ確かにそうですね。ヤンキーティースとか足りないような感じはあります。でもいい役者ですね。釣り目な感じ。はい。というところで、やっぱですね、この映画は非常に良かったですね。はい、はい。というところで、第5位、死んだ目をした少年、原作、小泉智弘さん、ありがとうございました。それでは第4位に行きましょう。南君の第4位は何でしょう。ワイルドスピードを使いましょう。さっき言っちゃった、ごめん。ステイサムが悪役ですし、ハートラッセルは出るし、ポールウォーカー遺作ですし、しかも監督が今度はインスティアスの監督じゃないですか。もう たまんないもんがいっぱいあるなっていう。ヴィンディーゼルには触れないんですか。あ、ヴィンディーゼルはあんまり、まあ、嫌いじゃないんですけれど、なんか優しみがあるようなっていう。全然なんかね、殴られても痛くなさそうな。そうなんですよね。あ、でもあのザ・ロックが入ってからやっぱワイルドスピードってやっぱ生き返った気がするんですよ。ザ・ロックは病院の場面ばっかり。あの病院がもう異常で、あの子供の前にマグナムが置いてあるっていうあの病院はどうなのかなと思いながら。規律がなってない。チャッピーよ、ね。大変いい世界じゃないですか。まず最初のジェイソン・ステイサム VS ザ・ロックっていうところもいいですし、空から落ちてきた飛行車が装甲車に追われたり、考えられないアクションの連発なんだよね。車は空を飛ばない、行った後に飛んでるっていう。そうかと思ったらロサンゼルスに戻った時にドムが武器を装備するんですけれど、持ってたショットガンをマットマックスみたいにダブルワレにするんですよね。でもあのショットガンって一作目でポールウォーカーに対して向けてた銃なんですよね。それを持ち込んでくるとか分かってんじゃんと思って、集大成みたいな感じでした。だからこれが最終作でいいんじゃないのかと思うんですけど、ポールウォーカー死んじゃったし。そうですね。それとあれですよね、これ終わってからドローン問題ができたんでなかなかすごいタイミングで作ったよなと思って。まあそうですね、時期だったらいろいろ面倒くさくなったかもしれないみたいなのもありましたね。ですね、なんかギリギリのタイミングでいいタイミングで全部放映できたんだなと思って。これ、ね、何作目でしょう、ね、これ7作目ですね。7作目で、ね、シリーズボビーにならないで、むしろ拡大して多分シリーズ最大にヒットですかってなかなかないですよ。ただ結構やっぱりなんつうんだろう、風が吹けば桶は儲かるみたいな感じのところは多いですよ。ただそう最初からですよ。ただやっぱりポールへって書かれたらやっぱ泣いちゃいますし。そうなんだよね。で車の事故でね、亡くなっていて、車の映画でね、最後俺たちは家族だとかね、なんか鼻じらむ感じなんだけど、死んだ人がいるとねもうグッときちゃうんだよね。なんかね、単純ですけどね、尾崎の歌聴いてるみたいな感じで。さっきも言いましたけれど、最初にポールウォーカーに向けてたショットガンで今度仲間になって、それで仲間を守ろうとするドムの姿もいいですし、本当にラストシーンで CG で出てきたポールウォーカーのシーンとかで見て、それが何の音もなくこう分かれていくっていうところとか、もう涙が止まんなくていやまさかワイルドスピードで泣くことがあるとはっていう。泣いてしまいましたね。映画で言ってたんですけど、まさか3とかであんなしょうもないね、このままシリーズ終わるんじゃないかと思ったら、それも生かしてあるんですよね。そうですね、今回のスカイミッションは、スカイミッションはしたっけ、3の後の話なんですね。そうです、初めて3より未来に行くんですよ。そう、3はずっと未来だったんですけど、3ご覧になりました？日本は見たの？見てないんですよ。千葉新ちゃんです、ね、しょうがないですよ、これは。北川景子評判悪かったから行かなかったですね。北川景子さんです、あとね、妻吹里さんも出てます。ゴーっていうゴーっていうとりあえずでもやっぱこの後も同じ監督で撮るんですけれど、まあ難しいだろうなと思って、これがもしかしたら本当に最後なんじゃないかなと思って、最後なんじゃないかなと思いますけどね。とりあえず開けてみました。はいはい、ツイートも含めてね。じゃあ行きましょう。お父さんの第4位は何でしょう。第4位はですね、こちらです。じゃじゃん、はいはい、その怪物。全然知らない韓国映画。韓国映画です。これはですね、今年今のところ見た韓国映画でベストワン、どこだか、ここ何年か見た韓国版でベストワンって言ってみるかもしれない。海にかかる気見てないんで、あ、そうか。だからちょっと分かんないですけど、
これは素晴らしい映画です。これも余命90分の男と同じように、はい、ヒューマンプラスシネマ芝居でやった未体験ゾーンで描いたみたいなんですね。でこれはですね、まあ、話を端的に言ってしまうと、血遅れのアマちゃんが連続殺人鬼と戦うって話なんですね。そのなんかアマちゃんそっくりな、なんかダーしか言わないような天真爛漫な少女がいるんですよ。で実際幼い頃に母親から頭から地面に落とされてちょっとバカになってるんですよ。で野菜を売って妹を育てて、なんかリヤカーを引いて歌歌ってるっていうような、そういうなんか田舎者なんてどんくさい、うん、でそのもう唯一の憎しみの妹が連続殺人鬼に殺されちゃうんですよ、うん、それでブジーンってぶち切れて刃物と毒で武装して追いかけるっていうような映画なんですね。でだから結構そういうコメディのシーンとすごい凄惨なバイオレンスが変な感じで同居してるんですよ。最初にその映画の初めにその主人公アマちゃんが死んだおばあさんのことを思ってると、なんか上空にですね、おばあさんの五行が刺した生首が浮かんできて会話するシーンがあるんです。本当は、ね、漫画とかの漫画の一コマみたいな感じ で、そんなとこが始まるくせに、なんか殺人の追憶みたいな凄惨なサイコサスペンスになっていくっていう、めちゃくちゃな映画なんですね。でこの連続殺人鬼がですね、まあ殺人鬼って言っても変態っていうよりはこう阿女子の主人公みたいな感じでイケメンなんですよ、はい。ですごい戦闘能力が高くて、追っかけてる最中になんか韓国軍の軍隊とぶつかっちゃうんですよ、ね。そしたら韓国軍の軍隊と突然肉弾バトルが始まったりとか、もういろんなアクション、サスペンス、コメディに全部入ってるんですよね。で、この映画ですね、でその連続殺人鬼がなんかその自分の家に陶芸家の顔を持ってて、そういう壺焼きの工房を持ってるんですよね。で、殺した人の死体を釜で焼いて、その遺体から遺骨から壺を作るっていう機種があって、で殺した人で作った壺がずらーっと並んでるっていうような、すごい頭がおかしいシーンもあってですね、いろんなところを含めてすっごいね、これ面白い映画ですね。本当に韓国映画はですね、暴力映画の中のネクストレベルみたいな、あ、全然こんなに見されたらもうダメじゃんみたいな、勝てないよみたいな感じの映画で、今もう DVD が出てるんで、これはね、ちょっと見た方がいいんちゃうか、わかりました、思いますね。はい、というところで、私の第4位はその怪物でございました。ここ何年かの韓国映画のベストワンと言ってもいい、ありがとうございます、はい。じゃあいよいよ第3位ですね。第3位、南君、第3位はチャッピーです。あ、来ましたね、チャッピー。やっぱり忍者です。忍者大好きです。ヨーランディと博士と、あとチャッピーで絵を描いてるシーンで、すごい和むんだけれど、黒いあの車が来て、あ、台無しが来たっていう感じが最高に好きで、台無しが来た、台無しが、あの忍者がチャッピーに対して銃を教えるシーンがとにかく最高で、銃はこう狙うんだっていうのが、頭より上に銃を構えて横に向けるとか全然照準見ずにね、しかも横向きで、でチャッピーにやらせようとすると、チャッピーが銃を落としたら、お前落とすんじゃねえよ。でもね、忍者あれで当てるからね、ちゃんとすごいコツがあるんでしょうね。お前銃落とすんじゃねえよ、標準が来るんじゃねえかとか言い出して、お前標準なんか見てねえじゃねえかと思って、なんだこいつっていう。でなんかまあ、最後の方になりますけれど、ヨーランディ死んで燃やしてる時に、悲しいシーンなのに、なんか知らないけど、黄色のズボンに青いズボンでテンションって書いてあって、なんだこいつっていう、むしろ下がるところなのか、上がらない。アイアンドワーズのアルバムのタイトル。自分たちのグッズを着てる。それで納得したのが、このポッドキャストでも言ったんですけれど、ヨーランディが死ぬときに、ヨーランディが着てた服にチャッピーって書いてあったんですけれど、ヨーランダ死んだときに忍者が着てた服がヨランディって書いてあったんですよね。なんだこいつらは愛したものの服を着るのかっていう変な文化が見えたり、マルコミックスみたいなもんですね。で、ずいぶん日本びいきだよね。で、もうエンディング感動したなと思ったら、また台無しな忍者とヨーランディのラップが聞こえるっていう、何これって思って、最高じゃないのって、変な歌かかってんなって常に思う。ソングバイ忍者ヨランディって書いてあるだから忍者がさ、やっぱ違和感あったのが、体がみんなムキムキなのに、うん、
あの忍者だけ要は役者じゃないから中途半端な体型がだったらなんか服着てないのに裸見せてるんですけど、裸見せてやばいやつって感じはすごいするんだけど、本物入っちゃいけないと思うんですけど、確かに裸になると弱そうってすごいですよね。それで本当に強いとかやばいのは何するか分かんないやつだから感じがするんだよ、寄ってはいけないっていう、それもやばい、そういうリアリティ、ヨランディが誰も何もするか分からない感じ、あとチャッピーに手裏剣を覚えさせるとかいうあの文化とかいいですよ、ね、あれも日本美人完全そうです、ね、だからいいんじゃなのって言ったら強引なの、いやなんか、バカな 親に育てられるとこうなるんだっていう、日本刀も飾ってあるもんね、バーンってで、あとピンクの銃とか黄色い銃とかあのセンスのなさとかすげえなと思って、アメリカで子供のプレゼントであげるやつで、なんか世界観がちょっとファンタジーだったり、住んでるところが、で、なんかスラムな割にいい生活してるんだよね、で、なんかさらなんかチャッピーをさらったって割に博士が普通に行けたりする空間とか、なんだこれって、ね、警察呼べよって確かにそうですね、そう車でブーンって行っちゃった で、あんななんかお前はなんかあのキーを盗んだんだどうのこうのって責められるんですけれど、お前らそこまで警備してたかよとかさあのカメラすらねえんだとかなんかところどころ抜けてるんですけど全部愛せるんですよ ねチャッピーは あいつらの音響システムでねドルビーアトモスの映画見たいよね液晶テレビの周りにすごいスピーカーがドーンそうで、ヒュージャックマンもまた良くてあの拳銃で脅すシーンとか最高じゃないですか、なんか鎌谷ヒロシみたいな髪型なんだったね最初誰だか分かんなかった分かんなかったで、なんかグラフリスーパーかどっちか迷ってたで、作ったロボットがあのようやく動いたとか動くかと思ったらあのまっすぐ動かずに空飛ぶんだと思うあの台無し感っていうかジェットエンジン搭載してるあ結構台無しなんだけどっていう、まあ、名前がムースなんで飛ぶ設定がほとんど入ってるんです、中にだから飛ぶんです、あそうなんですか、そうですね、サンタのトリーっていう設定、監督飛ぶ設定なんです、監督が結構あの前作も言ったんですけれどマクロスとかに影響されてるんで、あれマクロスのガルフォーサーかなんかに似てるなと思って見てましたねものですからね、チャッピーのこの、ね、耳っていうかあれもモロじゃないですか、あれはあれですよ、パトレイバーとかパトレイバーを意識したっていう話で、ね、モロじゃないですか、ユーチャバーされてるんで、はい、いや全てを愛せますチャッピーはなるほど、じゃあ行きましょう、じゃあ後藤さんの第3位です、チャーミングです、ちなみにもうチャッピーについてですね、はいはい、僕あの実はまだ見てないんですよね、あそうですか適当にうなずいてましたけど、散々ネタバレしてますよここで、あの前作でエリジウムがしょぼかったので、そうなんですよ、期待できなくて、もうエリジウムを俺愛してますよ、なんか B 級監督になってくんだなみたいな勢いを感じさせるエリジウムでしたよ、エリジウムは1点だけあのシャルト・コプリー演じる変なあのなんか傭兵みたいに出るじゃないですか、あいつがいいんですよね、なんか一人でバーベキューやってたらなんか電話かかってきて仕事だって言って分かりましたって言ってであいつがなんかこうなんかヒロインをなんか殴りながら、俺が昔なんか女房がいたけど逃げられたんだよって泣きながら殴るシーンがあそこが何も思い出せない、最高でしたあのシーンが、俺別にあれですよ、エリジウムって書いたシャツ着ていいですよ、打ち殺されてもいいですそれぐらいエリジウムが好きですよあのどうしようもない DV 男 あのシャルト・コブリーは良かったたんですけど、それ以外はエリジウムがしょうもなかったので、でそれでガクってきちゃってチャッピーも結局見に行ってないっていうですね、あれっていう、ちなみにシャトーリコプリ今回声ですからね、チャッピーのなんですよね、なんかっていうあれですよね、はい、だからゴラムと同じですよね、そうそう、はい、エビやって忍者やってロボットやるっていう出世の仕方っていうかなんつうか出世なんかな、下がってますよ、下がってますよ、下がってますよ、多分今度ジャッジドレとか出るんじゃないですかね、顔隠れていいと思う、はい、じゃあ行きましょう、不動産の第3位は何でしょう、あです、ね、本当にこれは直球で素晴らしい映画ですね、はいはい、もう震えました、はい、第3位ウォーリアー、なんだそれ知らないよ、トムハーディ、トムハーディ本当残念でした、見たかったの、最高でした、ああのその渋谷のやつですか、多分大事だと思う、はい、僕見てないくせに言えるぐらい、シネマカリテーで、あシネマカリテー、なんかこうカリコレっていうですね、映画祭みたいなやつ、その中で1日1回だけですね、しかも月曜日のなんか夜の1回だけ、だ DVD かもう出るんですよ、なんでその前のワンコインのやつですね、だから、まあ、違うんだ、普通に1000円ちょっとで払うんですけど、だから
多分劇場化しないんじゃないですかね。リブで決まったのに無理やりやったんです。だからもう映画館で本当に見れる機会は多分この先にあるかなんか分かんないっていう映画です。でまあ簡単に話をしてしまうと、要はあれですね、総合格闘技の話ですね。これも兄弟の話なんですけど、で2人ともまあ総合格闘技のまあものすごい強かったんですけど、お互いにいろいろあって今も引退したりになったんですけど、それぞれが別にそれぞれの理由でまた復帰するっていう話なんです。でその兄弟の確執があって、で兄弟に親父がいるんですよ。で親父がものすごい飲んだくれ、どうしようもなくて家庭を崩壊したっていうので、もう三者三様に愛憎があるっていう感じなんですよね。で弟が、トム・ハーリーなんですよ。でトム・ハーリーがその親父のニック・ノリティなんですけど、ニック・ノリティが尋ねたのが始まるんですね。で俺はお前のこの親父のことを今まで許さない、今後も許さない、でも俺が復帰するには親父の力が必要だって言うんで、トレーナーになってくれって言うんですよ。で、その、結構親父はもう許してくれみたいな感じがあるので、まあ、トレーナーの仕事にかこつけて、結構話しかけてアプローチしてくるんですよ。でも、トムハリーはもう仕方すんですよ。うるせえって言って、そう。あくまで俺はあんたのことをトレーナーとして雇ってるだけなんだっていうふうにして。で、その兄貴の方は、なんかその、完全に堅気になってるんですけど、もう学校の先生なんですけども、全然お金がなくて、で、家もこのまま取り上げられるみたいになっちゃう。やばいってなんで、復帰するんですよ。でもその学校の先生が格闘技のバイトやるなんてダメじゃないですか。日本でもね、なんか助教師がバイトに AV 出るとか問題になりましたけど、ワンワンでやってた闘魂先生ミスターネバーギバーギがそんな内容でしたよ。あれコメディバンです。あれ面白かった。そういう感じで、はい。でそのバレちゃって、でそのなんか教頭先生はすごいなんかこう周知の中で応援してくれるんですけど、なんか校長かなんかはもうそんなダメだいかんって言って、で結局休職することになるんですね。でも生徒たちは応援して、まあ、見に来てくれたりするんです。でそれぞれに鍛えていって、最後の方はこうなんか実際、試合のシーンになっていって、でどんどん戦ったりあの子だっていうのがあるんですね。で弟の方も、まあ、実は変な暗い過去があったりとかで、いろいろそういうのがどんどん分かってきて、でどんどん盛り上がっていくっていうような感じなんですよね。それはトーナメント式なんですよ。で弟と兄がそれぞれで最初はこうぶつからないような感じで、たまたまなんですけどエントリーされてて、それがまあ、最後の方どうなっていくかっていう話があるんですけど、でどんどん盛り上がりがガーッと上がっていって、ロッキー・ザ・ファイナルの最後の高揚感を超えたんじゃないかっていう、はい、映画館で終わった後結構拍手が起きてましたけど、みんな本当に立ち上がるんじゃないかって僕立とうと思いましたもん。2時間半ぐらいあるんですけどね、めちゃくちゃ面白い映画で、いで、はい、本当に、ね、劇画ですね、いうの、はい、カジュアリティの漫画みたいな。これが決め手でマッドマックス。あ、そうなんだ、ね、トム・ハーディーが。トム・ハーディーはもう筋肉もりもりの、まあ、その、あれですね、総合格闘技の選手で、まあ、元々軍人って設定でもあるので、ものすごい体が鍛えられてて、もうやさぐれてて、ものすごいワイルドな魅力があるんですよね。で、その体つきもいいですし、あと、あと何でしたっけ、マーク・ウォールバーグでしたっけ、ファイターって映画あったじゃないですか。あれにも結構近い感じがあります。でも、ファイターも特に超えてますね。もうめちゃくちゃいい映画ですよ、ウォーリアーは。もう泣けるし感動するしみたいなところで、だから多分何でしたっけ、フォックスキャッチャーのリポン氏は、こういうなりたかったんですよ。そうだからフォックスキャッチャーをこうインとするとこれはヨーみたいな、まあ、レスリングじゃないですけど、これはその感じちょっと若干違いますけど、フォックスキャッチャーも後に UFC に出場してまして、そうですね、弟が あんな感じです。ああいう感じの暗い過去を持ったら、あれですね、あの後の話みたいな感じである意味捉えるかもしれないです。なるほど。だこれも今兄弟の話なんですよね。いやこれはね本当にいい映画ですね。直球で泣けるし震えますし、これ見ちゃったらね、あの韓国映画じゃない、香港映画の、ね、激戦ハート・オブ・ファイター、あれ霞んじゃいましたね。なるほど。申し訳ないですけど、もうそれぐらいに素晴らしい、もう、はい、最高の映画でした。わかりました、はい。ありがとうございます。素晴らしい振りです。俺2位がそれなんですよ。もう閉めちゃった。嘘みたいな。閉めちゃった。いや、霞んだ映画が見れてたんですか。いや、見に行って。あ、ウォーリアーまだ見れてないんで。これ俺映画秘宝でデビュー書かせてもらって、その後新潟で公開して、劇場でもう一回見たんですよ。いや、トレーニング場面とかね、すごいいいんですよ。で俺何の知識も、何の知識も入れずに俺見に行って、てっきり若い選手を育てる話だと思って、その時点で泣いてんのに、まさかニック・チョンが戦いに行くのかと思って、そこでもう泣いちゃって、ダンテ・ラムっていう監督の、まあ、ひねりが毎回ありますよ、なんかね、そうですね、でダンテ・ラムってもっと銃撃とか空いたイメージで、こういう映画じゃないような気がしたんですけれど、あとあれですかね、
未亡人が聴いてた音楽 の、 あの替え歌の暗いこと暗いこと、あれ替え歌じゃないよ、替え歌そのままの歌詞で、その後検索してネットでサウンドオブサイレンス歌詞を読んだら、まあ本当暗くて暗くてあんな絶望的な状態の人が聴く音楽が、あれか、まあ、カバー曲でボーカル別の人でやってたんだけど、本当ああいう歌詞でなんちゅう暗い歌だったんだってびっくりした、うん、ヘッドホン変えてやるより中の曲を変えてやれよと思いながらそれがでもトレーニングシーンでかかるからねなんか珍しいトレーニングシーンだなと思って、まあね、結構全体的に好きな映画なんだけど、ヒロインがメンヘラっていうところがねどうしても苦手で、そうですね、そこが役所で暴れるところとか、うん、もう見ちゃいらんない、もう本当そういうところでね、なんかかわいそうだな、頑張れっていうよりも、うわ関わりたくねえって思っちゃう、テレビ虫やんね、ザ・ノンフィクションみたいな、で本当そう、全てが終わって最後にもうハッピーマックスぐらいな写真がガーって流れるじゃないですか、うん、あよかったよかったと思ってそこでまた泣いちゃって、うん、あいい映画見たなっていう感じで、気持ちがいい映画でしたね、やたらほぼほぼ C のを押し出してるのどうかなって、あ横上もねなんかキスしたりとかありましたね、まあでもニクチョンなら許せるなそれはと思って許せるってどういうことですか、いやいやいや可愛いじゃないですかニクチョン、気持ち悪くないっていう、可愛いかな、なんか、いいかな、あっさりしてる感じじゃない、背の低い布袋寅泰みたいな感じですよ、あそうそう、ほんとそんな感じキモいですよ、それ肌質とかがね、そう妙にテカテカしてる、昔のうっちゃんなんちゃんのうっちゃんにちょっと似てるかなっていう感じで、そうですね、若い頃、うん、うっちゃんはよくジャッキーのモノマネとかバラエティ番組やってましたけど、ああいう感じが近いかもしれない、肉体改造はそうだったね、だからニクチョンにあのイメージがなかったんで、あそこまで仕上げられたっていうのがまずびっくりして、あそこまで戦うと思わなかったですからね、映画の中でも、まあでもね、総合格闘技を志すのにボクシングの先生にだけ習ってるのはねどうかと思ったんですよ、うん、足とか寝技とかたくさんありますからね、モハメアリじゃないんだから、ね、うん、まあ、倒さずに相手に打ち勝つっていう戦法あるんだけど、あまりにそこだけだったなと思って、ちなみに強敵もあのアンディ・オンっていう結構有名な人じゃないですか、うん、そこにみんな触れてねえなと思って、アンディ・オンがね意外と目立たなかったし、ね、ですよね、でもアンディ・オンもいい感じで来てて、 いい悪役になってますよ ね、すごい俺が好きな映画でした、うん、で2位ですね、はい、はい、じゃあ後藤さんの第2位は何でしょう、はい、私の第2位はですね、はいはい、上半期の、ベスト掘り出し物賞といってもいい作品です、第2位はこちら、ゴッドタウン裁かれる街ワウワウ放送、ワウワウで最近そのワウワウで放送するのが日本初公開っていうのをやってるんですけど、その中の1本なんですね、いつ頃やってました、つい先週ですね、だから誰よりも狙われた男がこのままやったので、それに合わせてみたいな感じで先週やったばっかりです、だから来週が最終回の再放送あります、本当にこれフィリップ・シーマー・ホフマンが、誰よりも狙われた男の前に出た、うん、まあ、ほぼ晩年の時に出た映画なんですね、うん、でその、まあ、街が舞台なんですよ、セミイサブまあそんな感じですね、ある意味もう本当そんな感じ、はい、フィリップ・シーマー・ホフマンが飲んだくれのどうしようもないダメな男 で、ある時義理の息子がなんか不審な事故死を遂げるんですよ、でそれをなんか嫁がいやあれは事故じゃないみたいなことを言い出して、で調べていくうちにだんだんその町の暗部にがだんだん出てくるみたいな感じ、まあ、だんだん最初が出てくるんですけど、映画でですからテイストとしてはあれですね、ミスティック・リバーとか愛の近い感じですね、地方のローカルの町でみんななんか影があるみたいな感じで、そこら辺に普通にヤクザがいるみたいな、一般の人も普通に銃持ってるみたいな、だけどなんか普段は普通に仲良くしてるみたいな感じの、そういう異様な、だからそういう尼崎とか北九州みたいな異様なローカルなバイオレンスが漂っているような、そういうような映画で、本当捉えどころがないところではあるんですけど、本当に街が主役の映画っていう感じでもありますね。でも他にもその役者もジョン・タトゥーロが出たりとかですね、非常にいい役者さんが揃ってまして、うん、で、フィリップ・シーマー・ホフマンが制作も確かやってるんですね、制作と主演をやっているっていうのは結構、まあ、この映画にかけていたところもあったのかなっていうところもありますので、まあ、ある意味そういう意味で誰よりも狙われた男でもこれこそが最後 のフィリップ・シーマー・ホフマンが最後に見せた、うん、まあ演技というふうにも捉えてもいいんじゃないのかっていう、誰よりも狙われた男そんなに面白くなかったまあそうですね、ラストカットよかったです、ラストカットよかったです、あれはあれちょっと泣きそうになりましたね、はい、だからラストカットはワーワーでやる前なんかこうダブリューターでやった時にもしネタバレしてひどいな最初にイラストでそうイラストでラストカットが映ってたからネタバレじゃないかと思ってそれはちょっとあるんですけど、
まあでも誰を狙ったことで僕これゴッドタウンの方が良かったですね、はい、とこれあの現代はゴッズポケットっていうタイトルなんです、神様のポケットっていうタイトルで街の名前はゴッズポケットなんです、はいはい、それを放題はゴッドタウンとか全然なんかね何のやりようないのゴッドタウンと間違えそうなタイトルなんですけどまあこれも恒例のねワーワーでやって、あの放題がつまんなそうだけど見るとめちゃくちゃ面白い映画なんで見事ハル面白かったですよ宮下見事ハルめちゃくちゃいいですよね、あれあのねキズリターンみたいなそうそうそうあれ最高ですよ、はい、あれに結構ああちょっと話先ほどですけど、ウォーリアーは若干あれにテイスト近いかもしれないですね、はい、暗い中で2人の男の友情みたいな感じ で、まあ、このゴッドタウンもそういうような感じで結構そういう地味な映画ではあるんですけれども、本当に暗いもう街が主役の映画っていう感じで、なんかもう見ていて本当に、ね、日本ではちょっとできないんじゃないかなっていうのは、アメリカでもなかなかできないと思うんですけど、あのクリント・イーストウッドが最近よくですね、そういう開墾を抱えた人物が主役の映画ばっか撮ってますけど、そういう人たちばっかりが出てくるね、そういう感じれるの本当にっていうような感じで、私はこの映画を第2位にしたいと思いますので、ワーワーに入っている方はぜひともヨーロッパ、ヨイチェック、ありがとうございます。それじゃあ南くんのいよいよ第1位ですね。いやもうつまんなくてすいません、はいはい、マッドマックス全員が入れた、こんなことも珍しいよね、やっぱさっき言わせたけどゼログラビティの時のね、あの結局最新の技術を使って、あすいません喋るか、あいやいや技術を使って、ええ、撮ってみたらものすごくシンプルなものができたっていう、なんか映画の基本っていうとあれですけどね、俺はもう2回目見るときはあのイーモンタラショーの、あの連れの太鼓の一員だと思って見てましたね、あのギター良かったですね、ギター弾いてる、ギターもそうですし、なんか俺はすごい嫌だったんですよ、ふざけるなって思って嫌なのかな、なんか炎とか出すし、そんなのはもうマットマックスをそう、いやなんかなんだよそれって思って、俺もそれちょっと思ったの、もう予告であれ見るたびにげんなりしたんですよ2回目見る側の時はもうそっち系とかウォーボーイズとかあっち方面を中心に見てたんで、マックスっていうよりはなんか、あかっこいいなやっぱウォーボーイズっていうので燃えてましたね、もうあのイーモータージョーがの最後のところも良かったですし、あの何でしたっけ、もう一人のあのあいつ叫んでたやつ、リンクスでしたっけ、息子です、息子、 あれもバカっぽくムキムキでいいなと思ってました、リクタスだ、そう、なんかいい悪役だなと思って、うん、頭悪くて好きだなっていう、俺の弟が死んだああいうところもいいですし、やっぱフェリオさんもやっぱいいですよね、シャリゼのはいいですね、もうかっこいいです、でなんかポッドキャストでも言いましたけれども、俺の中でマッドマックスっていうよりはなんかエスケープフロム LA 的な感じだったなと思って、うん、確かにそうですね、どっちかっていうとそっちの方のイメージが強いから、マックスが、ああそうですね、スネーク、世界観とかもね、そうですね、なんかあれテレビシリーズ作ろうとしてたじゃないですか、エスケープフロム LA って、あれの、候補に上がってたのがトム・ハーディだったんで、なんかそこに繋がったなと思って、でまあいろいろ言ってもらったんで俺の中ではもう最高でしたって言うしかないんですけれど、わかりました。ちなみにあのマッドマックスって皆さんあの 4DX とかご覧になりました？見てないです。あ、どうでした、はい、僕はダメでした。ダメでした、本当、2回見に行こうと思ってて、1回目は 2D 字幕で見て、2回目は 4DX しようと思ってたんですけど、1回目で普通出すもういいやと思って気を引かなかったんですけど、はい、みんな見た人は 4DX 良かった、すごかったっていう、そこがダメでした。僕集中してみたい、確かにライトがここで光るから、目が光るんですか、光るんだ、あの爆発とかで光るんですよ、だから劇場が爆発しになるから、映像変えるのやめてほしいですね、映像がないですよ、映像がないですよ、劇場の端っこライトがあってバーンと爆発のように光るんですけど、あとあれですよね、フェリオサがつをペッて入ったら自分の顔に水がブシャってくるからですよ、ツバがツバがくるよ、フェリオサはいいんですよ、まだフェリオサはいいんです、あの普通のウォーボーイズもやられるただウォーボーイズこれは本当にあるからちょっと気持ちよくなる、キングプレイも一緒に来るんで、なるほど、あれ最高ですよねあのセンスは最高ですよね、でもやっぱあのプシュッと音が鳴るから、劇場の映画の音じゃないプシュッと音と光で画面から一瞬目を外しちゃうのが
もうダメ。なるほど。集中が途切れる。れるキャプテン用みたいに内容がなきゃいいけど、内容みたいな邪魔な。ディズニー上だから良かったです、ね。あとスターウォーズ。あれだっけ？まあどうか面白くなかった。2回目でもダメだ。吹き替え 3D は超面白くない。普通の吹き替え 3D。ああ、アイマックスじゃなくて普通の 3D。そう。日本シネマの。一つあと言いたいのは、あのやっぱり吹き替えを声優さんに任せましょうっていう、ああいう売り方とか、あとエンディングを勝手に変えるのはやめましょうっていう、あのメロコアみたいな曲嫌だったな。そうそうそう、本当に怒ってますっていう、反省してくださいと思うぐらいな。そこは、はい、じゃあいよいよ行きましょう。後藤さんの第1位は、ちなみにちょっとだけ一緒のコラを話させていただきます。マッドマックスは結構微妙だったんですけど、はい、まあ、同時期に見たシリーズ最新作っていう意味でのターミネータージェネシス、あっちの方がはるかに満足度高かったんです。そうなの。ターミネーターめちゃくちゃ面白いですよ。よくできてますよ。地雷だと思って行こうと思ってました。すごい楽しいです。本当、ちなみに中身ないですよ。1億5000万だのおかげで何も新しいことやってないんですよ。予告見た感じでダメそうだなって思ってましたよ。ファンムービーです。同人映画です。ターミネーター2。ジェームス・ケメロンがすごい褒めてるじゃないですか、脚本どうのこうのって。これ出しときゃいいだろってシーンばっか出てくる。でもあの人3でも俺この脚本で撮りたかったって言ってたんですよね。だから、上手。ジェームス・キャメロンなんか信用できねえなと思って期待してたんですよ。聞けもキーセンが出た時点であれを超える敵が出てこないんで、もうそれは考えちゃダメだとしょうがないって、だからラオウを倒したと北斗の剣みたいなもんなんで期待してもしょうがないんですよ。でもね、それを含めた上でもね、良かったですね。キーセン、イビョンホンが演じてますから、ね、今回。誰がイビョンホン。イビョンホンがほぼ、まあ、無口で、まあ、キーセンが演じてるんですよね、無表情で。シリーズのいろんなところをうまく。まあ、そうですね、そうですね、はい。あんま言われてないですけど、T3、T4 も入ってますから。そうですね、はい。一応。入ってるの、びっくりしました。あれも、まあ、ネタバレはちゃんと言うのもね。はい。T3 の T4 もちゃんと組み込んで、この本よく書いたなと思うけど。あれもアニメみたいなもんです。だからあれです、戦慄回帰ファイル怖すぎの最終章みたいな話ですよ。簡単に。ああ、なるほど。そう思ってもらえると。はい。まあ、どっちもまだ見てません。いや、ターミネーター5はね、良かったですね。で、シワちゃんのね、顔面芸で、あの、ま、常にシワちゃんの顔面芸に、その、大爆笑する人は僕の近くにいて、盛り上げてくれるんじゃない。盛り上げてくれるんですか、わかんないですけど、常に反応するんですよ。で、逆に痛々しい感じもあったんですけど、そういう意味でも、ターミネーター5の方が実は面白かったということで、はい。はい、じゃあ、本当の1位は何でしょう。はい、これをまたですね、ちょっとまたこの反則ですいません。これをカナダみたいな映画なんですけど、カナダで、はい、第一話これです。チャック・ノリス大共産主義というタイトル。これはですね、ちょっと説明が必要ですね。すごいの。あの、勇気の知られるんですね。ドキュメンタリー映画です。で、ルーマニアのドキュメンタリー映画で、ルーマニアってものって共産主義政権だったんです。で、80年代ってハリウッド映画とかそういうようなロックとか、うん、あの外国の文化、うん、西側文化入ってこなかったんですよね。うんうん、だからつまんないプロパガンダ映画とかしかやってなかったんです、 NHK みたいなのしか。でもみんなハリウッド映画見たいっていう要望に応えて、うん、ある変な山映画の変な野心の人がなんかその、うん、ハリウッド映画の VHS の汚いコピーをたくさん輸入して闇にばらまくんですよ。これ超えたんじゃないと。そういうことです。はい、超評価高いです。だから、まあ、チャック・ノリスって要はハリウッド映画って意味で、ただこれは別にチャック・ノリスじゃなくても別にスタローンでも何でもいいですよ。シワちゃんの、うん、あ、でもシワちゃんはまあレッドブルで共産主義に出てるかもしれない。メガポーズとか。そうですね、はい。で、これが、テキサス・スワットとか。そう。で、まあ、ハリウッド映画の英語なんですよね、全部。で、ルーマニア人はもちろんルーマニア語を喋るから、吹き替えをしないといけないわけです、翻訳を。で、それを、ある一人の、あの、英語とルーマニア語ができる一人の女性の人が、ほぼ全部吹き替えをやったんです。だから、スカーフェイスとかあったら、もう、全部のスカーフェイスで、全登場人物の声である一人の人がこうやってる。で、しかもそれは甲高いハスキーボイスなんですよ。普通のハスキーボイスで、お前らみたいな、パックユーみたいなこと言って、M16 バーンって打ったりとかして、でみんなそれしか見てないの。それしかないの。はい。で、あくまで違法だから、その人も表には出ないんです。だからみんな声だけでその人存在してるんで、声だけで、あの人どんな顔してるんだろうなっていうふうになってる。で、みんなその人のことを映画の天使みたいなふうにわさわさしたりとかしてて、みんな受け入れてるんですね。そうですね。ないんで、それしか。で、テレビとかでも全然あの外国の文化とか入ってこないんで、みんなハリウッド映画を通して、ファッションとか生き方とかどんどん学んでいって、
だからなんかこう格闘アクション系の映画輸入されて翌日にはみんな通りでその真似やってるっていう影響力がすごい。されてるわけじゃないですけど、本当にこの人たちがこの集団が配ったんだけど、でジリア・ロバーツの映画とかやった翌日にはみんな女性にされてみんなその格好を真似してるみたいな感じで、プリティーウーマン、はい、だから本当に出てくる人の証言とかでもう人生のことは映画で学んだから、よくそういうことがうざいこと言う人いるじゃないですか、映画人生のことは全部映画で学んだから気持ち悪いこと言う人、でも、気持ち悪くないですよ、別に。でも、僕はやっちゃうんですか、そういう。映画監督ですよ、すいません、いや、僕もそうなんですけど、それを生きしゃしゃと、なんか人前で言うのが違うんじゃないかとか。バーでね、カクテルを傾けながら言う感じですよね。映画、これでビタミン剤とかね、変なこと言う。渡瀬映画製造がそう言ってる。面倒くさいこと。人たちが嫌いな、80年代のルーマンの人は本当にそうなんです、それしかなかったんです。で、あの、あくまで取り締まりの対象なので、みんな闇家でひっそりと見てるんですよね。で、たまに秘密警察とかのこう踏み込みとかあったりするので、秘密警察踏み込んだらすぐにさっと隠すんです。で、みんなこっちがけで見てるんですね。だから見る側も提供する側みんなもうリスク覚悟で映画を見るとか、それでも通りで影響を簡単に表現しちゃう。まあ割とその辺はね、緩い感じがあったから。いや、でも日本ではそれもあって公開されないのに日本で紹介されてました。でこれカナダで僕は見たんですけど、でその映画祭で見た時に本当にその当時司会やった伝説の字幕の翻訳所の、が、あのゲストで来て、したらもうみんなスタンディングオベーションです。あー、わーってやって、すげーって、その声やってた、ね、そうそうそう、はい、もう今おばちゃんになってるんですけど、普通のおばちゃんなんですけど、はい、まあ、おばちゃん若かったんでしょうけど、それ登場したらみんなうわーってもう拍手して、もう10分ぐらいずっとみんな拍手して、すげーって感じでですね。でこれが今のところ日本公開っていう話は聞いてはいないんですけど、いや、やってほしいで、まあ、映画祭とかありそうな気もするんですよね、東京国際映画祭とかその辺のところでは。というところで僕はこれはもうぶっちぎりの1位と言ってもいいです。多分今年の下半期来てるのは多分これはこれではないんじゃないかと。金沢映画祭でやってほしいですね、本当にもうこれ以上映画愛にあふれた映画はないんじゃないかっていうぐらいにですね、素晴らしい映画ですね。チャックノリス対共産主義、これは私のまあ上半期、まあ、およびまあ下半期の暫定1位作品でございます、はい、ありがとうございました。いや、もうでもね、とんでもない時間になってしまった。終電ギリギリというですね、もうすぐ帰らないといけない。俺は練り場なんです、帰れるのかな。これはまあでも録画は残る。そうですね、あの音声も撮ってますんで、はい、じゃあ一旦ここでさよならしましょう、はい、ではどうもありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。これめちゃくちゃかもしれない。これがない。あ、それで思い出したのは、なんか中学校の頃はあの韓国旅行行ってみんなテレビ見るんですけれど、全部韓国語じゃないですか、あの吹き替え用が